家なき子、ジョー、マロエクトール、アンリ、楠山正夫役、朗読、高橋瑠奈、生い立ち、私は捨て子だった、でも、八つの年までは、他の子供と同じように、母親があると思っていた。 それは私が泣けばきっと一人の女が来て優しく抱きしめてくれたからだ。その女が寝かしつけに来てくれるまで私は決して寝床には入らなかった。冬の嵐が団子のような雪を吹きつけて窓ガラスを白くする自分になるとこの女の人は 両手の間に私の足を押さえて、歌を歌いながら温めてくれた。その歌の節も、文句も、今に忘れずにいる。私が外へ出て、目牛の世話をしているうちに、急に夕立がやってくると、この女は私を探しに来て、朝の前かけで、 頭からすっぽりくるんでくれた時々私は遊び仲間とけんかをするそういう時この女の人は十分私の言い分を聞いてくれて大抵の場合優しい言葉で慰めてくれるか私の肩を持ってくれたそれやこれやで私にものを言う調子私を見る目つき 甘やかしてくれて叱るにしても優しく叱る様子から見てこの女の人は本当の母親に違いないと思っていたところでそれがひょんな事情からこの女の人が実は養い親でしかなかったということが分かったのだ私の村もっと正しく言えば私の育てられた村は というのが私には父親や母親というものがないと同様に自分の生まれた村というものがなかったのだから。で、とにかく私が子供の時代を過ごした村はシャバノンという村で、それはフランスの中部地方でも一番貧乏な村の一つであった。 何しろ土地がいたって痩せていて、どうにもしようのない場所であった。どこを歩いてみても、スキクワの入った田畑というものが少なくて、見渡す限り、ヒースやエニシダのほか、ロックに茂るもののない草原で、その荒れ地を行き尽くすと、ガサガサした砂地の高原で、風に吹きたわめられた。 痩せ子たちが、ところどころひょろひょろといじけて、よじくらた枝を伸ばしているありさまだった。そんなわけで、木らしい木を見ようとすると、お顔を見捨てて、谷前へと降りていかねばならぬ。その谷川に望んだ川べりには、ちょっとした牧草もあり、空をつくような菓子の木や、 ごつごつした栗の木が茂っていたその谷川の早い背の末がロワール川の子宮への一つへ流れ込んでいくその岸の小さな家で私は子どもの時代を送った八つの年まで私はこの家で男の姿というものを見なかったそのくせ おっかーと呼んでいた人はやもめではなかった。夫というのは異宿であったが、この辺の大抵の労働者と同様、パリに仕事へ行っていて、私が物心ついてこの方、つい一度も帰ってきたことはなかった。ただ、折伏この村へ帰ってくる仲間の者に、頼りをことづけては来た。 バルブレンのおっかこっちのも達者だよ。相変わらず稼いでいる。よろしく言ってくれと言って、このお金を預けてよこした。数えてみてください。これだけのことであった。おっかーも、それだけの頼りに満足していた。ご亭主が達者でいる。 仕事もある。お金が儲かると、それだけ聞いて満足していた。このご亭主のバルブレンが、いつまでもパリへ行っているというので、おかみさんと仲が悪いのだとは思ってはならない。こうやって留守にしているのは、何も気まずいことがあるためではない。 パリに滞在しているのは仕事に引き止められているためで、やがて年を取ればまた村へ帰ってきて、たんまり稼いできたお金で、女将さんと気楽に暮らすつもりであった。11月のある日のこと、もう日の暮れに見知らない一人の男が垣根の前に立ち止まった。その時私は門口でソダを追っていた。 中に入ろうともしないで、垣根の上からぬっと頭を出して覗きながら、その男は私に、バルブレンのおっかのうちはここかね、と尋ねた。私は、お入んなさい、と言った。男は、角の塔をキーキー言わせながら入ってきて、のっそり、うちの前につったった。 こんな汚れ腐った男を見たことがなかった。何しろ頭のてっぺんから足のつま先まで板を張ったように泥をかぶっていた。それも半分まだ乾ききらずにいた。よほど長い間悪い道をやってきたに違いない。話し声を聞いて、 バルブレンのおっ母は駆け出してきた。そしてこの男が敷居に足をかけようとするところへひょっこり顔を出したパリからことずかってきたがと男は言ったそれはごく何でもない言葉だったしもうこれまでも何べんとなくそれこそ耳にタコのできるほど 聞き慣れたものだったが、どうもそれが、ご亭主は達者でいるよ。相変わらず稼いでいるよ。という、いつもの言葉とは、なんだか違っていた。おやおや、ジェロームがどうかしましたね。と、おっかーは両手をもみながら、声を立てた。 ああああ、どうも飛んだことでね、ご亭主は怪我をしてね。だが、着ようとしなさんなよ。怪我は怪我だが、命には別状がない。だが、片輪ぐらいにはなるかもしれない。今のところ、病院に入っている。私はちょうど、病室で隣り合わせて、 今度国へ帰るについて、ついでにこれだけのことをことづけてくれと頼まれたのさ。ところで、ゆっくりしてはいられない。まだこれから三里も歩かなくてはならないし、もう遅くもなっているからね。でもおっかあは、もっと詳しい話が聞きたいので、 ぜひ夕飯を食べていくようにと言って頼んだ「道は悪いし森の中にはオオカミが出るという噂もある」「明日の朝立つことにした方がいい」「男は承知してくれた」そこで炉の隅に座り込んで腹いっぱい食べながら事件の詳しい話をした バルブレンは崩れた足場の下に敷かれて大けがをしたそのくせそこは誰も行く用事のない場所であったという証言があったので建物の請負い人は一文の賠償金も支払わないというのであるご亭主も気の毒な運が悪かったのよと男は言った まったく運が悪かったのよ。世間にはわざとこんなことを種に、しこたませしめるずるい連中もいるのだが、お前さんのご亭主と来ては、一文にもならないのだからな。全く運が悪い。と、男はこの言葉を繰り返しながら、泥で突っ張り返っているズボンを乾かしていた。 その口ぶりでは手足の一本ぐらい叩き潰されてもお金になればいいと言うらしかった。何でもこれは受け負い人を相手取って裁判所へ持ち出さなければ嘘だと俺は勧めておいたよ。男は話のしまいにこう言った。まあ。 でも裁判なんということは、ずいぶん、お金のいることでしょそうだよ。だが、勝てばいいのさ。バルブレンのおっかは、パリまで出かけていこうかと思った。でもそれは、ずいぶん大変なことだった。道は遠いし、お金がかかる。 そのあくる朝、私は村へ行って、坊さんに相談した。坊さんは、まあ、向こうへ行って役に立つかどうか、それがよく分かった上にしないと、つまらないと言った。それで坊さんが代筆をして、バルブレンの入っている慈恵病院の司祭に宛てて、手紙を出すことにした。 その返事は二三日してついたが、バルブレンのおっかは来るには及ばない。だが、ご亭主が災難を受けた相手に掛け合うについて、入費のお金を送ってもらいたいというのであった。それから幾日も幾週間も経った。時通り手紙が届いて、そのたんびに、 もっと金をくれ、金をくれ、と言ってくる。一番おしまいには、これまでの手紙よりもまたひどくなって、もう金がないなら、目牛のルセットを売っても、ぜひ金をこしらえろと言ってきた。田舎で百姓の仲間に入って暮らしたものでなければ、目牛を売れ、というこの言葉に、 どんなにつらい、悲しい思いがこもっているかわからない。百姓にとって、メウシのありがたさは、ひととおりのものではなかった。いかほど貧乏でも、家内が多くても、ともかくも、メウシが飼ってある間は、飢えて死ぬことはないはずだ。それに、うちのメウシは、 何より仲良しのお友達であった。私たちが話をしたり、その背中をさすってキッスをしてやったりすると、それはよく聞き分けて、優しい目でじっと見た。つまり私たちは、お互いに愛し合っていたといえば、それで十分だ。けれども、今はその目牛とも、 私たちは分からなければならなかった。目牛を売る。それでなければ、もうご亭主を満足させることはできなかった。そこで、曝郎がやってきて、細かく目牛のルセットをいじくり回した。いじくり回しながら、四十首を振って、これはまるで役に立たない。 父も出ないし、バターも取れないと、散々な癖をつけておいて、つまり、引き取るには引き取るが、それもおっかあが正直な、いい人で気の毒だから、引き取ってやるというのであった。かわいそうに、ルセットも自分がどうされるか悟ったもののように、牛小屋から出るのを嫌がって泣き始めた。 後ろへ回って叩き出せ。と、暴露は私に言って、首の周りにかけていた鞭を渡した。いいえ、そんなことをしてはいけない。と、おっかーは叫んだ。それで、ルセットのはずなを捕まえながら、優しく言った。さあ、 お前出ておくれ。ねえ、いいかいルセットは、それを拒むことはできなかった。それで往来へ出ると、バクロウはルセットを車の後ろに縛りつけた。馬がとこどこ駆け出すと、ルセットは嫌でも後からついていかなければならなかった。 私たちは家の中に入ったがしばらくの間まだルセットの鳴き声が聞こえていた「もう父もなければバターもない朝は一切れのパン晩は塩をつけたじゃがいものごちそうであった目牛を打ってから四五日するとシャニくいが来た」 1>, 1年前のこの日にはバルブレンのおっカが私にどら焼きと揚げりんごのごちそうをこしらえてくれたそれでたくさん私が食べるとおっカはご機嫌でニコニコしてくれたけれどその時は揚げ物の衣がパン粉を溶かす父や揚げ物の油のバターをくれるルセットがいた もうルセットもいない、父もない、バターもない、これではシャニクサイも何もないと、私はつまらなそうに独り言を言った。ところが、おっ母は私をびっくりさせた。おっ母はいつも人から物を借りることをしない人であったが、お隣へ行って、 父を一杯もらい、もう一軒からバターを一塊もらってきて、私がお昼ごろうへ帰ってくると、おっかは大きな土鍋にパン粉を開けていた。おや、パン粉と、私はそばへ寄っていった。ああ、そうだよ。と、おっかは、 にっこりしながら答えた。上等なパン粉だよ、ごらん。ルミ、いい香りだろう。私は、このパン粉を何にするのか知りたいと思ったが、それを押して、尋ねる勇気がなかった。それに今日が、し肉祭だということを思い出させて、おっかを。 不愉快にさせたくなかった。パン粉で何をこさえるのだったっけねとおっ母は私の顔を見ながら聞いた。パンサ。それから他にはパンがゆ。それからまだあるだろうだって。 僕知らないよ。なあに、お前は知っていても、賢い子だから、それを言おうとしないのだよ。今日がシャニクで、ドラ焼きをこしらえる日だということを知っていても、バターとお乳がないと思って、言い出さずにいるのだよ。ねえ、そうだろだって、おっかあ まあとにかく今日のせっかくのシャニクサイをそんなにつまらなくないようにしたつもりだよこの箱の中をごらん私は早速蓋を開けると乳とバターと卵とおまけにリンゴが3つ中に入っていた私がリンゴをそぐと おっかーは卵を粉に混ぜて衣をしらえ土を少しずつ混ぜていた衣がすっかり寝れると土鍋のまま厚パイの上にのせたそれでどら焼きが焼け揚げりんごが上がるまでには晩食の時まで待たなければならなかった正直に言うと 私はそれからの一日が、それはそれは待ち遠しくって、何度も何度も、お皿にかけた布を取ってみた。お前、衣に風邪をひかしてしまうよ。そうするとうまく膨れないからね。とかの女は叫んだ。けれど、 夕そばからそれはずんずん膨れて小さな泡が上に立ちはじめたたまごと父がプンとうまそうなにおいを立てたそだを少し持っておいでとおっかーが言ったいい日をこしらえようとうとう明かりがついた薪を炉の中へおいで かの女がこの言葉を二度と繰り返すまでもなく、私はさっきからこの言葉の出るのを今か今かと待ち構えていたのであった。早速赤い炎がどんどん炉の中に燃え上がり、この光が台所中を明るくした。その時おっかあは揚げ鍋を釘から外して、 火の上にのせた。バターをお出し。ナイフの先で、かの女はバターをくるみくらいの大きさにひと切れ切って、鍋の中に入れると、じりじり溶け出して泡を立てた。もうしばらく、この匂いも嗅がなかった。まあ、そのバターのいい匂いと言ったら。 私がそのじりじり焦げる甘い音楽に夢中で聞き惚れていたとき、裏庭でコツコツ人の歩く足音がした。せっかくのときに誰が邪魔に来たのだろう。きっとお隣から薪をもらいに来たのだ。私はそんなことに気を取られるところではなかった。 ちょうどその時、バルブレンのおっかあが、大きな木のさじを鉢に入れて、衣を一さじ鍋の中に開けていたのだもの。すると、誰か杖で、ことことドアを叩いた。パタンと、ドアが開け放された。どなただね、と、 オッカーは振り向きもしないで訪ねた。一人の男がぬっと入ってきた。明るい日の光で私はその男が大きな杖を肩脇についているのを見つけた。やれやれ、祭りのごちそうか。まあやるがいい。とその男は な声で言った。「おやおやまあ」とバルブレンのおっかが慌てて下げ鍋を下に置いて叫んだ「まあジェロームお前さんだったの?」その時おっかは私の腕を引っ張って戸口に立ちはだかったままでいた男の前へ連れていった。 お前のとっつぁんだよ。養父。おっかはご亭主に抱きついた。私もその後から同じことをしようとすると、彼は杖を突き出して私を止めた。なんだこいつは。おめえ 今何とか言ったっけなええそうでも本当はそうではないけれどそのわけはうん <laughs>。本当なものか本当なものか彼は杖を振り上げたまま私の方へ向かってきた思わず私は後じさりをした 何を私がしたろう何の罪があるというのだ私はただ抱きつこうとしたのだ私はおずおず彼の顔を見上げたが彼はおっ母の方を振り向いて話をしていたじゃあ関心に謝肉祭のお祝いをするのだな まあ結構よ。俺は腹が減っているのだ。晩飯は何のごちそうだと彼は言った。どら焼きとりんごの揚げ物をこしらえているところですよ。そうらしいて。だが何里も遠道をかけてきたものにまさかどら焼きでごめんこうむるつもりではあるまい。 他に何にもないんですよ。何しろ、お前さんが帰るとは思わなかったからね。なんだ、何もない。夕飯には何もないのか。と、彼は台所を見渡した。バターがあるぞ。彼は天井を仰むいてみた。 いつも塩豚がかかっていた鍵が目に入ったがそこにはもう長らく何にもかかってはいなかったただネギとニンニクが2、3本縄で縛って吊るしてあるだけであったネギがあると彼は言って大きな杖で縄をたたき落としたネギが4、5本に バターが少しあれば、結構なスープができるだろう。どら焼きなぞはおろして、ネギを鍋で炒めろ。どら焼きを、鍋から出してしまえというのだ。でも、一言も言わずに、バルブレンのおっかあは、ご亭主の言う通りに、急いで仕事に取り掛かった。ご亭主は、 のの隅の椅子に腰掛けていた。私は彼が杖の先で追い立てた場所からそのまま動きえなかった食卓に中を向けたまま私は彼の顔を見た彼は五重ばかりの意地悪らしい顔つきをしたゴツゴツした様子の男であったその頭は 怪我をしたため、少し右の肩の方へ曲がっていた。片輪になったので、余計、この男の人相を悪くした。バルブレンのおっかぁは、またお鍋を火の上に乗せた。おめえそれっばかりのバターで、スープをこしらえるつもりかと、彼は言いながら、 バターの入った皿をつかんで、それをみんな鍋の中へ開けてしまった。もうバターはなくなった。それでもう、どら焼きもなくなったのだ。これが、他の場合だったら、こんな災難に遭えば、どんなに悔しかったかもしれない。だが、私はもうどら焼きも、 りんごの揚げ物も思わなかった。私の心の中にいっぱいになっている考えは、こんなに意地の悪い男が、一体どうして私の父親だろうということであった。僕のとっつぁん。うっとりと私はこの言葉を心の中で繰り返した。一体 父親というものはどんなものだろう。それをはっきりと考えたことはなかった。ただぼんやり。それはつまり母親の声の大きいのくらいに考えていた。ところが今天から降ってきたこの男を見ると、私は非常に嫌だったし、小らしかった。 私が彼に抱きつこうとすると彼は杖で私を突き抜けたなぜだこれがおっかーなら抱きつこうとする者を突き抜けるようなことはしなかったどうしておっかーはいつだって私をしっかりと抱きしめてくれたこれ デクノボウのようにそんなところに突っ立ってないで来て、皿でも並べろ。と、彼は言った。私は慌ててその通りにしようとして、危なく倒れ損なった。スープは出来上がった。バルブレンのおっかあは、それを皿に入れた。すると、彼は老バたから立ち上がって、 食卓の前に腰をかけて食べ始めた。合間合間には、じろじろ私の顔を見るのであった。私はそれが、気味が悪くって、食事が喉を通らなかった。私も、横目で彼を見たが、向こうの目と出会うと、慌てて目をさらしてしまった。こいつはいつも、 このくらいしか食わないのかと、彼は不意にこう尋ねた。きっと、お腹がいいんですよ。しょうがねえやつだな。こればかりしか入らないようじゃ。バルブレンのおっかあは、話をしたがらない様子であった。あちらこちらと働き回って、 ごのお給仕ばかりしていたてめえ腹は減らねえのかええうんじゃあすぐ床へ入って寝ろ寝たらすぐ寝つけよ早くしないとひどいぞおっかあは私に何も言わずに言う通りにしろと 目で知らせた。しかし、この警告を待つまでもなかった。私は一言も口答えをしようとは思わなかった。大抵の貧乏人の家がそうであるように、私の家の台所もやはり寝部屋を兼ねていた。炉のそばには食事の道具が残らずあった。食卓も パンの箱も、鍋も、食器棚もあった。そうして、部屋の向こうの角が寝部屋であった。一方の角に、バルブレンのおっかーの大きな値段があった。その向こうの角のしぼんだ押し入れのようなところに、私の値段があって、赤い模様のカーテンがかかっていた。 私は急いで寝巻きに着替えて、寝床に潜り込んだ。けれど、とても目がくっつくものではなかった。私はひどく脅かされて、非常に不愉快であった。どうしてこの男が私のとっつあんだろう。本当にそうだったら、 なぜ人をこんなにひどく扱うのだろう私は鼻を壁につけたままそんなことを考えるのはきれいにやめて言いつかったとおりすぐ眠ろうと骨を折ったがだめだったまるで目がさえて寝つかれないこんなに目のさえたことはなかったどのくらい経ったかわからないが しばらくして誰かが私の寝台のそばにやってきたそろそろと引きずるような重苦しい足音でそれがおっかーでないということはすぐに分かった私は頬の上に温かい息を感じたてめえもう眠ったのか 鋭い声が言った。私は返事をしないようにした。ひどいぞ。と言った恐ろしい言葉がまだ耳の中でガンガン聞こえていた。眠っているんですよ。とおっかーが言った。あの子は床に入ると すぐに目がくっつくのだから、大丈夫、何を言っても聞こいやしませんよ。私は無論、いいえ、眠っていません、と言わねばならないはずであったが、言えなかった。私は眠れと言いつけられた。それを、まだ眠らずにいた。私が悪かった。 それで「お前さん裁判の方はどうなったの?と」とおっかーが言った。「ダメよ裁判所では俺が足場の下にいたのが悪いというのだ」そう言って彼は拳で食卓をゴツンと打ってなんだかわけのわからないことを言ってしきりに罵っていた。 裁判には負けるし、金はなくなるし、片輪にはなるし、貧乏がじろじろ面をめつけている。それでもまだ足りねえつもりかうちへ帰ってくればガキがいる。なぜ俺が言った通りにしなかったのだ。でも、できなかったんだもん。 個人家、連れて行くことができなかったのかだって、あんな小さな子を捨てることはできないよ。自分の父で育てて、可愛くなっているのだもの。あいつは、てめえの子じゃねえのだ。そうさ。私も、お前さんの言う通りにしようと思ったのだけれど。 ちょうどその時、あの子が加減が悪くなったので。加減が悪くああ。だからどうにもあそこへ連れてはいけなかったのだよ。死んだかもしれないからね。だが、良くなってからはどうしたええ。すぐには良くはならなかったしね。 やっといいと思うと、また病気になったりしたものだから、かわいそうに、それはひどく咳をして、聞いていられないようだった。うちのニコラボーも、そんな風にして、死んだのだからね。私が、この子を孤児院に送れば、やっぱり、死んだかもしれないよ。 だが、あとでは、ああ。だんだんそのうちに時が経って、伸び伸びになってしまったのだよ。一体、いくつになったのだ八つさ。うん、そうか。じや、これからでもいいや。どうせもっと早く行くはずだったのだ。だが、 今じゃあ行くのも嫌がるだろう。まあジェローム、お前さん行けない。そんなことはしないでおくれ。行けない何が行けないのだ。いつまでもああしてうちに置いておけると思うかしばらく二人とも黙り返った。私は息もできなかった。 喉の中に塊ができたようであったしばらくしてバルブレンのおっかんが言ったまあパリへ出てお前さんもずいぶん人が変わったねお前さん行く前にはそんなことは言わない人だったがねそうだったかもしれないだが パリへ行って、俺の人が変わったかもしれないが、そこは、俺を半殺しにもした。俺はもう、働くことはできない。もう金はない。牛は売ってしまった。俺たちの口を濡らすことさえおぼつかないのに、お互いの子でもないガキを、養うことができるかあの子は、 私の子だよあいつは俺の子でもないが貴様の子でもないぞそれに全体百姓の子供じゃない貧乏人の子供じゃない華奢すぎて物もろくに食えないし手足もあれじゃあ働けないあの子は村一番 気量よしの子供だよ。気量が良くないとは言いやしない。だが、丈夫な子ではないというのだ。あんなひょろひょろした肩をした小僧が、労働者になれると思うかありゃあ、町の子供だ。町の子供を置く席はないのだ。いいえ、あの子はいい子ですよ。利口で。 ものが分かっていてそれで優しいのだからあの子は私たちのために働いてくれますよだが差し当たりは俺たちがあいつのために働いてやらなければならないそれはまっぴらだもしかあの子の双親が引き取りに来たらどうします あいつの二親だと一体あいつには二親があったのかあれば今までに尋ねてきそうなものだ。あいつの二親が訪ねてきて、これまでの養育料を支払っていくなどと考えたのだが、ずいぶん、馬鹿げきっていた。気違いじみていた。あの子が、 レースの減りつきの柔らかい産着を着ていたからといって二親があいつを訪ねに来ると思うかそれにもう死んでいるのだきっといいやそんなことはないいつか訪ねてくるかもしれない女というやつは なかななな。かか強情なものだなでも訪ねてきたらふン <laughs> そうなりゃ個人へ差し向けてやるだがもう話はたくさんだ俺は明日、村長さんのところへあいつを連れて行って相談する今夜はこれからフランスアンのところへ行ってくる 1> 1時間ばかりしたら帰ってくるからな私はその間に早速寝台の上に起き上がっておっかを呼んだ「ねえおっかかの女は私の寝台の方へやってきた「僕を孤児院へやるの?」いいえルミ坊。 そんなことはないよ。かの女は私にキスをしてしっかりと腕に抱きしめた。そうすると私も嬉しくなって頬の上の涙が乾いた。じゃあお前眠ってはいなかったのだね。と、かの女は優しく尋ねた。僕、 わざとしたんじゃないから私はお前を叱っているのではないじゃああの人の言ったことを聞いたろうねええあなたは僕のおっ母ではないんだってそしてあの人も僕のとっつぁんではないんだってこの後の言葉を 私は同じ調子では言わなかった。なぜというと、この夫人が私の母親ではないことを知ったのは情けなかったが、同時に、あの男が父親ではないことが分かったのは、なんだか得意で嬉しかった。私の心の中の矛盾は、おのずと声に現れたが、おっかは、 それに気づかないらしかった。まあ、私はお前に本当のことを言わなければならないはずであったけれども、お前があんまり私の子供になりすぎたものだから、つい本当の母親でないことを言い出しにくかったのだよ。お前、ジェロームの言ったことをお聞きだったろあの人が、 お前をある日、パリのブルチュイー町の並木通りで拾ってきたのだよ。二月の朝早くのことで、あの人が仕事に出かけようとする途中で赤ん坊の泣き声を聞いて、お前をある庭の門口で拾ってきたのだ。あの人は誰か人を呼ぼうと思って見渡したが、声をかけると、 一人の男が木の陰から出てきて、慌てて逃げ出したそうだよ。お前を捨てた男が、誰か拾うか見届けていたと見える。お前がその時、誰か拾ってくれる人を来たと感じたものか、あんまりひどく泣くものだから、ジェロームもそのまま捨てても帰れなかった。 それでどうしようかとあの人も困っていると他の職人たちも寄ってきてみんなはお前を警察へ届けることに相談を決めたお前はいつまでも泣き止まなかったかわいそうに寒かったに違いないけれどそれから警察へ連れて行って暖かくしてあげてもまだ泣いていた それで今度はお腹が減っているのだろうということで、近所のおかみさんを頼んで、父を飲ませた。まあ、全くお腹が減っていたのだよ。やっとお腹がいっぱいになると、みんなは炉の前へ連れて行って、着物を脱がしてみると、何しろきれいな薄桃色をした子供で、 立派な産木にくるまっていた。警部さんは、こりゃ立派なうちの子を盗んで捨てたものだと言って、その着物の細かいこと、子供の様子などをいちいち書き留めて、いつ、どういう風にして拾い上げたかということまで書き入れた。それで誰か世話をするものがなければ、差し詰め個人へやらなければなるまいんが、 こんな立派なしっかりした子供だ。これを育てるのは難しくはない。両親もそのうちきっと探しに来るだろう。探し当てれば十分のお礼もくれるだろうから。と所長さんがお言いなすった。この言葉に惹かれてジェロームは私が引き取りましょうと言ったのだよ。 ちょうど、その自分、私は同い年の赤ん坊を持っていたから、二人の子供を楽に育てることができた。ねえ、そういうわけで、私がお前のおっ母になったのだよ。まあ、おっかあ,あ。ああ、あそれで、三月目の末に、私は自分の子供を亡くした。 そこで私はいよいよお前が可愛くなって、もう他人の子だなんという気がしなくなりました。でも、ジェロームは相変わらず、それを忘れないでいて、三年目の末になっても、両親が一人に来ないというので、もうお前を個人へやると言って引かないので困ったよ。だからなぜ、 私があの人の言うとおりにしなかったと言われていたのをお聞きだったろまあ僕を個人へなんかやらないでくださいと私は叫んでかの女にかじりついたどうぞどうぞおっか故障だから個人へやらないでくださいいいえ お前、どうしてやるものか、私がよくするからね。ジェロームは、そんなにいけない人ではないのだよ。あの人は、あんまり苦労をたくさんして、気難しくなっているだけなのだからね。まあ、私たちはせっせと働きましょう。お前も、働くのだよ。ええ、ええ。 僕はしろということは何でもきっとしますから、個人へだけはやらないでください。おうおうそれはやりはしないから、その代わり、すぐ眠ると言って約束を押し、あの人が帰ってきて、お前の起きているところを見るといけないからね。おっ母は、私にキスして、 壁の方へ私の顔を向けた。私は眠ろうと思ったけれども、あんまりひどく感動させられたもので、静かに眠りの国へ入ることができなかった。じゃあ、あれほど優しいバルブレンのおっかーは、私の本当の母さんではなかったのか。すると一体、 本当の母さんは誰だろう。今の母さんよりもっと優しい人かしら。どうしてそんなはずがありそうもない。だが本当の父さんならあのバルブレンのように怖い目で睨みつけたり私に杖を振り上げたりしやしないだろうと思った。あの男は 私を孤児院へやろうとしている。母さんには本当にそれを引き止める力があるだろうか。この村に二人、孤児院から来た子供があった。この子たちは、孤児院の子と呼ばれていた。首の周りに番号の入った鉛の札をぶら下げていた。ひどい身なりをして、 汚れ腐っていた。他の子たちがみんなでからかって、石をぶつけたり、迷い犬を追って遊ぶように追いかけ回したりした。迷い犬に誰も加勢するものがないのだ。ああ、私はそういう子供のようになりたくない。首の周りに番号札を下げられたくない。 私の歩いていく後から、やいやい、孤児院のガキ、やいやい、捨てごう、と言って、罵られたくない。それを考えただけでも、ぞっと寒気がして、歯がガタガタ鳴り出す。私は、眠ることができなかった。やがて、 バルブレもまた帰ってくるだろう。でも幸せとずっと遅くまで彼は帰ってこなかったそのうちに私もとろろと眠気がさしてきたビタリス親方の一座その晩一晩 きっと個人へ連れて行かれた夢ばかりを見ていたに違いない。朝早く目を開いても自分がいつもの寝台に寝ているような気がしなかった。私は目が覚めると早速寝台に触ったり、そこらを見渡したり、いろいろ試してみた。ああ、そうだ。私はやはり、 バルブレンのオッカーのうちにいた。バルブレンはその朝中、何も私に言わなかった。私は彼がもう個人へやる考えを捨てたのだと思うようになった。きっとバルブレンのオッカーがあくまで私を家に置くことを決めたのであろう。けれども、 お昼頃になると、バルブレンが私に帽子をかぶってついてこいと言った。私は目つきで母さんに救いを求めてみた。かの女もご亭主に気がつかないようにして、一緒に行けと目くばせした。私は従った。かの女は、 息きがけに私の肩を叩いて、何も心配することはないからと知らせた。何も言わずに私は彼についていった。家から村までは、ちょっと1時間の道であった。その途中、バルブレンは一言も私に口をきかなかった。彼は、 びっこ引き引き歩いていった折り節振り返って私がついてくるかどうか見ようとしたどこへいったい私を連れていくつもりであろう私は心の中でたびたびこの疑問を繰り返してみたバルブレンのおっかんがいくら大丈夫だと目くばせしてみせてくれても 私には何か一大事が起こりそうな気がしてならないので、どうして逃げ出そうかと考えた。私はわざとノロノロ歩いて、バルブレンにつかまらないように離れていて、いざとなれば堀の中にでも飛び込もうと思った。はじめは彼も、 後から私がとことこついてくるので、安心していたらしかった。けれども間もなく、彼は私の心の中を見破ったらしく、いきなり私の腕首とを捉えた。私は、嫌でも一緒にくっついて歩かなければならなかった。そんな風にして、私たちは村に入った。 すれ違う人がみんな振り返って目を丸くしたそれはまるで山犬が綱で引かれていく体裁であった私たちが村の居酒屋の前を通ると入り口に立っていた男がバルブレンに声をかけて中に入れと言ったバルブレンは私の耳を引っ張って 先に私を中へ突っ込んでおいて自分も後から入ってドアをピシャリと立てた私はほっとしたそこは危険な場所とは思われなかったそれに線から私はこの中が一体どんな様子になっているのだろうと思っていた旅館音料理 カフェノートルダム中はどんなにきれいだろう。よく赤い顔をした人がよろよろ中から出てくるのを私は見た。表のガラス戸は歌を歌う声や話し声でいつもガタガタ震えていた。この赤いカーテンの後ろにはどんなものがあるのだろうと。 いつも不思議に思っていたそれを今見ようというのであるバルブレンは今声をかけた亭主と食卓に向かい合って腰をかけた私は路端に腰をかけてそこらを見渡した私のいたすぐ向こうの隅には白いひげを 長く生やした背の高い老人がいた。彼は奇妙な着物を着ていた。私はまだこんな様子の人を見たことがなかった。長い髪の毛をふっさりと肩まで垂らして、緑と赤の羽で飾ったネズミ色の高いフェルト帽をかぶっていた。羊の毛皮の毛の方を、 中に返してすっかり体に着込んでいたその毛皮服には袖はなかったが肩のところに2つ大きな穴を開けてそこから元は緑色だったはずのビロードの袖をぬっと出していた羊の毛のゲートルを膝までつけて それを抑えるために赤いリボンをぐるぐる足に巻きつけていた。彼は長々と椅子の上に横になって下顎を左の手に支えてその肘を曲げた膝の上に乗せていた。私は生きた人でこんな静かな落ち着いた様子の人を 見たたことがなかったまるで村のお寺の生徒の像のようであった老人の周りには3匹の犬が固まって寝ていた白い縮り毛のムクイと黒い毛深いムクイそれにおとなしそうなクリクリした様子の灰色のミス犬が1匹 白いムクイヌは、純査のかぶる古いカブト棒をかぶって、革のひもを顎の下に祝いつけていた。私が、不思議そうな顔をして、この老人を見つめている間に、バルブレント、居酒屋の亭主は、低い声でこそこそ話をしていた。 私のことを話しているのだということが分かった。バルブレンは私をこれから村長の家へ連れて行って、村長から孤児院に向かって私を家へ置く代わりに養育料が請求してもらうつもりだと言った。これだけをやっとあの気の毒なバルブレンのおっかあが 夫に問いて承諾させたのであった。けれど私はそうしてバルブレンがいくらかでも金がもらえればもう何も心配することはないと思っていた。その老人はいつかすっかり脇で聞いていたと見えていきなり私の方に指差しして。 耳立つほどの外国なまりでバルブレンに話しかけた「その子供がお前さんの厄介者かね?」そうだよそれでお前さんは孤児院が養育料を支払うと思っているのかねそうともこの子は両親がなくって。 そのために俺は随分金を使わされた。お上からいくらでも払ってもらうのは当たり前だ。それはそうでないとは言えない。だが物は正しいからといってきっとそれが通るものとは限らない。それはそうさ。それその通り。 だからお前さんが望んでおいでのものも、すらすらと手に入ろうとは、私には思えないのだ。じゃあ、個人へやってしまうだけだ。こちらで養いたくないものを、何でも養えという法律はないのだ。でもお前さんは、初めにあの子を養いますと言った。 引き受けたのだから、その約束は、守らなければならない。ふっ、俺はこの子を養いたくないのだ。だからどの道、どこへでも厄介払いをするつもりでいる。さあ、そこで話だが、厄介払いをするにも、手近な仕方があると思う。 老人はしばらく考えて、おまけに少しは金にもなる仕方がある、と言った。その仕方を教えてくれれば、俺は一杯買うよ。じゃあ、早速一杯買うさ。もう相談は決まったから。 大丈夫かえ大丈夫よ。老人は立ち上がって、バルブレンの向こうの席に閉めた。不思議なことには、老人が立ち上がると、羊の毛皮服がむずむず動いて、むっくり高くなった。多分、もう一匹の犬を、 腕の下に抱えているのだと私は思った。この人たちは一体私をどうしようというのだろう。私の心臓がまた激しく打ち始めた。私はちっとも老人から目を離すことができなかった。お前さんはこの子のために 誰か金を出さない以上、自分の家に置いて養っていることは嫌だという。それに違いないのだろうそれはその通りだ。その訳は、いや、訳はどうでもよろしい。それは私に関わったことではない。それで、 もうこの子がいらないというのなら、私にください。私が引き受けようじゃないか。おやお前さんは、この子を引き受けるというのかねだってお前さんは、この子を放り出したいんだろうお前さん、こんなきれいな子をやるのかい この子は村でも一番かわいい子だ。よく見てくれ。よく見ているよ。ルミ、ここへ来い。私は食卓に進み寄った。膝は震えていた。これこれ坊や。怖がることはないよ。と老人は言った。 さあ、よく見てくれ。と、バルブレンは言った。私はこの子を嫌な子だとは言いやしない。またそれならば、欲しいとも言わない。こっちは、化け物は欲しくはないのだ。いやはや、こいつがいっそ、二つ頭の化け物か。 または一寸法師でもあったなら大事にして孤児院にはやりはしないだろう。ヤシに売っても見せ物に出してもこの化け物のお金でお金もうけができようさ。だが子供は一寸法師でもなければ化け物でもない。 だから、見せ物にすることはできない。この子は、他の子供と同じようにできている。何の役にも立たない。仕事はできるよ。いや、あまり丈夫ではないからな。丈夫でないと、とんでもない話だ。誰にだって、負けはしないのだ。 あの足を見なさい。あの通り、しっかりしている。あれよりすらりとした足を、見たことがあるかいバルブレンは、私のズボンをまくり上げた。痩せすぎている。と老人は言った。それから、腕を見ろ。 バルブレンは続けた。腕も同様だ。まあ、これでもいいんが、苦しいことや、辛いことには、耐えられそうもない。何、耐えられない。ふっ。手で触って調べてみるがいい。老人は。 痩せこけた手で私の足に触ってみながら頭を振ったり顔をしかめたりしたこの前爆狼が来た時もこんな風であったことを私は見て知っていたその男もやはり牛の体を手で触ったりつねったりしてみて 頭を振った。この牛はろくでもない牛だ。とても売り物にはならない。などと言ったが、でも牛を買って連れて行った。この老人も多分私を買って連れて行くだろう。ああ、バルブレンのおっか、バルブレンのおっか、不幸にも。 ここにはおっかあはいなかった。誰も私の味方になってくれるものがなかった。私が思い切った子なら、なあに、昨日はバルブレンも私を弱い子で、手足がかぼそくて役に立たぬと非難したのではないかと言ってやるところであった。でもそんなことを言ったら、怒鳴りつけられて、 原稿をいただくに決まっているから、私は何も言わなかった。まあ、つまり、当たり前の子供さね。それはそうだが、やはり、町の子だよ。百姓仕事は、確かに向いてはいないようだ。試しに、畑をやらしてごらん。 どれほど続くか10年は続くよなあに一月も続くものかまあこの通りだよく見てくれ私は食卓の端のちょうどバルブレンと老人の間に座っていたものだから あっちへ疲れ、こっちへ押されて、いいように小づき回された。さあ、まずこれだけの子供として、と、老人は最後に言った。つまり、私が引き受けることにしよう。もちろん、買い切るのではない。ただ借りるのだ。 その借り賃に年に二十フラン出すことにしよう。たった二十フラン。どうして高すぎると思うよ。それも前払いにするからね。本当の金貨を四枚握った上に厄介払いができるのだからね。と老人は言った。だが、 この子をうちに置けば、孤児院から毎月、十フランずつくれるからな。まあ、くれても、せいぜい七フランか、十フランだね。それはよくわかっているよ。だが、その代わりに食べさせなければならないからね。その代わりに、働きもするさ。お前さんが、 本当にこの子を働けると思うなら、何も追い出したがることはないだろう。全体、捨て子を引き取るというのは、その養育料を払ってもらうためではない、働かせるためなのだ。それから、金を取り上げこそすれ、給金なしの下男下女に使うのだ。 だからそれだけの役に立つものならお前さんはこの子をうちに置くところなのだとにかく毎月10フランはもらえるのだからだが孤児院でいやそんならこの子はお前さんには預けないお買い預けると言ったらどうしますつまり何にも お前さんは取れないんではないか。私の方にすれば、そこは確かだ。お前さんの苦労は、ただ金を受け取るために、手を出しさえすればいいのだ。老人は、隠しを探って、なめし側の財布を引き出した。その中から4枚、金貨をつかみ出して、 食卓の上に並べわざとらしくチャラチャラ音をさせた「だが待てよ」とバルブレンが言った「いつかこの子の双親が出てくるかもしれない」「それはかまわないじゃないか」「いや育てたもの身になれば何もかまわなくないさ」 またそれを思わなければ、はじめっから、誰が世話をするものか。それを思わなければ、はじめっから、誰が世話をするものか。この言葉で、私はいよいよ、バルブレンが嫌いになった。なんという悪い人間だろう。 なるほど。だがこの子の双親がもう出てこないだろうと諦めたからこそ、お前さんもこの子を放り出そうというのだろう。ところで、どうかした表紙で、この後、その二親が出てきたとして、それはお前さんのところへこそ、まっすぐに行こうが、私のところへは来ないだろう。 誰も私を知らないのだから。と老人は言った。でもお前さんがその二親を見つけ出したらどうするなるほど。そういう場合には私たちで利益を分けるのだね。ところで一つ気張って差し当たり三十フラン分けてあげようよ。 四十フランにしてもらおう。いいや、この子の使い道は、そこいらが相応な値段だ。お前さん、この子を何に使おうというのだ。足といえば、この通りしっかりした、いい足をしているし、腕といえばこの通り、立派ないい腕をしている。 今言ったことをどこまでも繰り返して言うが、この子を一体どうしようというのだ。その時老人は、あざけるようにバルブレンの顔を見て、それから、ちびちびコップを干した。つまり、私の相手になってもらうのだ。私は歳をとってきたし、 夜なんぞはまことに寂しくなった。くたびれたときんぞ、子供がそばにいてくれるといいおとぎになるのだ。なるほど。それにはこの子の足は十分達者だから。おお、それだけではだめだ。この子はまた踊りを踊って。 跳ね回って遠い道を歩かなければならないつまりこの子はビタリソうや方の一座の役者になるのだその一座はどこにあるもうご推察であろうかそのビタリソうや方は私ださっそくここで 一座をお目にかけよう。こう言って彼は、羊の毛皮服の懐を開けて、左の腕に押さえていた奇妙な動物を引き出した。それがさっきからたびたび、毛皮を下から持ち上げた動物であったのだ。だがそれは、想像したように犬ではなかった。私は、 この奇妙な動物を生まれて初めて見たとき、なんと名の付けようもなかった。私はびっくりして眺めていた。それは、金筋を縫い付けた赤い服を着ていたが、腕と足はむき出しのままであった。実際それは人間と同じ腕と足で。 前足ではなかった黒い毛むくじゃらの皮をかぶっていて白くも桃色でもなかった握り拳ぐらいの大きさの黒い頭をして縦に詰まった顔をしていた横へ向いた鼻の穴が開いていて唇が黄色かった けれども、とりわけ、私を驚かしたのは、くちゃくちゃとくっついている、二つの目で、それは鏡のように、ピカピカと光った。いやー、みっともない猿だなと、バルブレンが叫んだ。ああ、猿か。私はいよいよ、大きな目を開いた。 それではこれが猿であったのか私はまだ猿を見たことがなかったが話には聞いていた。じゃあこの子供のようなちっぽけな動物が猿だったのかさあこれが一座の花形でとビタリス親方が言った。 すなわち、ジョリクールくんであります。さあさあ、ジョリクールくん、と、動物の方を向いて、お客様に、お辞儀をしないかサルは、指を唇に当てて、私たちに一人一人、キスを与える真似をした。さて、と、 ビタリスは言葉を続けて白のムクイヌの方に手を差し伸べた次はカピオ館がご臨席の貴賓諸君に一座のものをご紹介申し上げる光栄をあせられるでしょうこの間際までピクリとも動かなかった白のムクイヌが早速飛び上がって 後ろ足で立ちながら、前足を胸の上で十字に組んで、まず主人に向かって丁寧にお辞儀をするとかぶっている巡査の兜帽棒を地べたについた。敬礼が済むと、彼は仲間の方を向いて、片っぽの前足でやはり胸を押さえながら片足を差し伸べて、 みんなそばに寄るように合図をした。白犬のすることをじっと見つめていた二匹の犬はすぐに立ち上がってお互いに前足を取り合って交際社会の人たちがするように厳かに六歩前へ進みまた三歩後へ戻って代わり番号に ご臨席の貴賓諸君に向かってお辞儀をした。その時、ビタリス親方が言った。この犬の名をカピというのは、イタリア語のカピターノを詰めたので、犬の中の頭ということです。一番賢くって、私の命令を代わって、のもの者に伝えます。 その黒いムクゲの若いハイカラさんは、ゼルビノコウで、これは優美という意味で、よく様子をご覧なさい。いかにも、その名前の通りだ。さて、あのしとやかな封をした、歌いメス犬は、ドルス夫人です。あの子は、イギリス種で、 名前はあの子の優しい気立てにちなんだものだ。こういう立派な芸人ぞろいで、私は国中を流して、回って暮らしを立てている。いいこともあれば、悪いこともある。まあ何事も、そのときどきの回り合わせさ。おう、カピ。カピと呼ばれた犬は、前足を、 十文字に組んだ。カッピー、あなたここへ来て、行儀のいいところをお目にかけてください。私はこの貴人たちに、いつも丁寧な言葉を使っています。さあ、この玉のような丸い目をして、あなたを見てござる小さなお子様に、今は何時だか、 教えててあげてくださいカピは前足をほどいて主人のそばへ行って羊の毛皮服の懐を開けその隠しを探って大きな銀時計を取り出した彼はしばらく時計を眺めてそれから二声しっかり高くワンワンと吠えた それから今度は三つ小声でちょいと吠えた。時間は二時四十五分であった。はいはい、よくできました。と、ビタリスは言った。ありがとうございます、カピさん。それで今度はドルフ夫人に、 縄跳び踊りをお願いしてもらいましょうか。カピはまた主人の隠しを探って、一本の綱を出して、軽くゼルビノに合図をすると、ゼルビノはすぐに彼の真向かいに座を閉めた。カピが縄の端の方を放ってやると、二匹の犬はひどく真面目腐って、 それを回し始めた。綱の運動が規則正しくなったとき、ドルスは輪の中に飛び込んで、優しい目で主人を見ながら軽快に飛んだ。この通り、ずいぶん利口です。と老人は言った。それも、比べるものができると。 なおさら利口が目立って見える。例えばここに、あれらと仲間になって、バカの役を務めるものがあれば、一層、それらの値打ちがわかるのだ。そこで、私はお前さんの子供が欲しいというのだ。あの子に、バカの役を務めてもらって、 いよいよ犬たちの利口を目立たせるようにするのだ。へえ、この子がバカを務めるのかねと、バルブレンが口を入れた。老人は言った。バカの役を務めるには、それだけ利口な人間が入りようなのだ。この子なら、少し仕込めばやってのけよう。 早速試してみるこ,とにしますこの子が十分利口な子なら私と一緒にいればこの国ばかりか他の国々まで見て歩けることがわかるはずだだがこのままこの村にいたのではせいぜい朝から晩まで同じ牧場で牛や 羊の番人をするだけだ。この子がわからない子だったら、泣いてジタンダを踏むだろう。そうすれば、私は連れてはいかない。それで、工事員に送られて、ひどく働かされて、ろくろく、食べ物も食べられないだろう。私も、そのくらいのことがわかるだけには、 賢かった。それにこの親方のお弟子たちはとぼけていてなかなか面白い。あれらと一緒に旅をするのは愉快だろう。だが、バルブレンのおっかあは、おっかあに別れるのはつらいな。でもそれを嫌だと言ってみたところで、バルブレンのおっかあと、 この先、いることはできない。やはり、孤児院に送らなければならない。私は、本当に情けなくなって、目にいっぱい涙を浮かべた。すると、ビタリス老人が、軽く涙の流れ出した方をつついた。母、お小僧さん。 大騒ぎをやらないのは、わけがわかっているのだな。小さい胸で、思案をしているのだな。それで明日は、ああ、おじいさん、どうぞ僕を、おっかあのところへ置いてください。どうぞ、置いてください。と、私は叫んだ。カピが、 大きな声で吠えたので邪魔されて私はそれから先が言えなかったその途端犬はジョルクールの座っていた食卓の方へ飛び上がった例の猿はみんなが私のことで気を取られている隙を狙って素早く酒をいっぱいついである主人のコップをつかんで 飲み干そうとしたのだ。けれどもカピはめばやくそれを見つけて止めたのであった「ジョリクールさん」とビタリスが厳しい声で言った「あなたは食いしん坊の上に泥棒です」「あそこの隅に行って壁の方を向いていなさい」 ゼルビノさん、あなたは、晩をしておいでなさい。動いたら、ぶっておやり。さてカピさん、あなたはいい犬です。前足を、お出しなさい。握手をしましょう。サルは、行き詰まった鳴き声を出して、ずこずこ、隅の方へ行っ 幸せな犬は、得意な顔をして、前足を主人に出した。さて、と、老人は言葉をつないで、宣告の話に戻りましょう。では、この子に三十フラン出すことにしよう。いや、四十フランだ。そこで、押し問答が始まった。 だが老人は間もなくやめて子供には面白くない話です外へ出て遊ばせてやるがよろしいと言ったそうしてバルブレンに目くばせをしたよしじゃあ裏へ行っていろだが逃げるな逃げるとひどい目に遭わせるから バルブレンがこう言うと私はその通りにするほかなかったそれで裏庭へ出るには出たが遊ぶ気にはなれない大きな石に腰をかけて考え込んでいたあの人たちは私のことを相談しているどうするつもりであろう 心配なのと、寒いのとで、私は震えていた。二人は長い間話していた。私は座って待っていたが、かれこれ一時間もたって、バルブレンが裏へ出てきた。彼は一人であった。あのじいさんに、 私を手渡すつもりで連れてきたのだなさあ帰るのだと彼は言った何うちへ帰るそうするとバルブレンのおっ母に別れないで住むのかな私はそう言って尋ねたかったけれども 彼がひどく機嫌が悪そうなので遠慮した。それで黙ってうちの方へ歩いた。けれども、うちまで行き着く前に、先に立って歩いていたバルブレンは不意に立ち止まった。そして乱暴に私の耳をつかみながらこう言った。 いいかきさま。様一言でも今日聞いたことを喋ったらひどい目に合わせるから。わかったか。おっかの家。おや。と、バルブレンのおっかは私たちを見て言った。村長さんは何と言いましたえ 会わなかったよ。どうして会わなかったのさ。うん。俺はノートルダームで友達に会った。外へ出るともう遅くなった。だからまた明日行くことにした。それではバルブレーンは 犬を連れたじいさんと取引をすることをやめたと見える。うちへ帰る道々も、私はこれがこの男の手ではないかと疑っていたが、今の言葉でその疑いは消えて、ひとまず心が落ち着いた。また明日、村へ行って村長さんを訪ねるというのでは、 爺さんとの約束はできなかったに違いないバルブレンはいくら脅かされても私は一人にさえなかったらおっ母に今日の話をしようと思っていたがとうとうバルブレンはその晩一晩中うちを離れないので話す機会がなかったすごすご寝床に潜りながら 明日は話してみようと思っていたけれどそなあくる日、起き上がるとおっかあの姿が見えない私がそのあとを追って内ちをくるくる回っているのを見て何をしているとバルブレンは聞いたおっかああそれなら村へ行って 昼過ぎでなければ帰るものか。おっかは前の晩、村へ行く話はしなかった。それで、なぜというわけはないが、私は心配になってきた。私たちが昼過ぎから出かけるというのに、どうして待っていないのだろう。私たちの出かける前に、おっかは、 帰ってくるかしらなぜというにしっかりとしたわけはないのだが私は大変おどおどしたバルブレンの顔を見ると余計に心配が積もるばかりであったその目つきから逃げるために私は裏の野菜畑へ駆け込んだ畑といっても 大したものではなかった。それへ何でも、うちで食べる野菜ものは残らず、じゃがいもでも、キャベツでも、にんじんでも、かぶでも作り込んであった。それは、ちょっとの空き地もなかったのであるが、それでもおっ母は、私に少し地面を残しておいてくれたので、私はそこへ、 芽牛を飼いながら野で摘んできた草や花をごたごた植え込んだ私はそれを私の畑と呼んで大事にしていた私がいろいろな草花を集めては植えつけたのは去年の夏のことであった それが目を吹くのはこの春のことであろう。早咲きのものでも冬の終わるのを待たなければならなかった。これから続いておいおい目を出しかけている。もう、傷以前も蕾を黄色く膨らましていたし、リラの花も 目を出していた。桜草もシワだらけな葉の中から可愛いつぼみを覗かせているどんな花が咲くだろうそれを楽しみにして私は毎日出してみたそれからまた私の大事にしていた畑の一部には 誰かにもらった珍しい野菜を植えている。それは村でもほとんど知っているものもない、菊芋というものであった。なんでもいい味のもので、じゃがいもと朝鮮あざみと、それからいろいろの野菜を一緒にした味がするのであった。私はそっと この野菜を上手に作って、おっかを驚かそうと思っていた。ただの花だと思わせておいて、そっと実のなったところを引き抜いて、内緒で料理をして、いつも同じようなじゃがいもに飽き飽きしているおっかに食べさせて、まあ、ルミ、お前はなんて器用な子だろう、と、感心させてやろう。 こんなことを思い思いこの時もまだ芽が出ないかと思って種のまいてある地べたに鼻をくっつけて調べていたふと気がつくとバルブレンが感触声で呼び立てているのでびっくりして家へ入ったまあどうだろう驚いたことには炉の前に ビタリス老人と犬たちが立っているではないか。すぐと、私はバルブレンが、私をどうするつもりだということがわかった。老人が、やはり私を連れて行くのだ。それを、おっ母が邪魔しないように、村へ出してやったのだ。もうバルブレンに、 何を言ってみても無駄だということはわかっているから、私はすぐと老人の方へ駆け寄った。ああ、僕を連れて行かないでください。ご唱ですから、連れて行かないでください。と、私はしくしく泣き出した。すると老人は、優しい声で言った。何さぼうや。 私といれば辛いことはないよ。私は子供をぶちはしない。仲間には犬もいる。私と行くのがなぜ悲しい。おっかあが、同席様はここには置けないのだ。と、バルブレンは荒々しく言って耳を引っ張った。 この旦那について行くか、孤児院へ行くか、どちらでもいい方にしろ。嫌だ、嫌だ、おっか、おっか。やい、それだと俺はどうするか見ろ。と、バルブレンが叫んだ。思う様にひっぱたいて、このうちから追い出してくれるぞ。 この子は母親に別れるのを悲しがっているのだ。それをぶつものではない優しい心だ、いいことだ。お前さんがいたわると余計吠え上がる。まあ話を決めよう。そう言いながら老人はご不ラの金貨を8枚。 テーブルの上に乗せた。バルブレンはそれをさらいこむようにして隠しに入れた。この子の荷物は、と老人が言った。ここにあるさ、とバルブレンが言って、青い木綿のハンケチで四隅を縛った包みを渡した。中には、 シャツが2枚と、麻のズボンが1着、あるだけであった。それでは約束が違うじゃないか。着物があるという話だったが、これはボロばかりだね。こいつは、他には何もないのだ。この子に聞けば、きっとそうではないというに違いないが、 そんなことを争ってる暇がない。もう出かけなければならないからな。さあおいで、小僧さん。お前の名は何と言うんだっけルミ。そうか、よしよし、ルミ。包みを持っておいで。先へおいで、カピ。さあ行こう、すすめ。私は、 愛想するように両手を老人に出したそれからバルブレンにも出したけれども二人とも顔を背けたしかも老人は私の腕首をつかまえようとした私は行かなければならないああこのうちにもお別れだ いよいよ、その敷居をまたいだとき、体を半分そこへ残していくように、私は思った。涙をいっぱい目に浮かべて、私は見渡したが、手近には誰も、私に加勢してくれるものがなかった。往来にも、誰もいなかった。牧場にも、誰もいなかった。 私は呼び続けた。おっかおっかけれど誰もそれに答えるものはなかった。私の声はすすり泣きの中に消えてしまった。私は老人についていくほかはなかった。何しろ腕首を。 しっかり抑えられているのだから。さようなら、ごきげんよう。と、バルブレンが叫んだ。彼は、うちの中へ入った。ああ、これでおしまいである。さあ行こう、イコールミ、進め。と、老人が言って、私の肘を押さえた。 私たちは並んで歩いた。幸せと彼はそう早く歩かなかった。たぶん私の足に合わせて歩いてくれたのであろう。私たちは坂を上がっていった。振り返るとバルブレンのおっかのうちがまだ見えたが、それはだんだんに小さく。 小さくなっっていった。この道はたびたび歩いた道だからもうしばらくはうちが見えてそれから最後の四つ角を曲がるともう見えなくなることを私はよく知っていた行く先は知らない国である後ろを振り返れば今日の日まで幸福な生活を送ったうちがあった おそらく、二度とそれを見ることはできないであろう。幸い、坂道は長かったが、それもいつか頂上に来た。老人は、押さえた手を緩めなかった。少し、休ませてくださいな。と私は言った。うん、そうだな。 彼は答えた彼はやっと私を話してくれた。けれど、カピに目配せすると、犬もそれを悟った様子が私には見えた。それですぐと、羊飼いの犬のように、一座の先頭から離れて私のそばへ寄ってきた。 私が逃げ出しでもすればすぐに噛みついてくるに違いない。私は草深いお山の上に登って腰をかけると犬も後ろについてきた。私は涙に曇った目でバルブレンのおっかーのうちを探した。下には谷があってところどころに森や 牧場があったそれからはるか下に今までいたうちが見えた黄色いささやかな煙がそこの煙出しからまっすぐ空へ立ち上ってやがて私たちの方へなびいてきた気の迷いかその煙はうちのかまどのそばで限られた 菓子の葉の匂いがするようであった。それは遠方でもあり、下の方にはなっていたが、何もかも、はっきり見えた。ただ、何かが大変小さく見えたのは、言うまでもない。チリ塚の上に、うちの太った面取りが駆け回っていたが、 いつものように大きくは見えなかった。うちの面取りだということを知っていなかったら小さな鳩だと思ったかもしれない。うちの横には私が馬にしていつも乗った曲がったヤシの木が小川のこちらには私が水車を仕掛けようとして。 大騒ぎをして気づきかけた掘割りが見えたまあその水車には随分暇をかけたがとうとう回らなかった私の畑も見えたああ私の大事な畑が私の花が咲いても誰が見るだろう 私の菊芋を誰が食べるだろう。きっとそれはバルブレンだ。あの悪党のバルブレンだ。もう一足往来へ出れば私の畑も何もかも隠れてしまうのだ。ふと村から私のうちの方へ向かう往来の上に。 白いボンネットが見えて、木の間にチラチラ見えたり隠れたりしていた。それはずいぶん遠方であったが、ぽっちり白く、春の蝶々のように見えただけであった。けれど、身よりも心は鋭くものを見るものだ。私はそれが、 バルブレンのオッカーであることを知った。確かにオッカーだ。と、私は思い込んでいた。さあ、出かけようか、と老人が言った。ああ、いいえ、故障ですから。もう少し。じゃあ、話とは違って。 お前はから足がダメだな。もう疲れてしまったのか。私は答えなかった。ただ眺めていた。やはりそれは、バルブレンのオッカーであった。それは、オッカーのボンネットであった。水色の前だれであった。足早に、 気がせいているように、うちに向かって行くのであった。白いボンネットは、まもなくうちの前についた。戸を押し開けて、急いで庭に入っていった。私はすぐに飛び上がって、土手の上に立ち上がった。そばにいたカピが驚いて飛びついてきた。 おっかあはいつまでもうちの中にはいなかった。まもなく出てきて、両腕を広げながらあちこちと庭の中を駆け回っていた。かの女は私を探しているのだ。私は首を前に伸ばしてありったけの声で叫んだ。おっかあ、おっかあ。 けれども、その叫び声は、空に消えてしまった。小川の水音に消されてしまった。どうしたのだお前、気が違ったのかと、ビタリスは言った。私は答えなかった。私の目は、まだバルブレンのおっかを、じっと見ていた。 けれども、向こうでは、私が上にいるとは知らないから、仰向いては見なかった。そうして、庭をぐるぐる回って、往来へ出て、キョロキョロしていた。もっと大きな声で、私は叫んだ。けれども、初めの声と同様に、無駄であった。そのうち老人も、 やっとわかったと見えて、やはり土手に登ってきた。彼も、まもなく白いボンネットを見つけた。かわいそうにこの子は、と、彼はそっと独り言を言った。おう、私を返してください。と、私は今の優しい言葉に乗って、泣き声を出した。 けれども彼は私の手首を押さえて、土手を降りて往来へ出た。さあ、だいぶ休んだから、もう出かけるのだ、と彼は言った。私は、抜け出そうとももがいたけれども、彼はしっかり私を押さえていた。さあ、カピ、ゼルビノ。 彼は犬の方を見ながら行った。二匹の犬がぴったり私にくっついた。カピは後ろに、ゼルビノは前に。二足、三足行くと私は振り向いた。私たちはもう坂の曲がり角を通り越した。もう谷も見えなければ家も見えなくなった。 ただ遠い彼方に遠山が薄く青く霞んでいた果てしもない空の中に私の目はあてどなく迷うのであった途中40フラン出して子供を買ったからといってその人は鬼でもなければ その子供の肉を食べようとするのでもなかった。ヴィタリス老人は私を食べようという欲もなかったし、子供を買ったが、その人は悪人ではなかった。私は間もなくそれが分かった。ちょうどロワール川とドルドーニュ川と2つの谷を割った山の頂上で、彼は再び私の手首を握った。 その山を南へ下り始めて15分も行った頃彼は手を離したまあ後からポツポツおいで逃げることは無駄だよカピとゼルビノがついているからな私たちはしばらく黙って歩いていた私はふとため息を一つした わしには、お前の心持ちはわかっているよ。と、老人は言った。泣きたいだけを泣き。だがまあ、これがお前のためにはいいことだということを考えるようにしてごらん。あの人たちは、お前のふた親ではないのだ。おっかあはお前に、優しくはしてくれたろう。 それでお前も好いていたから、それでそんなに悲しく思うのだろう。けれどもあの人は、ご亭主がお前を家に置きたくないと言えば、それを止めることはできなかったのだ。それにあの男だって、何もそんなに悪い男というのでもないかもしれない。あの男は体を悪くして、もう他の仕事ができなくなっている。 片輪の体では食べてゆくだけに骨が折れるのだ。その上お前を養っていては自分たちが飢えて死ななければならないと思っているのだ。そこでお前に一つ心得てもらいたいことがある。世の中は戦争のようなもので誰でも自分の思うようにはゆかないものだということだ。 そうだ。老人の言ったことは本当であった。尊い経験から出た訓言であった。でもその訓言よりももっと力強い一つの考えしか私はその時持っていなかった。それは別れの辛さということであった。私はもう二度とこの世の中で 一番好きだった人に会うことができないのだ。こう思うと私は息苦しいように感じた。まあ、私の言った言葉をよく考えてごらん。お前は私といれば不幸せなことはないよ。と、老人は言った。孤児院などへやられるよりはいくらかましだか知れない。 それで言っておくが、お前は逃げ出そうとしてもダメだよ。そんなことをすれば、あの通りの広野原だ。カピとゼルビノが、すぐとお前を捕まえるから。こう言って彼は、目の前の荒れた高原を指さした。そこには、痩せこけた絵西田が、風のまにまに波のようにうねっていた。 逃げ出す私はもうそんなことをしようとは思わなかった。逃げて一体どこへ私は行こう。この誠意の高い老人はともかく親切な主人であるらしい。私は一息にこんなに歩いたことはなかった。ぐるりに見る者は 荒れた土地とお山ばかりで村を出たらば向こうはどんなにうつしかろうと思ったほどこの世界は美しくはなかった老人はジョリクールを肩の上に乗せたり肺のの中に入れたりして四重規則正しく大股に歩いていた3匹の犬は後からくっついてきた 時々老人は彼らに優しい言葉をかけていたフランス語で言うこともあったしなんだかわからない言葉で言うこともあった彼も犬たちもくたびれた様子がなかっただが私は疲れた足を引きずってこの新しい主人にくっついて歩くのが精一杯であった けれども休ませてくれとは言い出しえなかった。お前がくたびれるのは木の靴のせいだよと彼は言った。いずれユッセルへ着いたら靴を買ってやろう。この言葉は私に元気をつけてくれた。私は四十靴が欲しいと思っていた。 村長の息子も旗小屋の息子も靴を持っていたそれだから日曜というと彼らはお寺へ来て石の廊下を滑るように走ったそれを我々他の田舎の子供は気物でガタガタ耳の遠くなるような音をさせたものだユッセルまではまだ遠いんですか <laughs> 本音を吹いたなとビタリスが笑いながら言ったそれでは靴が欲しいんだなよしよし私は約束をしようそれも大きな釘をを底に打ったやつをなそれからビロードの半ズボンとチョッキと帽子も買ってやる それで涙が引っ込むことになるだろう。なあそうしてもらおうじゃないかそしてあと6マイル歩いてくれるだろうなそこに釘を打った靴、私は得意でたまらなかった靴を履くことさええらいことなのにおまけに釘を打ってある。 私は悲しいことも忘れてしまった。釘を打った靴、ビロードの半ズボンに、直気に帽子。まあ、バルブレンのおっかーが私を見たら、どんなにうれしがるだろう。どんなに得意になるだろう。けれども、なるほど、靴とビロードが、これから6マイル歩けばもらえるという約束はいいが、 私の足はそんな遠方まで行けそうにもなかった私たちが出かけた時に青々と晴れていた空がいつの間にか黒い雲に隠れて細かい雨がやがてぽつぽつ落ちてきたビタリスはそっくり羊の毛皮服にくるまっているので雨もしのげたし猿のジョリクールも ひとしずく雨がかかると早速、隠れ家に逃げ込んだ。けれども犬と私は、何にもかぶるものがないので、間もなく骨まで通るほどぬれた。でも犬はぬれても時々、雫を振り落とす工夫もあったが、私はそんなことはできなかった。下着までじくじくにぬれ通って、骨まで冷え切っていた。 お前、じき風邪をひくかと、主人は聞いた。知りません。風邪をひいた覚えがないから。それは頼もしいな。だが、この上濡れて歩いてもしようがないことだから、少しでも早く、この先の村へ行って休むとしよう。ところが、 この村には一軒も宿屋というものはなかった。当たり前の家では、じいさんの小じの、しかも子供に三匹の犬まで引き連れて、濡れネズミになった同勢を止めようというものはなかった。うちは宿屋じゃないよ。こう言って、どこでも戸を立てきった。私たちは一軒一軒聞いて歩いて、 件一軒断られたこれから4マイルユッセルまで一休みもしないで行かなければならないのか暗さは暗し雨はいよいよ冷たく骨身に通ったああバルブレンのおっのうちが恋しいやっとのことで一軒の百姓屋が いくらか親切があって私たちを納屋に留めることを承知してくれたでも寝るだけは寝ても明かりをつけることはならないという言い渡しであった「お前さんマッチを出しなさい明日立つとき返してあげるから」とその百姓屋の主人はビタリス老人に言った それでもとにかく風を防ぐ屋根だけはできたのであった老人は食料なしに旅をするような不注意な人ではなかった彼は背中に背負っていた肺のからひとかたまりのパンを出して4切れにちぎったさてこの時私は初めて彼がどういうふうにして 仲間の規律を立てているかということを知った。さっき我々が一軒一軒宿を探して歩いたとき、ゼルビノがある家に入ったが、早速駆け出してきたとき、パンの切れを口にくわえていた。そのとき老人はただ、よしよしゼルビノ、今夜は覚えていろ。 だけ言った私はもうジェルビノの泥棒をしたことは忘れてビタリスがパンを切る手先をぼんやり見ていたジェルビノはしかしひどくしょげていたビタリスと私は隣り合ってジョリクールを真ん中に置いて2つある藁の束の上枯れ草の束の上に腰をかけて3匹の犬は その前に並んでいた。カピとドルスは主人の顔をじっと見つめているのにゼルビノは耳を立てて尻尾を足の間に入れて立っていた老人は命令するような調子で言った「泥棒は仲間を外れて住みに行かなければならんぞ夕食なしに」 眠らなければならんぞ。ゼルビノは席を去って、指さされた方へ、すごすご出て行った。それで枯れ草の積んである下に潜り込んで、姿が見えなくなったが、その下で悲しそうにくんくん泣いている声が聞こえた。老人はそれから私にパンを一切れくれて、自分の分を食べながら、 ジョリクールとカピとドルスに小さく切って分けてあった。どんなに私はバルブレンのおっかーのスープが恋しくなったろう。それにバターはなくなっても温かい炉の火がどんなにいい心持ちであったろう。ヨギの中に鼻を突っ込んで寝た小さな寝台が恋しいな。 もうすっかりくたびりきって、足は気靴ですれていたんだ。着物はぬれしょぼたれているので、冷たくって体が震えた。夜中になっても眠るどころではなかった。歯をガタガタ言わせているね。お前、寒いかと老人が言った。 ええ、少し私は彼が灰のを開ける音を聞いた私は着物も単とないが乾いたシャツに直旗があるこれを着てまぐさの下に潜っておいでじきに暖かになって眠られるよでも老人が言ったようにそうじきに暖かにはならなかった 私は長い間、わらの床の上でごそごそしながら、苦しくって眠られなかった。もうこれから先はいつもこんな風に暮らすのだろうか。ザーザー雨の降る中を歩いて、寒さに震えながら物置の中に寝て、夕食には。 たたった一切れの片パンを分けてもらうだけであろうかスープもない誰もかわいがってくれるものもない抱きしめてくれるものもないバルブレンのおっ母ももうないのだ私の心は全く悲しかった涙が首を流れ落ちた その時ふと温かい息が顔の上にかかるように思った私は手を伸ばすとカピの柔らかい毛が手に触った彼はそっと草の上を音のしないように歩いて私のところへやってきたのだ私の匂いを優しく嗅ぎ回る息が私の方にも髪の毛にもかかった この犬は何をしようというのであろう。やがて彼は私のすぐそばの藁の上に転げて、それはごく静かに私の手をなめ始めた。私も嬉しくなって、藁の床の上に半分置きかえって、犬の首を両腕に抱えて、その冷たい鼻にキスした。 彼はわずか息の詰まったような鳴き声を立てたがやがて手早く前足を私の手に預けて実とおとなしくしていた私は疲れも悲しみも忘れた息苦しい喉がカラッとして息がスースーできるようになったああ私はもう一人ではなかった 私には友達があった初舞台そのあくる日は早く出発した空は青々と晴れて夜中の空風がぬかるみを乾かしてくれた小鳥が林の中で面白そうにさえずっていた三匹の犬は 私たちの周りにもつれていた時々カピが後ろ足で立ち上がって私の顔を見ては二、三度続けて吠えた彼の心持ちは私には分かっていた「元気を出せしっかりしっかり」こう言っているのであった 彼は利口な犬であった。何でもわかるし、人にわからせることも知っていた。この犬の尾の振り方には、大抵の人の舌や口で言う以上のトンチと脳弁が含まれていた。私とカピの間には言葉はいらなかった。初めての日からお互いの心持ちはわかっていた。 私はこれまで村の外には出たことがなかったし初めて町を見るのは何より楽しみであったでもユッセルの町は子どもの目にそんなに美しくはなかったしそれに町の塔や古い建物などよりももっと気になるのは靴屋の店であった老人が約束をした 釘を打った靴のある店はどこだろう私たちがユッセルの古い町を通って行った時私はキョロキョロそこらを見渡したふと老人は市場の後ろの一軒の店に入った店の外に古い鉄砲だの金モールのへりのついた服だのランプだの 錆びた鍵だのが吊るしてあった私たちは段ほど段を降りて入ってみるとそれはもう屋根がふけてからのち太陽の光がついぞ一度も差し込まなかったと思われる大きな部屋に入った釘を打った靴なんぞどうしてこんな気味の悪いところで売っているだろうけれども 老人には分かっていたそれで間もなく私はこれまでの器具の倍も重たい釘を打った靴を履くことになったうれしいな老人の情けはそれだけではなかった彼は私に水色ビロードの上着と毛織のズボンとフェルト帽子まで買ってくれた 彼の約束しただけの品は残らず揃った。まあ、麻の着物のほか、着たことのなかった私にとって、ビロードの服の珍しかったこと、それに靴は、帽子は、私は確かに世界中で一番幸福な、一番気前のいい大金持ちであった。本当にこの老人は、 世界中で一番いい人で一番情け深い人だと思われた。もっともそのビロードは油じみていたし、毛織のズボンはかなり破れていた。それにフェルト帽子のフェルトもしたたか雨に汚れて元の色が何であったかわからないくらいであった。けれども私はむやみにうれしくって、 品物の良し悪しなどは分からなかったところで宿屋に帰ってから早速この綺麗な着物を着たいと焦っていた私をびっくりさせもしつまらなくもさせたことは老人がハサミでそのズボンの裾を私の膝の長さまで切ってしまったことであった私は丸い目をして彼の顔を見たこれは お前を他の子供と同じように見せないためだよ。フランスではお前はイタリアの子供のような封をするのだ。イタリアではフランスの子供のような封をするのだ。と彼は説明した。私はいよいよびっくりしてしまった。私たちは芸人だろなあ。それだから、 当たり前の人のような風をしてはならないのだ。我々がここらの田舎の人間のような風をして歩いたら、誰が目をつけると思うか。私たちは、どこでも立ち止まれば、周りに人を集めなければならない。困ったことには、何でも体裁を作るということが、この世の中で肝心なことなのだよ。 こういうわけで私は朝まではフランスの子供であったがその晩はもうイタリアの子供になっていたズボンはやっと膝まで届いた老人は靴下に紐を縫い付けてフェルト帽子にはいっぱいに赤いリボンを結びつけたそれから 毛糸の花でお飾りをした私は他の人がどう思うかは知らないが正直に言えば自分ながらなかなか立派になったと思った親友のカピも同じ考えであったからしばらく私の顔をじっと見て満足した風で前足を出した私はカピの賛成を得たので嬉しかった それというのが、私が着物を着替えてる最中、例のジョリクールメが私の真ん前に滑ったり座って、大げさな身振りで、散々人のする通りの真似をして、すっかり支度ができると、今度はお尻に手を当て、首を縮めて、あざけるように笑ったので、一方に、そういう実意のある賛成者のできたのが、余計に嬉しかったのである。 一体、猿が笑うか笑わないかということは、学問上の問題だそうだ。私は長い間、ジョリクールと仲良く暮らしていたが、彼は確かに笑った。しかも、どうかすると、人をバカにしたような笑い方をしたものだ。もちろん彼は、人間のようには笑わなかった。 けれども何か面白いことがあると口を曲げて目をくるくるやってあの尻尾を素早く働かせるそうして真っ黒な目はピカピカ光って火花が飛び出すかと思われたさあ支度ができたらと最後に帽子を頭にかぶると老人が言った私たちはいよいよ 仕事にかかららなななければならない。明日は一のたつ日だからお前は初舞台を務めなければならない。初舞台初舞台とはどんなことだろう老人はそこでこの初舞台というのは3匹の犬とジョリクールを相手に芝居をすることだと教えてくれた。 でも僕、どうして芝居をするのか知りません。と、私はおどおどしながら叫んだ。それだから、私が教えてあげようというのだよ。教わらなきゃりゃ、わかりゃしない。この動物どもも、一生懸命自分の役を稽古したものだ。カピが後ろ足で立つのでも、 ドルスが縄跳びの芸当をやるのでもみんな稽古をして覚えたのだ。ずいぶん骨の折れたことではあったがその代わりごらんあの通り賢くなっている。お前もこれからいろいろの役を覚えるためにはよほど勉強がいる。とにかく仕事にかかろう。 これまで私は仕事といえば、畑にクワを入れるとか、石を切るとか、木を刈るとかいう他にはないように思っていた。さて、私たちのやる狂言は、ジョリクール氏の家来、一名飛んだ方の取り違えというのだ。それはこういう筋だ。ジョリクール氏は、 これまで一人家来を使っていたそれはカピという名前でジョリクーレ氏はこの家来に満足していたのだが年を取ったので暇を取ろうとするそれでカピは主人に暇を取る前に代わりの家来を見つける約束をするさてその後釜の家来というのは犬ではなくって 子供なのだ。ルミと名乗る田舎の子供なのだ。いやあ、僕と同じ名前の。いや、同じ名前ではない。それがお前なんだ。お前はジョリクール市のところへ、方向口を探しに田舎から出てきたのだ。お猿に家来はないでしょう。 そこが芝居だよ。さてお前はいきなり村から飛び出してきた。それでお前の新しい主人はお前をアホだと思う。おお、僕そんなこと嫌です。人が笑いさえすれば、そんなことはどうでもいいじゃないか。さてお前は初めてこの旦那のところへ、 家来になってやってきた。そして食事のテーブルごしらいを言いつけられる」「それちょうどそこに芝居に使うテーブルがある」「さあ支度におかかり」「このテーブルの上にはお皿にコップにナイフが1本、フォークが1本、 白いテーブル掛けが一枚置いてあった。どうしてこれだけのものを並べようか。私はそれを考えて、両手を突き出してテーブルに寄っかかって、ポカンと口を開けたまま何から手をつけていいか困っていると、親方は両手を打って腹を抱えて笑い出した。うまいうまい。それこそが本物だ。 彼は叫んだ。私が線に使っていた子供は、狡猾そうな顔つきで、どうだアホの真似はうまかろうと言わないばかりであった。お前のはそれがいかにも自然でいい、どうして素晴らしいものだ。でも僕、どうしていいのかわからないんです。それだから。 そんなにうまくやれるのだ。お前に芝居が分かるとかえって今思っているようなことをわざとするようになるだろう。何でも今のどうしていいか分からずに困っている心持ちを忘れないようにしてやればいつでも上出来だよ。つまり役の少年は猿と人間が主人と家来と身分を取り替えたついでに バカを利口と取り替えて飛んだ方の取り違えこれが芝居のおかしいところなのだジョリクール氏の家来は大芝居というのではなかったから20分より長くは続かなかったビタリスは私たちにたびたびそれを繰り返させた私は主人が随分辛抱強いので驚いた これまで村でよく動物を仕込むところを見たがひどく叱ったりぶったりしてやっと仕込むのであった。ずいぶん稽古は長くやったが親方は一度も怒ったこともなければ叱ったこともなかった。さあもう一度やり直しだ。と彼は厳しい声で言っていけないところを直した。 カピ、それはいけません。ジョリクール、気をつけないと叱りますぞ。これがすべてであった。しかし、それで十分であった。私を教えながら彼は言った。何でも稽古には犬をお手本にするがいい。犬と猿とを比べてごらん。 ジョリクールはなるほど端っこいし、知恵もあるけれども、注意もしないし、従順でもないのだ。彼は教えられたことはわけなく覚えるが、すぐそれを忘れてしまう。それに彼は言われたことをわざとしない。かえってあべこべなことをしたがる。それは、この動物の性質だ。 だから私はあれに対しては怒らない。猿は犬と同じ良心を持たない。あれには義務という言葉の意味が分かっていない。それが犬に劣るところだ。分かったかねええ。お前は利口で注意深い子だ。まあ何によらず、素直に自分のしなければならないことを 一生懸命にするのだそれを一生覚えておいで。こういう話をしているうちに私は勇気を奮るい起こして芝居の稽古の間何より私をびっくりさせたことについて彼に質問した。どうして彼が犬や猿や私に対してあんなに辛抱強くやれるのであろうか。 彼はにっこり笑った。お前は百姓たちの仲間にいて、手荒く生き物を取り扱っては、言うことを聞かないと棒でぶつようなところばかり見てきたのだろう。だが、それは大きな間違いだよ。手荒く扱ったところで、一向に役に立たない。優しくしてやれば、 大抵はうまくくものだだから私は動物たちに優しくするようにしているむやみにぶてば彼らはおどおどするばかりだ物を怖がると知恵が鈍るそれに教える方で感触を起こしてはついいつもの自分とは違ったものになるそれでは今 お前に感心されたような辛暴力は出なかったろう他人を教える者は自分を教えるものだということがこれでわかる私が動物たちに教訓を与えるのは同時に私が彼らから教訓を受けることになるのだ私はあれらの知恵を進めてやったがあれらは私の品性を作ってくれた 私は笑った。それが私には奇妙に思われた。でも彼はなお続けた。お前はそれを奇妙だと思うか。犬が人間に教訓を授けるのは奇妙だろう。だが、これは本当だよ。すると主人が犬を仕込もうと思えば、 自分のことを顧みなければならない。その飼い犬を見れば主人の人柄もわかるものだ。悪人の飼っている犬はやはり悪者だ。強盗の犬は泥棒をする。バカな百姓が飼い犬はバカで物のわからないものだ。親切な礼儀正しい人は やはり気質のいい犬を飼っている。私は明日、大勢の前に現れるということを思うと、胸がドキドキした。犬や猿は、前からもう何百遍となくやりつけているのだから、かえって私より偉かった。私がうまく役をやらなかったら、親方は何と言うだろう。 見物は何と言うだろう私はくよくよ思いながらうとうと寝入ったその夢の中で大勢の見物が私が何てバカだろうと言って腹を抱えて笑うところを見たあくる日になるといよいよ私は心配でおどおどしながら芝居をするはずの盛り場まで 行列を作っっていった。親方が先に立っていった。せいの高い彼は首をまっすぐに立て胸を前へ突き出して面白そうに笛でワルツを吹きながら手足で拍子を取っていったその後ろにカピが続いたイギリスの大将の軍服を真似た 金モールでヘリを取った赤い上着を着鳥の羽で飾った兜をかぶったジョリクールがその背中に威張って乗っていたゼルビノとドルスが程よく離れてその後に続いた私がしんがりを務めていた私たちの行列は親方の指示通り適当な間を隔てて進んだので かななり人目にに立つ行列になった。何よりも親方の服鋭い笛の音に惹かれてみんな家の中から駆け出してきた途中の家の窓という窓はカーテンが引き上げられた子供たちの群れが後から駆けつけてきたやがて広場に着いた自分には私たちの行列に 遥か多い見物の行列がつながって大した人だかりであった私たちの芝居小屋は早速出来上がった4本の木に縄を結び回してその長方形の真ん中に私たちは陣取ったのである番組の第一は犬の演じるいろいろな芸当であった 私は犬が何をしているか、まるっきりわからなかった。私はもう心配で心配で、自分の役を復讐することにばかり気を取られていた。私が記憶していたことは、親方が笛をそばへ置き、バイオリンを取り上げて、犬の踊りに合わせて弾いたことで、それはダンス曲であることもあれば、 静かな悲しい調子の曲であることもあった縄張りの外に見物はぞろぞろ集まっている私はコアごア見渡すと数知れない瞳の光が私たちの上に集まっていた一番の芸当が終わるとカピが歯の間にブリキのボンを加えてお客様がとの間を ぐぐるぐるりを始めた見物の中で銭を入れないものがあると立ち止まって2本の前足をこのけちんぼうなお客の隠しに当てて3度吠えてそれから前足で隠しを軽くたたいたそれを見るとみんな笑いだしてうれしがって時の声を上げた冗談や 嘲笑のささやきがそこここに起こった。どうも利口な犬じゃないか。あいつは金を持っている人といない人を知っている。そら、ここに手をかけた。出すだろうよ。出すもんか。おじさんから遺産をもらったくせにケチな男だな。 さてとうとう銀貨が一枚奥深い隠しの中から掘り出されて盆の中に入ることになったその間親方は一言も物は言わずにカピの盆を目で送りながら面白そうにバイオリンを弾いた間もなくカピが得意らしく盆にいっぱいお金を入れて帰ってきたいよいよ芝居の始まりである って旦那様方及び奥様方方び奥に申し上げます「親方は片手に弓片手にバイオリンを持って身振りをしながら工場を述べた」「これよりジョリクール氏の家来一名飛んだ方の取り違え」と題しまする愉快な喜劇をご覧に入れ奉ります。 私ほどの芸人が手前味噌に狂言の効能を並べたり、一座の役者の提灯持ちをして、自分から品を下げるようなことはいたしませぬ。ただ、一言申しますることは、どうぞよくよくお目とめられ、お耳止められ、お手拍子ご喝采のご用意を願っておくことだけでございます。始まり。 親方は愉快な喜劇だと言ったが、実はだんまりの身振り狂言に過ぎなかった。それもそのはずで、立役者の2人まで、ジョリクールもカピも一言も口は聞けなかったし、第三の役者の私も二言とは言うことがなかった。けれども、見物に芝居をよく分からせるために、 親方は芝居の進むにつれてカドカドを音楽入りで説明したそこで例えば勇ましい戦争の曲を弾きながら彼はジョリクール大将が登場を知らせた大将はインドの戦争で度々光明を表して今の高い地位に上ったのであるこれまで大将は カピという犬の家来を一人使っていたが出世していてお金が取れて贅沢ができるようになったので人間の家来を抱えようと思っている長い間動物が人間の奴隷であったけれどもそれがあべこべになる時が来たのである家来の来るのを待つ間に大将は葉巻をふかしながらあちこちと歩き回る 見物の顔に彼がタバコの煙をふっかけるふうと言ったら見物であったなかなか来ないのでじれて人間が感んを起こす時のように目玉をくるくる回り始める唇を噛むジタンダを踏む3度目にジタンダを踏んだ時に私がカピに連れられて舞台に現れることになる 私が役を忘れていれば犬が教えてくれるはずになっていたやがて頃合いの自分に彼は前足を私の歯上出して大将が私を紹介した大将は私を見るとがっかりしたふうで両手を上げたなんだこれがわざわざ連れてきた家来かいそれから彼は歩いてきて 私の顔を無遠慮に眺めた。そうして肩をそびやかしながら私の周りは歩き回っていたその様子がそれは滑稽なので誰も吹き出さずにはいられなかった見物がなるほどこの猿は私をアホだと思っているなと納得するそうして見物もやはり私はアホだと思い込んでしまう 芝居がまたいかにも私のアホーさの底が知れないようにできていた。することなすことに、猿は賢かった。いろいろと私を試験をしてみた末、大将はかわいそうになって、とにかく朝飯を食べさせることにする。彼はもう朝飯の支度のできているテーブルを指さして、私に座れと言って合図をした。 大将の考えでは、この家来にまあ何か食べるものでも食べさせたら、これほどアホでもなくなるだろうというのですが、さてどんなものでしょうか。と、ここで親方が工場を挟んだ。私は小さなテーブルに向かって腰をかけた。テーブルの上には食器が並んでいて、 皿の上にナプキンが置いてあったこのナプキンを私はどうすればいいのだろうカピがその使い方を手真似で教えてくれたしばらくしげしげと眺めた後で私はナプキンで鼻を噛んだその時大将が腹を抱えて大笑いをした そうしてカピは私のアホに呆れ返って、四つ足ででんぐり返しを打った。私はやり損なったことがわかったので、またナプキンを眺めて、それをどうすればいいかと考えていた。やがて思いついたことがあって、私はそれを丸く巻いて、ネクタイにした。大将がもっと笑った。カピがまたでんぐり返しを打った。 そのうちとうとう我慢がしきれなくなって大将が私を椅子から引きずり下ろして自分が代わりに腰をかけて私のために並べられている朝飯を食べ出したああ彼のナプキンを扱うことのうまいこといかにも上品に軍服のボタンの穴にナプキンを挟んで膝の上に広げたそれからパンを裂いて お酒を飲む優美な仕草と至ったらないけれどいよいよ食事が済んで彼が小用事を言いつけて器用に歯をせせって見せた時割れるほど大合債がぼうに起こって芝居はめでたく舞い収めたなんというアホな家来だろうなんという賢い猿だろう宿屋に帰る道々 親方は私を褒めてくれた。私はもう立派な喜劇役者になって主人からお褒めの言葉をいただいて得意になるほどになったのである読み書きの稽古ビタリス親方の小さな役者の一打はどうしてなかなか達者ぞろいには違いなかったが。 その曲目はそうたくさんはなかったから長く同じ町にいることはできなかったユッセルについて三日目にはまた旅に出ることになった今度はどこへ行くのだろう私はもう大胆になってこう質問を親方に発してみたお前はこの辺のことを知っているか と彼は私の顔を見ながら言ったいいえじゃあなぜどこへ行くと言って聞くのだ知りたいと思って何を知りたいのだ私は何と答えていいかわからないので黙っていたお前は本を読むことを知っているか 彼はしばらく感慨深そうに私の顔を見てこう尋ねた。いいえ、本にはこれから私たちが旅をしていく土地の名や昔あったいろいろなことが書いてある。一度もそこへ来たことがなくっても本を読めば前から知ることができる。これからみちみち教えてあげよう。 それは面白いお話を聞かせてもらうようなものだ。私はまるっきりものを知らずに育った。もっともたった一月、村の学校に行ったことがあった。けれどその月中、私は一度も本を手に取ったことがなかった。私がここに話をしている時代には、 フランスに学校のあることを自慢にしない村がたくさんあった。よし学校の先生のいるところでも、その人は何にも知らないか、さもなければ何か他に仕事があって、預かった子供の世話をろくろくしないものが多かった。私たちの村の学校の先生が、やはりそれであった。 それは先生がものを知らないというのではないが私が学校に行っている一月中彼はただの一家をすら教えなかった彼は他にすることがあったその先生は商売が靴屋であったいや誰もそこから革の靴を買うものがなかったから 本当は気靴屋だと言った方がいい。彼は一日腰掛けに腰をかけて気靴にする毛やくるみの木を削っていた。そういうわけで私は何も学校では教わらなかったし、阿部瀬をすら教わらなかった。本を読むって難しいことでしょうか 私はしばらく考えながら歩いてこう聞いた。頭の鈍いものには難しいが、それよりも習いたい気のないものにはもっと難しい。お前の頭は鈍いかな。僕は知りません。けれども教えてくだされば習いたいと思います。よしよし考えてみよう。 まあゆっくり教えてあげよう。たっぷり暇はあるからね。たっぷり暇があるからゆっくりやろう。なぜすぐに始めないのだろう。私は本を読むことを習うのがどんなに難しいか知らなかった。もう本を開ければすぐに中に書いてあることがわかるように思っていた。 そのあくる日、歩いていく途中、親方は腰をかがめて、誇りをかぶった板切れを拾い上げた。あら、これがお前の習う本だ。と、彼は言った。何、この板切れが本だとは。私は冗談を言っているのだろうと思って、彼の顔を見た。 けれど彼は一向に真面目な顔をしていた。私は木切れをじっと見た。それは腕ぐらい長さがあって、両手を並べたぐらい幅があった。その上には字も絵も描いてはなかった。私はからかわれるような気がした。明日、この木の陰へ行って休んでからにしよう。 そこでどういうふうに私がこれを使って本を読むことを教えるか話してあげよう。と、親方は言って私のびっくりしたような顔を笑いながら見た。私たちは木の陰へ来ると灰のお地べたに下ろしてそろそろひなぎくの咲いている制限の上に座った。ジョリクールは鎖を解いてもらったので 早速木の上に駆け上がってくるみを落とす時のようにこちらの枝からあちらの枝をゆすぶって騒いでいた犬たちはくたびれて周りに丸くなっていた親方は隠しからナイフを出して今の板切れの両側を削って同じ大きさの小板を十二本こしらえた私は この一本一本の板に一つずつの文字を彫ってあげると彼は私の顔を見ながら言った。私はじっと彼から目を離さなかった。お前はこの字を形で覚えるのだ。それを一目見て何だということがわかればそれをいろいろに組み合わせて言葉にする稽古をするのだ。 言葉が読めるようになれば本を習うことができるのだやがて私の隠しはその小さな木切れでいっぱいになったそれで阿部瀬の字を覚えるのに暇はかからなかったけれども読むことを覚えるのは別の仕事であったなかなか早くはいかないので 時にはなぜこんなものを教わりたいと言い出したかと思って後悔したでもこれは私が怠け者でもなく負け惜しみが強かったからである私に字を教えながら親方はそれを一緒にカピにも教えてみようかと思い立った犬は時計から時間を探し出すことを覚えたくらいだから 文字を覚えられないことはなかったそれでカピと私は同級生になって一緒に稽古を始めた犬はもちろん口で言えないから木切れを残らず草の上にまき散らされると彼は前足で言われた文字をその中から拾い出してこなければならなかったはじめは私もカピよりは ずっと進歩が早かったけれど私は理解こそ早かったが物覚えは犬の方が良かった犬は一度物を教わるといつもそれを覚えて忘れることがなかった私が間違うと親方はこう言うのであるカピのハウンが先に読むことを覚えるよルミ こう言うとカピは分かったらしく得意になって尻尾を振ったそこで私は悔しくなって気合を入れて勉強したそれで犬がやっと自分の名前の4つの字を拾い出してつづることしかできないのに私はとうとう本を読むことを覚えたさて お前は言葉を読むことは覚えたがどうだね今度は「歩」を読むことを覚えてはと親方が言った「歩」を読むことを覚えるとあなたのように歌が歌えますかと私は聞いた「ああそうするとお前も私のように歌が歌いたいと思うのかい?」と 親方が答えたとてもそんなによくはできそうもないと思いますけれども少しは歌いたいと思いますじゃあ私が歌を歌うのを聞くのは好きかいええ私は何よりそれが好きですそれはウグイスの歌よりずっと好きですけれども ままるでウグイスの歌とは違いますね。あなたが歌っておいでになると僕は歌の通りに泣きたくなることもあれば笑いたくなることもあります。バカだとは思わないでください。あなたが静かに寂しい歌をお歌いになると私はまたバルブレンのおっ母のところへ帰ったような気がするのです。 目を塞いで聞いているとまたうちにいるおっかーの姿が目に浮かびますけれども歌はイタリア語だからわかりません私は仰向いて彼を見た彼の目には涙が溢れていたその時私は言葉を切って気に触ったのですかと尋ねた 彼は声を震わせながら言った。いいや、気に障るなんということはないよ。それどころかお前は私を遠い子供だった昔に戻してくれた。そうだ、ルミア、私は歌を教えてあげよう。そうしてお前は情け深い太刀だから、やはりその歌で、 人を泣かせることもできるし、人に褒められるようにもなるだろう。彼は言いかけて、ふとやめた。私が彼がその時、その上に言うことを好まないらしいのが分かった。私には彼がそんなに悲しく思うわけが分からなかった。でも後になって、 それは悲しい事情から初めて分かったいずれ私の話の進んだ時にそれを言う折があるであろうそのあくる日彼は小さく木を切って文字を作ったと同様に音符をこしらえた音符は阿部瀬より入り組んでいた今度は習うのにも一層骨が折れたし 退屈でもあった。あれほど犬に対して辛抱のいい親方も一度ならず私には寛人の尾を切ったこともあった彼は叫んだ畜生に対してはかわいそうな口のきけないものだと思って我慢するけれどもお前では全く気違いにさせられる」とこう彼は言って 芝居のように両手を空に上げ、急にまた下に下ろしては、激しくももを打った。自分が面白いと思うと、真似をしては、面白がっているジョリクールは、今度も主人の身振りを真似ていた。毎日、私の稽古の時猿はいつもそばにいるので、私が使えでもすると、 そのたんびにがっかりした様子をして、彼が両腕を空に上げ、また下に下ろしては、ももを打つところを見ると、私はしょげずにはいられなかった。ごらん、ジョリークールまでがお前をバカにしている。と、親方が叫んだ。私が思い切った子なら、 猿がバカにしているのは生徒ばかりではなく先生までもバカにしているのだと言ってやりたかったけれども失礼だと思ったし怖さも怖いので遠慮して心の内でそう思うだけで満足したとうとう何週間も稽古を続けて私は親方が書いた紙から曲を読むことができるようになった もう親方も両手を空に上げなかった。それどころかかえって歌うたんびに褒めてくれて、この調子でたゆまずやってゆけば、きっとえらい歌い歌いになるると言ってくれた。むろん、これだけの稽古が一日で出来上がるはずはなかった。何週間の間、何ヶ月の間、私の隠しは いつも小さな木切れでいっぱいになっていたしかし私の家業は学校に入っている子どものそれのように規則正しいものではなかった親方が家業を授けてくれるのはその暇な時間だけであった毎日決まった道のりだけは歩いていかなければならなかったもっとも その道のりは村と村との間が遠いか近いかそれによって長くもなり短くもなったいくらかでも収入のある機会を見つけ次第そこで泊まって芝居を打たなければならなかった犬たちやジョリクール氏に薬薬の復讐をもさせなければならなかった朝飯も昼飯も てんでに自分で用意しなければならなかった。読書なり、音楽なりの仕事は、つまりそういうものの済んだ後のことであった。前、まあ、一番よく教えてもちったのは、休憩の時間で、木の寝方や、小砂利の山の上や、または芝生なり、道端の草の上が、みんな私の木切れを並べる、机が代わりになった。 この教育法は普通の子どもの受けるそれとは少しも似たところがなかった。普通の子どもならただ勉強するほかに仕事はないし、それでも彼らは始終与えられた宿題をやる時間がないと言ってぶつぶつ言うのである。けれど勉強に使う時間のありなしよりももっと大切なものがあった。 それは、その仕事に専念するということであった。授かった家業を覚えるのは、覚えるために費やされる時間ではなくって、それは、覚えたいと思う熱心であった。幸いに私は、ぐるりに起こる出来事に、心を奪われることなしに、夢中に勉強のできるたちであった。もしその自分、 私が部屋の中に閉じこもって、両手で耳を塞いで、目を本に貼り付けたようにしているのでなければ、勉強のできない生徒のようであったら、私に何ができたろう。何もできはしない。なぜというに私には、閉じこもる部屋もなかった。往来に沿って前へ前へと進みながら、時々、 もうつまずいて倒れそうになるほど痛い足の先を見つめ見つめしてゆかなければならなかった。だんだん私はおかげでいろんなことを覚えた。と同時に親方の授けてくれた家業以上に有益な長い旅行をした。私がバルブレンのおっかのところにいた自分にはごく痩せっぽっちな子供であった。 みんなが私を見ていった言葉で、その様子はよくわかる。町の子供だ。と、バルブレンは言ったし、ひどくひょろひょろした手足の子だ。と、親方は言った。ところが、親方の後について、広い青空の下に困難な生活を続けている間に、私の手足は強くなり、 肺臓は発達し、皮膚は厚くなり、ちょうど兜をかぶったように、寒さをも暑さをもちのぐことができるようになった。こうして、このつらいお弟子修行のおかげで、私は少年時代に大抵の困難に打ち勝ってゆく力を養うことができたのは、後で思えば、非常な幸福であった。 山越えて、谷越えて。私たちは、フランスの中央の一部、例えば、ローベルニュ、ル・バレー、ル・リバレー、ル・ケルシー、ル・ルーエルグ、レ・セベンネ、ル・ラングドックというような土地土地を巡って歩いた。 私たちの流行は、しごく簡単であった。どこでもかまわずまっすぐに出かけていって、あまり貧乏でない町だと見ると、まず行列を作る用意を始めて、犬たちに着物を着せ替えてやり、ドルスの紙に櫛を入れてやる。カピが老兵の役をやっているときは、目の上に包帯をしてやる。 最後に嫌がるジョリクールに大将の軍服を着せる、これが何より一番厄介な仕事であった。なぜというにこの猿は、これが仕事にかかる前触れだということを知りすぎるほど知っていて、何でも着物を着せまいとするために、それはおかしなゲートを考え出すのであった。 そこで私は仕方がないからカピを火星に呼んできて二人がかりでどうやらこうやら押さえつけて言うことを聞かせるのであったさて一座残らずの支度ができるとビタリソや方は例の笛でマーチを吹きながら村の中へ入ってゆくそこで我々の後からついてくる群衆の数が相応になると早速演芸を始めるが ほんの二三人気まぐれな日やかしのお客だけだと見るとわざわざ足を止める値打ちもないので構わずずんずん進んでいく一つの町に五六日も続けて滞留いているような時にはカピがついてさえすれば親方は私を一人手放して外へ出してくれた親方はつまり私をカピに預けたのである お前は同じ年頃の子供が対外学校に行っている時代にひょんなことからフランスの国中を歩く回り合わせになっているのだ。と親方はある時私に言った。だから学校へ行く代わりに自分で目を開いてよく物を見て覚えるのだ。見てわからないものがあったら構わず私に質問するがいい。 私だって何でも知っているわけではないが、一通りお前の知りたい心を満足させるだけのことはできるだろう。私も今のような人間でばかりはなかった。かなり昔はいろいろ他の気の利いたことも知っていた。どんなことをそれはまたいつか話そうよ。ただまあ。 昔から犬や猿の見せ物詩でもなかったことだけ知ってもらえばよい何でも人間は心がけ次第で一番低い位置からどんなにも高い位置に登ることができるこれも覚えていてもらいたいそれでお前が大きくなった時どうかまあ気の毒な旅の音楽師が 自分を養う親の手から引きさらっていったときには、辛くも、怖くもあったようなものも、つまりそれが良かったのだと思って、喜んでくれるときがあればいいと思うのだ。まあ、こうして境遇の変わるのが、つまりはお前のためには悪くないかもしれないのだからな。一体この親方は、元は何であったろう。 私は知りたいと思ったさて私たちはだんだん巡り巡っていってローベルニュからケルシーの高原に入ったこれは恐ろしくだだっ広くって荒れていたお山が波のようにうねっていて開けた土地もなければ大きな樹木もなかったし人通りはごく少なかった 小川もなければ池もないところどころ水が枯れきって石ばかりの谷川が目に入るだけであったその原っぱの真ん中にバスチード・ミュラーという小さな村があった私たちはこの村のある宿屋の物置に一夜を過ごしたそうだ この村だったよ」とビタリス親方が言った。しかもこの同じ宿屋だったかもしれないが、後に何万という軍勢を率いる大将がここで生まれたのだ。はじめは馬屋の小僧から身を起こして、講爵がなり、後には王様になった。名前をミュラーと言った。 みんながその人を英雄と呼んでこの村をもその名前で呼ぶことになった私はその男を知っていたたびたび一緒に話をしたこともあった私もさすがに言葉を挟まずにはいられなかった「馬屋の小僧だった時にですか?」「いいや」と親方は笑いながら答えた もう王様だだった自分にだよ。今度初めて私はこの地方にやってきたのだ。私はその男が王様だったナポリの宮殿で知り合いになったのだ。あなたは王様と知り合いなのですか私のこういった調子は少し滑稽であったと見えて親方はさも愉快そうに笑い出した。 私たちは馬屋の戸の前の腰掛けに腰をかけて昼間の太陽のぬくもりのまだ残っている壁に背中を押し付けていた我々の頭の上におかぶさっている大きな一軸の木の中で夕ゼミが鳴いていた母屋の屋根の上には今出たばかりの満月が 静かに青空に上がっていたその日は昼間焦げるように暑かったのでそれが一層心持ちよく思われた「お前どこに入りたいか?」と親方は尋ねた「それともミュラー王の話でもしてもらいたいと思うか?」ああ どうぞそのお話をしてくださいそこで親方は私と腰掛けの上にいる間長物語をしてくれた親方が話をしているうちにだんだん青白い月の光が斜めに差し込んできた私は夢中になって耳を立てた両方の目を据えてじっと 親方の顔を見ていた私は前にこんな昔物語などは聞いたことがなかった誰がそんな話をして聞かせようバルブレンのおっ母はとても話すわけがないかの女はそんな話は少しも知らなかったかの女はシャバノンで生まれて多分はそこで死ぬのだろう かの女の心は目で見る限りを超えて先へはいかなかったそれもアンドゥーズ山の頂から見晴らす地平線上に限られていた私の親方は王様に会ったことがあるその王様は彼と話をした一体この親方は 若い時何であったろう。それがどうしてこの年になって今のような身の上になったのだろう私の活発に鋭敏に働く幼い想像と好奇心はこの一つのことにばかり働いた七里靴を履いた大男南部地方の高原の 乾ききった土地を離れて後私たちはいつも青々とした谷間の道を通って旅を続けたこれはドルドーニュ川の谷で私たちは毎日少しずつこの谷を降りていった何しろこの地方は土地が豊かで住民も従って風紀であったから私たちの興行の度数も自然に多くなり 例のカピのお盆の中へもなかなかたくさんのお金が投げ込まれたふと空中にふんわりとちょうど霧の中に雲の糸で吊り下げられたように橋が一つ大きな川の上にかかっていた川はその下にごく穏やかに流れていたこれはキュブザックの橋で川は ドルドーニュ川であった荒れた町が一つそこには古いお堀もあり岩屋もあり塔もあった修道院の荒れた塀の中にはセミが臓器の中でそこここに泊まって鳴いていたこれはセンテミリオン寺であったけれどそれもこれもみんな 私の記憶の中でこんがらがってぼやけてしまっているがその後ほどなく非常に強い印象を与えた景色が現れたそれは今日でもありありと全体の浮き彫りがさながら目の前に現れるくらい鮮やかであった私たちはあるごく貧乏な村に一夜を明かしてあくる日 夜の明けないうちから出発した長い間私たちは埃りっぽい道を歩いてきて両側には四重ぶどう畑ばかりを見てきたのだがふとそれはあたかも目を遮っていた窓掛けがパラリと落ちたように眼界が自由に開けた大きな川が一つ私たちのその時行き着いた丘の ぐるりをも緩やかに流れていたこの川のはるか向こうに不規則にゆがんだ地平線までは大都市の屋根や鐘楼が続いて散らばっていたどれが家だろうどれが煙突だろう中で一番高い一番細いのが五六基柱のように空に突ったって そのてっぺんからまっ黒なけむりをふきだしては、かぜのなぶるままにたなびいて、まちのまうえに、くろいガスのくもをわかしていた。かわのうえには、ちょうどなかほどのかしおおりにそって、かずしれないふねがていはくして、はやしのようにならんだほばしらや、ほずなや、それにいろいろのいろのはたが、かぜにばたばたいわせながら、おしあい。 へしし合いしていてたガンガン響く銅や鉄の音や土の音そういう物音の中に貸し通りをカラカラ走っていくたくさんの車の音が混じって聞こえた「これがボルドーだ」と親方が私に言った私のような子供にとってはその年まで せいぜいクルーズの貧乏な村か、道々通ってきた、いくつかのちっぽけな町のほかに見たことのない子供にとっては、これはおとぎ話の国であった。何を考えるともなく、私の足は自然と止まった。私はじっと立ち止まったまま、前の方を眺めたり、後ろの方を眺めたり、 ただもうぼんやりそこらを見渡していた。しかし、ふと私の目は一点にとどまった。それは川の面を塞いでいるおびただしい船であった。つまりそれはなんだかわけのわからないごたごたした活動であったが、それが自分でもはっきりつかむことのできない非常に強い興味を私の心に引き起こした。 幾層かの船は頬をいっぱいに張って一方に傾きながらゆうゆうと川を下っていくとこちらからは反対に上っていった島のように動かずに止まっているものもあればどうして動いているかわからないでくるくる回っている船もあった最後にもう一つ お柱もなければ、ほもなしに、ただ煙突の口から黒い煙の渦を空に巻きながら、黄ばんだ水の上に白い泡のあぜを作りながら、ずんずん走っているものもあった。ちょうど満潮だ。と、親方はこちらから問いかけもしないのに、私の驚いた顔に答えていった。長い後悔から、 帰ってきた船もあるほらペンキがはげてさびついたようになっているだろうあすこへは港を離れていく船がある川の真ん中にいる船が満潮に舵を向けるような風に怒りの上でくるくる回っている煙の雲の中を走っていく船は 引き舟だ「私にとっては何という言葉であろう何という目新しい事実であろう私たちがパスチードとボルドーを通じている橋のところへ来るまでに親方は私が聞きたいと思った質問の100分の1に答えるだけの暇もなかった」。 これまで私たちは決して途中の町で長登流をすることはなかったなぜというに四重見物を変える必要から自然毎日興行の場所をも変えなければならなかったそれに名高いビタリソウや方の一座の役者では狂言の芸大をいろいろに変えてゆく自由がきかなかった ジョリクール氏の家来大将の死正義の勝利下剤をかけた病人その他三葉酒の芝居をやってしまえばもうおしまいであったそれで一座の役者の芸は種切れであったそこでまた場所を変えてまだ見ない見物の前でこれらの狂言を相変わらず 下剤をかか、けた病人か正義の勝利をやらなければならなかったしかしボルドーは大都会である見物は容易に入れ替わったし場所さえ変えると毎日34回の興行をすることができたそれでもカオールに行った時のように いつでも同じことばかりだと怒鳴られるようなことはなかったボルドーを打ち上げてから私たちはポーへ行かなければならなかったその途中では大きな砂漠を越えなければならなかった砂漠はボルドーの町の門からピレネーの連山まで続いていてランド という名で呼ばれていた。もう私もおとぎ話にある若いハツカネズミのように見るもの聞くものが驚嘆や恐怖の種になるというようなことはなかった。それでも私はこの旅行の初めから親方を笑わせるような失敗を演じてポーに着くまでそのため なぶられ、同時になぶられるほかはなかった。私たちは7、七八日の後、ボルドーを出発した。ガロンヌ川沿岸の土地を回った後、ランゴンで川を離れて、モンド・マルサンへ行く道を取った。その道は、つま先下がりに下がっていた。 もう豚畑もなければ、牧場もない、果樹園もない。ただ松と干木の林があるだけであった。やがて人家もだんだん少なくなり、だんだんみすぼらしくなった。とうとう私たちは、大きな高原の真ん中にいた。 ところどころ皇帝はあっても日の届く限り野原であった二十歳もなければ森もない遠方から見るとただ一色のネズミ色の土地であった道の両側が薄黒い苔やしなびきった干木やいじけた絵にしだで覆われていた私たちは ランドのの中に来たのだ。と親方が言ったこの砂漠の真ん中まで行くには20里か25里行かなければならないしっかり足に元気をつけるのだぞ元気をつけなければならないのは足だけではなかった頭にも胸にも 元気をつけなければならなかった。なぜといって、もう終わるときのないように、広い砂漠の道を歩いていくとき、誰でもばんやりして、わけのわからない悲しみと、がっかりしたような心持ちに、胸が塞がるのであった。その後も、私はたびたび、会場の旅をしたが、 いつも太陽の真ん中で、ほかげ一つ見えないとき、私はやはりこの無人の土地で感じた通りの言いようもない悲しみを、また経験したことがあった。太陽の中にいると同様に、私たちの日は、遠い朝霧の中に消えている地平線まで届いていた。 ひたすら光爆と単調が広がっている灰色の野の他に何も目を遮るものがなかった。私たちは歩き続けた。でも機械的に時々ぐるりと見渡すと、やはりいつまでも同じ場所に立ち止まったまま少しも進んでいないように思われた。 目に見える景色はいつでも同じことであった。相変わらずの干木、相変わらずの絵にしだ、相変わらずの苔であった。風が吹くと、柔らかなわらびの葉がなよなよと動いて、まるで波の走っているように高く低く走った。随分長い間を置いて、 たまさか、私たちはちょいとした森を通り抜けることがあったが、その森は普通の森のように、途中の京を添えるようなものではなかった。いつも松の木の森で、その枝は小まで風に打ち落とされていた。幹に長く、深い傷がえぐれていた。 その赤い傷口から透き通った松ヤにの涙が流れ出していた風が傷口から吹き込むといかにも悲しそうな音楽を奏してこの気の毒な松が自ら痛みを訴える声のように聞かれた私たちは朝から歩き続けていた親方は 夜までにはどこか泊まる村に着くはずだと言っていたけれども夜になってもその村らしいものは見えなかったし人家に近いことを知らせる煙も上がらなかった私はくたびれたし眠たかった私たちは善とはただ原っぱを見るだけであった親方も やはりくたたびれていた彼は足を止めて道端に休もうとした。私はそれよりも左手にあったお山に登って村の火が見えるかどうか見たいと思った。私はカピを呼んだがカピもやはりくたびれていたので呼んでも聞こえないふりをしていた。 これはいつでも言うことを聞きたくないときに、カピのやることであった。お前、怖いのかと、ビタリスは言った。この質問が、すぐに私を奮発させて、一人で行く気を起こさせた。夜はすっかり垂れ幕を下ろした。月もなかった。 空の上には星の光が薄も屋の中にちらちらしていた。歩いていくとそこらのさまざまなものがぼんやりした光の中で奇妙な幽霊じみた形をしているように見えた。野生のエにしなが頭の上にぬっと高く伸びてまるで私の方へ向かってくるように見えた。 上へ登れば登るほど、茨や草むらはいよいよ深くなって、私の頭を越して、上でも連れ合っていた。時々私は、その中をくぐって抜けていかなければならなかった。けれど私は、ぜひも頂上まで登らなければならないと決心した。でも、 やっとのことで登ってみれば、どちらを見ても明かりは見えなかった。ただもう奇妙なものの形と大きな樹木が今にも私をつかもうとするように腕を伸ばしているだけであった。私は耳を立てて、犬の声か目牛のうなり声でも聞こえはしないかと思ったが、 ただもうしんと静まり返っていた。どうかして聞き取ろうと思うから、耳を澄ませて、自分の立てている息の音さえ遠慮して、私はしばらくじっと立っていた。ふと私は、ぞくぞく身震いがしだした。この寂しい、人気のない荒野原の静けさが、 私を脅かしたのであった。何に私は怯えたのであったか、たぶん、あんまり静かなことが、夜が、とにかく言いようのない恐怖が私の心にのしかかるようにしたのであった。私の心臓は、まるでそこに何か危険が迫ったように、ときついた。 私はこわごわあたりを見渡した。するとそのとき、遠方に大きな姿をしたものが、木の中で動いているのを見た。それと一緒に、私は、木の枝のガサガサいう音を聞いた。私は無理に、それは私の木の迷いだと思い込もうとした。きっとそれは、木の枝か、 木の影か何ぞだったのだけれどその時風は木の葉を動かすほどの軽い風も吹いていなかった激しい風に吹かれるか誰かが触らない限り動くはずはなかったのである誰かしらいやこの自分の方を目指してやってくる 大きなかぎぼうしが人間であるはずがなかった。私のまだ知らない何かの獣か、または恐ろしい大きな野鳥か、大きな化け雲が木の上を飛び越えてくるのだ。何にしても確かなことは、この化け物は恐ろしく長い足をしていて、 バカバカしく早く飛んでくるということであったそれを見ると私は慌てて後をも見ずに足に任せてお山を駆け下りてビタリスのいるところまで逃げようとしたけれど奇妙なことに登るときだけに早く私の足が進まなかった私は茨や雑草のやぶの中に転がって 二足ごとにひっかかれた。チクチクするいばらの中から這い出して、私はふと後ろを振り向いてみた。怪物はいよいよ近くに迫っていた。もう今にも頭の上に飛びかかりそうになっていた。運よく野原はそういばらがなかったので、今までよりは、 早く駆け出すことができた。でも私がありったけの速力で競争しても、その怪物はずんずん追い抜こうとしていた。もう、後ろを振り向く必要はなかった。それが私のすぐ背中に迫っていることは分かっていた。私は息もつけなかった。競争で疲れきっていた。ただ、 アースー、ハースー言っていた。しかし、最後の大努力をやって、私は転げ込むように親方の足元に駆け込んだ。三匹の犬は、慌てて羽をきて、大声で吠えた。私はやっと二つの言葉を繰り返した。化け物が、化け物が 犬たちのけたたましいほいごいよりも高く、はちきれそうな大笑いの声を聞いた。それと同時に、親方は両手で私の肩を押さえて、無理に顔を後ろに振り向けた。おばかさんと、彼は叫んでまだ笑いやめなかった。まあ、よく見なさい。そういう言葉よりも、そのけたたましい笑い声が、 私を正気に帰らせた。私は片目ずつ開けてみた。そうして親方の指さす方を眺めた。あれほど私を脅かした怪物はもう動かなくなって、実と往来に立ち止まっていた。その姿を見ると、正直の話、私はまた震え出した。けれども今度は、 私も親方や犬たちのそばにいるのだ草やぶの茂った中に一りぼっちいるのではなかった私は思い切って目を上げてじっとその姿を見つめた獣だろうか人間だろうか人のようでもあってどうはあるし 頭も両腕もあった。獣らしくもある。けれども、かぶっていたけむくじゃらな身の皮と、それをのせているらしい2本の細長いすねは、それらしい。夜はいよいよ暗かったが、この黒い影帽子は月明かりにはっきりと見えた。私はしばらく、 それがなんだかまだわからずにいたのであったが、親方はやがて、その影帽子に向かって話をしかけた。まだ村にはよほど遠いでしょうか。と、彼は丁寧に尋ねた。話を仕掛けるところを見れば、人間だったか。だが、それは返事はしないで、ただ黙った。 その笑い声は鳥の鳴き声めいていた。すると獣かな主人はやはり問いを続けた。こうなるとそれが今度口を聞いて返事をしたらやはり人間に違いなかった。ところで私のびっくりしたことにはその怪物はこの近所には人家はないが 羊小屋は一軒あるから、そこへ連れて行ってやろうと言った。おやおや、口が聞けるのになぜ獣のような前足があるのだろう。私に勇気があったら、その男のそばへ行って、どんな風に前足ができているか、見てくるところであったろうが、私はまだ少し怖かった。 そこで肺のうをしょいやげて一言も言わずに親方の後についていった「これでお前正体がわかったろう」と親方は言ってみちみち歩きながらも笑っていたでも僕はまだなんだかわかりませんじゃあこの辺には大男がいるのですか そうさ竹馬に乗っていれば大男にも見えるさそこで彼は私に説明してくれた砂地や彰択家を多いランド地方の人は沼地を歩く時水に濡れないように竹馬に乗って歩くというのであったなんて私はバカだったのであろう これでこの辺の人が、七里靴を履いた大男になって、子供を怖がらせたわけが分かったろうね。裁判所。ポーシーには、愉快な記憶がある。そこは冬、ほとんど風の吹かない、心持ちのいい休み場であった。私たちはそこに、冬中いた。 金も随分たくさん取れた。お客は大抵子供たちであったから、同じ園芸を何度も何度も繰り返してやっても飽きることがなかった。金持ちの子供たちで、多くはイギリス人とアメリカ人の子供であった。ぽちゃぽちゃと可愛らしく太った男の子。それに、大きな優しい ドルスの目のような美しい目をした女の子たちであったそういう子供たちのおかげで私はアルバートだのハントリーだのという歌詞の味を覚えたなぜというに子供たちはいつでも隠しにいっぱいお菓子を詰め込んできてはジョリクールと犬と私に分けてくれたからであったけれども 春が近くなるにしたがってお客の数はだんだん少なくなった芝居が住むと一人ずつまた二人ずつ子供たちはやってきてジョリクールとカピとドルスに握手をしていったみんなさようならを言いに来たのであったそこで私たちもまた懐かしい冬の休息所を見捨てて またもや果てしれない漂白の旅に出ていかなければならなかったそれは幾習慣と知らない長い間谷間を抜け山を越えたいつもピレネー連山の紫色の峰を横に見たそれは渦高く盛り上がった雲の塊のように見えていたさてある晩 私たちは川に沿った豊かな平野の中にある大きな町に着いた赤レンガのみっともない家が多かったとんがった小砂利を引き詰めたオーラインが一日12マイルも歩いてきた旅行者の足を悩ました親方は私にここがツールーズの町だと言ってしばらくここに滞留するはずだと話した 例によってそこについて一番はじめにすることはあくる日の興行に都合のいい場所を探すことであった都合のいい場所は決して少なくはなかったがとりわけ植物園の金傍のきれいな芝生には大きな樹木が気持ちのいい影を作っていてそこへ広い並木道が方々から集まっていた。 その並木道の一つで第一回の興業がすることにしたすると初日からもう見物の山を築いていたところで不幸なことに私たちが支度をしている間巡査が一人そばに立っていて私たちの仕事を不快らしい顔で見ていたその巡査はおそらく犬が嫌いであったか あるいは、そんなところに我々の誓えることを不都合と考えたのか。ひどく不機嫌で私たちを追い払おうとした。追い払われるままに私たちは素直に出ていけばよかったのかもしれなかった。私たちは、巡査に盾をつくほどの力はないのであったが、しかし、親方はそうは思わなかった。 彼はたかが犬を連れて田舎を工業いて回る見世物師の老人ではあったが非常に気ぐらいが高かったし権利の思想を十分に持っていた彼は法律にも警察の規律にも背かない限りかえって警察から保護を受けなければならないはずだと考えたそこで巡査が立ち退いてくれと言うと 彼はそれを拒絶したもっとも親方は非常に丁寧であった親方があまり激しく怒らない時または他人を少し愚弄しかける時にする癖で、まで全く彼はそのイタリア風の韻銀を極端に用いていたただ聞いていると彼は何か 高貴な有力な人物と応対しているように思われたかもしれなかった「権力を代表せされるところの閣下よ」と彼は言って帽子を脱いで丁寧に巡査にお辞儀をした「閣下は果たして右の権力より発動しますところのご命令をもって我々ごとき憐れむべきガャビネー人が」 公園において、屋敷義儀を演じますることを禁止せされるようというのでございましょうか。巡査の答えは、議論の必要はない。ただ黙って、私たちは服従すればいい。というのであった。なるほど。と、親方は答えた。私はただ、 あなたがいかなる権力によって、このご命令をお発しになったか、それさえ承知いたしますれば、早速おせつけに服従いたしますことを、謹んで整言いたしまする。この日は、獣佐も背中を向けて行ってしまった。親方は帽子を手に持って、腰を曲げたまま、ニヤニヤしながら、 旗を巻いて退く敵に向かって敬礼したけれどその翌日も巡査はまたやってきたそうして私たちの芝居小屋の囲いの縄を飛び越えて工業半ばに駆け込んできた「この犬のぼに口をはめんか」と彼は荒々しく親方に向かって言った 犬に、口をはめろとおっしゃるのでございますかそれは法律の命ずるところだ。貴様は知っているはずだ。この時はちょうど、下剤をかけた病人という芝居をやっている最中で、ツールーズでは初めての狂言なので、見物も一生懸命になっていた。それで、巡査の干渉に対して、 見物が小言を言い始めた邪魔をするない芝居をさせろよおまわりさん親方はその時まず見物の騒ぐのをとどめて「さて毛皮の帽子を脱ぎその飾りの羽が地面の砂とすれすれになるほど三度まで大げさなお辞儀を 銃査に向かってした。権力を代表せされる霊明高き閣下は私の一座の俳優どもに口をはめろというご命令でございますかと彼は尋ねた。そうだそれも早速するのだ。何カピ・ゼルビの ドルスに口をはめろとおっしゃるか。親方は巡査に向かって言うよりも、むしろ見物に対して、聞こいよがしに叫んだ。さてさて、これは皮肉なお考えですな。なぜと申せば、音に名だかき大先生たるカピギミが、鼻の先に口をかけておりましては、どうして不幸なるジョリクール氏が、 服すべき下剤の調合を命ずることができましょう。ものもあろうに、口輪などとは、死が意志たる職業がふさわしからぬ道具であります。この演説が、見物を一斉に笑わした。子供たちの黄色い声に、親たちの濁った声も混じった。親方は喝采を受けると、いよいよ図に乗って、 弁じ続けたさてまたかの美しき看護婦ドルス城にいたしましてもここに権力の残酷なる命令を実行いたしました暁にはいかにしてあの巧妙なる弁舌をもって病人に勧めてよくその苦痛を和らぐる下剤を服用させることができましょうや賢明なる観客諸君のご判断を。 仰ぎ立て祭りまりす。見物人の拍手喝采と笑い声でしかしその答えは十分であったみんなは親方に賛成して巡査を長老したとりわけジョリクールが陰でしかめっ面をするのを面白がっていたこの猿は権力が代表せせれる 黎鳴高き閣下の真後ろに座を構えて滑稽な鹿めっ面をして見せていた。巡査は両腕を組んで、それからまた離して、げんこつを腰に当てて、頭を後ろに反らせていた。その通りを猿はやっていた。見物人らは面白がって、キャッ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 と言っていた。 巡査はその時ふと何を面白がっているのか見ようとして後ろを振り向いたするとしばらくの間猿と人間とは互いににらみ合わなければならなくなったどちらが先に目を伏せるか問題であった群衆はを面白がって金切り声を上げていた 貴様の飼い犬が明日も口合わせていなかったら、すぐ貴様を行為する。それだけを言い渡しておく。さようなら閣下。ご機嫌よろしゅう。いずれ明日。と、親方は言って頭を下げた。巡査が大股に出ていくと、 親方は腰をほとんど地べたにつくほどに曲げてからかいらに敬礼していたそして芝居は続けて演ぜられた私は親方が犬の口屋を飼うかどうかを持っていたけれども彼はまるでそんな様子はなかったその晩は銃砂と喧嘩をしたことについては一言の話もなしに過ぎた 私はとうとう我慢がしきれなくなって、こちらから切り出した。明日、もしカピが芝居の最中に、口輪を食い切るようなことがあるといけませんから、前からそれをはめておいて、鳴らしてやらないでもいいでしょうか。私たちはカピによくはめているように、教え込むことができるでしょう。 お前は、あれらの小さな花の上に、そんなものを載せたいと、私が思っているというのかでも、巡査がやかましく言いますから。お前はんの田舎の子供だな。百姓らしく、お前は巡査を怖がっているのか。心配するなよ。私は明日うまい具合に取り計らって、 巡査が私を捕まえることのできないようにするし、その上、犬が不愉快な目に遭わないようにしてやるつもりだ。それに見物も少しは嬉しがるだろう。この巡査はおかげで私たちに余計な金儲けをさせてくれることになるだろう。おまけにあいつは私があいつのために仕組んでおいた芝居で、 同期役を演じることになるだろう。さて明日は、お前はあそこへジョリクールだけを連れて行くのだ。お前は縄張りをして、ハーブで二三回引くのだ。やがて大勢見物が集まってくれば、ジュンサメ、やってくるだろう。そこへ私は、犬を連れて現れることにする。 それから茶番が始まるのだ私はそのあくる日一人で行きたいことは少しもなかったけれども親方の言うことには服従しなければならないと思ったさて私はいつもの場所へ出かけて囲いの縄を回してしまうと早速曲を弾き始めた見物はぞろぞろ 方々から集まってきて縄張りの外に群がったこのごろでは私もハープを弾くことを覚えたしなかなか上手に歌も歌ったとりあけ私はナポリコーターを覚えてそれがいつも大喝采を博したけれども今日だけは見物が私の歌を褒めるために来たのではないことはわかっていた 昨日、巡査との葬論を見物した人たちは残らず出てきたし、おまけに友達まで引っ張ってきた。一体、ツールーズの土地でも巡査は嫌われ者になっていた。それで公衆はあのイタリア人のじいさんがどんな風にやるか。閣下、いずれ明日。 といった捨て台詞の意味が何であったか、それを知りたがっていたのである。それで見物の中には、私がジョリクールと二人だけなのを見て、私の歌っている最中口を入れて、イタリアのじいさんは来るのかと言って尋ねるものもあった。私はうなずいた。親方は来ないで、 先に巡査がやってきたジョリクールが真っ先に彼を見つけた彼は早速ゲ骨を腰の上に当てて滑稽な威張り腐った様子で大股に歩き回った群衆は彼の道化芝居を面白がって手をたたいた巡査は怖い目つきをして私をにらみつけた 一体この結末はどうなるだろう私は少し心配になってきた。ビタリソウ方がいてくれれば巡査に答えることもできよう。巡査が私に立ち退けと命令したら私は何と言えばいいのだ。巡査は縄張りの外を行ったり来たりしていた。 それも私のそばを通るときにはなんだか肩越しに私をにらみつけるようにしたそれでいよいよ私は気が気でなかったジョリクールは事件の重大なことを理解しなかったそこで面白半分縄張りの中でじゅうさと並んで歩きながらその一挙一動を 身振りおかしく真似ていたおまけに私のそばを通るときにはやはり重ゅさのするように首を曲げて肩越しににらみつけたその様子がいかにも滑稽なので見物はなおのことどっと笑った私はあんまりやりすぎると思ったからジョリクールを呼び寄せた けれども彼はとても言うことを聞くどころではなかった。私が捕まえようとするとちょろちょろ逃げ出して素早く身をかわしては相変わらずとことか歩いていた。どうしてそんなことになったかわからないが多分巡査はあんまり腹を立てて気が違ったのであろう。何でも 私が猿をけしかけているように思ったと見えて、いきなり縄張りの中へ飛び込んできた。と思う間に彼は飛びかかってきて、ただ一うちで私を地べたの上に叩き倒した。私が目を開いて起き上がろうとすると、ビタリス老人はどこから飛び出してきたものか、もうそこに立っていた。 彼はちょうど巡査の腕を押さえたところであった。私は、あなたがその子供を撃つところを止めます。なんという卑怯な真似をなさるのです。と彼は叫んだ。しばらくの間、二人の人間は睨み合って立っていた。巡査は怒って紫色になっていた。 か方は堂々とした様子であった。彼は例の美しい白髪頭をまっすぐに上げて、その顔には憤慨と威圧の表情が浮かべていた。その顔つきを見ただけで巡査を地の下に潜り込ませるには十分であった。けれども彼はどうしてそんなことはしなかった。 彼は両腕を広げて親方の喉首をつかまえて乱暴に前へ押し出したビタリス親方はよろよとして倒れかけたが素早く立ち直って平手で巡査の腕首を打った親方は頑丈な人ではあったが何といっても老人であった巡査の方は 歳も若いし、もっと頑丈であった。この喧嘩がどうなるか、長くはとっくめまいと私はハラハラしていた。けれども、とっくむまでにはならなかった。あなたはどうしようというのです。私と一緒に来い。と、巡査は言った。 後院するのだ「なぜあの子を撃ったのです?と」と親方は質問をした「余計なことを言うなついてこい」親方は返事をしないで私の方を振り向いた「宿屋へ帰っておいで」と彼は言った「犬と一緒に」 待っておいで後で工場を行ってよこすから彼はその上もう何も言う機会がなかった巡査は彼を引きずっていったこんな風にして親方が余興を仕組んだ狂言はあっけなく結末がついた犬たちははじめ主人の後について行こうとしたけれども 私が呼び返すと、服従にならされているので、彼らは私の方へ戻ってきた。気をつけてみると、彼らは口をはめていた。けれどもそれは、普通の金網や、金輪ではなくって、ただ細い絹糸を二三本、鼻の周りに結びつけて、顎の下に房を垂らしてあった。 白いカピは赤い糸を結んでいた。黒いゼルビノは白い糸を結んでいた。そうしてネズミ色のドルスは水色の糸を結んでいた。気の毒な親方はこんな風にしていかめしい権力の命令を逆に喜劇の種に利用しようとしていたのである。 群衆はさっそく散ってしまった二三人暇人が残って今の事件を論じ合っていたあのじいさんがもっともだよいやあの男は間違っているなんだって巡査は子供を撃ったのだ子供は何もしやしなかった一言だって口を聞きはしなかった 飛ん災難さ。巡査に反抗したことを証明すれば、あのじいさんは刑務所へやられるだろう、きっと。私はがっかりして、宿屋へ帰った。私はこの頃では毎日、だんだんと親方が好きになっていた。私たちは、朝から晩まで、 一緒に暮らしていた。どうかすると夜から朝までも同じわらの寝床に眠っていた。どんな父親だって彼が私に見せたような行き届いた注意をその子供に見せることはできなかった。彼は私に字を読むことも計算することも教えてくれたし、 歌を歌うことも教えてくれた。長い流浪の旅の間に、彼はこのこと、あのことといろいろに仕込んでくれた。大変寒い日には毛布を半分分けてくれたし、暑い日にはいつも私の代わりに荷物を担いでくれた。それから食事の時でも彼は決して 自分がいいところを食べて悪いところを私にくれるというようなことはしなかったそれどころか彼はいいところも悪いところも同じように分けてくれたなるほど時々は私が嫌なほどひどく乱暴に耳を引っ張ることもあったけれども私に過失があればそれも仕方がなかった 一言で言えば私は彼を愛していたし彼は私を愛していただからこの別れは私には何よりつらいことであったいつまた一緒になれるだろうか一体どのくらい牢屋入れておくつもりなのだろうその間 私はどうしたらいいだろう。どうして生きてゆこう。ビタリス親方はいつも体に金をつけている習慣であった。それが引っ張られていくときには何も私に置いていく暇がなかった。私は隠しに五六数しか持っていなかった。それだけでジョリクールと 犬と私の食べるだけのものが飼いようか私はそれから二日の間宿屋から外へ出る気にもならずにぼんやり暮らしてしまった猿も犬もやはりすっかりしょげきっていたやっとのことで三日目に一人の男が親方の手紙を届けてきた その手紙によると、親方はこの次の土曜日に、警察権に反抗し、かつ巡査に手向かいをしたトガで裁判を受けるはずになっていた。私が肝煎を起こしたのは悪かった、と手紙に書いてあった。とんだ災難を招いたが、今さら致し方もない。 裁判所へ来てごらん、教訓になることがあるであろう。こう言って、それからなお二三の注意を書き添えて、自分に代わって、犬や猿たちを可愛がってくれるようにと書いてあった。私が手紙を読んでいる間、カピが私の両足の間に入って、鼻を手紙にこすりつけて、くんくんやっていた。 彼が大を振る具合で、私は彼が、この手紙が主人から来たことを知っていると思った。この三日の間に、彼が少しでも嬉しそうな様子を見せたのは、これが初めてであった。私は、土曜日の朝早く、裁判所に行って、胃の一番に傍聴席に入った。 査とのの喧嘩を目撃した人たた。人ちの多くがやはり来ていた私は裁判所に出るのがなんだか怖かったので大きなストーブの影に入って壁にくっついてできるだけ体を小さく縮めていた泥棒をして強引された男や喧嘩をして捕まった男が初めに裁判を受けた。 弁護人は無罪を言い張っていたけれどそれはみんな有罪を宣告された一番おしまいに親方が引き出された彼は二人の憲兵の間に挟まって腰掛けにかけていた初めに彼が何を言ったか人々が彼に何を尋ねたか 私は非常に興奮しきっていたのでよくわからなかった私はただじっと親方を見ていた彼は白髪頭を後ろに反らせてまっすぐに立っていた彼は恥じんで苦しんでいるように見えた裁判官は尋問を始めた お前は、お前を降印しようとした警官を何回も撃ったことを承認するか、と裁判官は言った。何回も撃ちはいたしませんか、か、と親方は言った。私はただ一度手を挙げました。私はいつもの演芸をいたしませる場所に参りますと、 ちょうど警官が私の連れています子供を地の上に打ち倒すところを見たのでございます。その子供はお前の子ではないだろう。はい。しかし私の実子同様に可愛がっております。それで警官が彼を打ちますところを見て私はカッと取りのばせまして 警官がととううする手ををえましたたお前は警官を打ったろう警官官っろが私に向かって手を挙げましたから私はもはや警官としてではない通常の人としてこれに向かったのであります。まったく怒りにのじた結果であります。 お前ぐらいの年配で怒りにのずるということはないはずだ。そうです。そういうはずはないのですが、人は往々不幸にして過失に陥りやすいのです。巡査はそれから自分の言い分を申し立てた。それは撃たれたことよりも、 より多く自分が長老された事実についてであった。親方の目は、その間、部屋の中を探すようであった。それは私がいるかどうか、探しているなどということが分かっていたから、私は思い切って隠れ場所から飛び出して、大勢の中を押し分けながら、前へ出て、一番前の列の彼の席に近いところへ出た。 彼の寂しい顔は私を見ると輝き出した私の目にも涙があふれ出した間もなく裁判は決まった彼は二ヶ月の金庫と百フランの罰金に処されることになったああ二ヶ月の金庫。 ドアは開かれた。涙に濡れた目の中から私は彼が憲兵の後からついていくのを見たドアはその後ろからバタンと閉ざされた「ああ2ヶ月の別れどこへ私は行こう」「船の上」 私が重たい心で赤い目をふきふき宿屋に帰るとちょうど亭主が庭に出ていた私は犬のいるところへ行こうとしてその前を通ると彼は私を引き止めたどうだ親方はと彼は言った有罪の宣告を受けました どのくらい二ヶ月の金庫です。罰金はどのくらい百フラン。二ヶ月、百フラン。彼は二三度繰り返した。私はずんずん行こうとした。すると彼はまた引き止めた。その二ヶ月の間、 お前はどうするつもりだ僕は、わかりません。おや、お前わからないと。お前、とにかく自分も食べて、犬や猿に食べ物を買ってやるお金がなければなるまい。いいえ、ないのです。じゃあ、お前は私が養ってくれると思っているのか いいえ、私は誰の厄介になろうとも思いません。それは全くであった。私は誰の厄介にもなるつもりはなかった。お前の親方はこれまでも、もう随分私に借りんがある。と彼は言った。私は二ヶ月の間、 金を払ってもらえるかどうかわからずに、お前を止めておくことはできない。出て行ってもらわなければならないのだ。出て行く。どこへ行ったらいいでしょう。それは私の知ったことではない。私はお前の親父でも、親方でも何でもないからな。どうしてお前の世話をしてやれよう。 しばらくの間、私は目がクラクラとした。亭主の言うことは、最もであった。どうしてカレンが、私の世話をしてくれよう。さあ、犬と猿を連れて出て行ってくれ。親方の荷物は預かっておく。親方が刑務所から出てくれば、いずれここへ寄るだろうし、その時、 こちらの始末もつけてもらおうこの言葉からある考えが私の心に浮かんだいずれその時はお勘定を払うことになるでしょうからそれまで私を置いてはくださいませんかその感情に私の分も加えて払えばいいでしょうおやおやお前の親方は 2日分の食料ぐらいは払えるかもしれんが2ヶ月などはとてもとてもだそりゃまるで別な話だよ私はいくらでも少なく食べますからだが犬もいれば猿もいるいけないいけない出て行ってくれどこか田舎で仕事を見つけて金をもらって歩けばいいのだ でも親方が刑務所から出てきた時にどうして私を探すでしょうきっとこちらへ訪ねてくるに違いありませんだからお前もその日にここへ帰ってくればいいのだそれでもし手紙が届いたら手紙は取っておいてやるよでも私が返事を出さなかったら まあ、いつでもうるさいな。急いで出て行ってくれ。五分間の猶予をやる。五分経って私が帰ってきても、まだここにいれば承知しないから。私は、この男と言い合うのは、無駄だということを知っていた。私は、出て行かなければならなかった。私は、 犬とジョリクールを連れに馬屋へ行ったそれから肩にハープを背負って宿を出た私は大急ぎで町を出なければならなかったなぜというに犬に口をはめていないのだから銃砂にとがめられても何と答えようもなかった 私には金がないと言おうかそれは全くであった私は隠しにたった十一数しか持たなかったそれだけでは口を買うにも足りなかった巡査が私を婚姻するかもしれない親方も私も二人とも刑務所に入れられたら 犬や猿はどうなるだろう私は自分の位置に責任を感じていた私が足早に歩いていくと犬たちが顔を上げて眺めたその様子をどう見違いようもなかった彼らは腹が減っていた私の排脳に乗っていたドリクールは死中 私の耳を引っ張って無理に自分の顔を見させようとした。私が顔を向けると彼はせっせと腹をかいてみせた。私もやはり腹が空いていた。私たちは朝飯を食べなかった。私の持っている十一数では昼食と晩食を食べるには足りなかった。 そこで私たちは一食で両方検体の昼食を食べて満足しなければならなかった。私たちは巡査に出っ食わさないように少しでも急いで支柱を離れなければならなかったからどの道をどう行くなんていうことは構わなかった。どの道を歩いても同じことであった。 どこへ行っても食べるには金がいるし宿屋へ泊まれば宿船を取られるそれに眠る場所を見つけるくらいには大したことではなかったこの頃の暖かい季節では私たちは能天に眠ることができた差し迫っているのは食物だ 一休みもせずに私たちは2時間ばかり歩き続けた後でやっと立ち止まることができたその間犬たちは頼むような見つきで四十私の顔を見たジョリクールは耳を引っ張って絶えずお腹をさすっていたとうとう私はここまで来ればもう何も怖がることはないと思うところまで来てしまった 私はすぐそこにあったパン屋に飛び込んだ。私は一金半パンを切ってくれと言った。お前さん二金に押しなさいな。二金のパンはどうしてもいりますよ。とおかみさんは言った。それでもそれだけの同税にはたっぷりとは言えない。かわいそうに。 畜生には十分食べさせておやんなさい。おおどうして。無論私の同勢にはたっぷりではなかった。けれども、私の財布にはたっぷりすぎた。パンは一金五数であった。二金買えば十数になる。私は明日どうなるかわからないのに、手元を使い切るのは 非公なことではなかった私はおかみさんに打ち明けて1金半でたくさんだというわけを話してそれ以上を切らないように丁寧に頼んだ私は両腕にしっかりパンを抱えて店を出た犬たちがうれしがって周りを飛び回ったジョリクールが髪の毛を引っ張ってうれしそうにクックと笑った 私たちはそこから遠くへは行かなかった。真っ先に目に当たった道端の木の下で私はハープを幹に寄せかけて草の上に座った。犬たちは私の向こうに座った。カピは真ん中に、ドルスとゼルビノはその両脇に座った。くたびれていないジョリクールはキョロキョロと 鷹の目で何でも真っ先に一切れせしめようと狙っていたパンを同じ大きさに分けるのは難しい仕事であった私はできるだけ同じ大きさにして5切れにパンを切ったその上いくつかの小さな切れに割って1切れずつめいめいに分けた私たちよりずっと小食だったジョリクールは 割りが良かった。それで彼がすっかり満腹してしまったとき、私たちはやはり、腹が空いていた私は彼の分から3切れ取って、肺イの中に隠して、あとで犬たちにやることにした。それから、まだ少し残っていたので、私はそれを4つにちぎって、でんでに1切れずつに分けた。それが、 食後のお菓子であったこのごちそうが決して食後の卓上演説を必要とするほど立派なものではなかったのはもちろんであるが私は食事が済んだ頃で今がちょうど仲間の者に二言三言言い渡す機会だと感じた私は自然彼らの狩猟ではあったがその重大な場合にあたって 彼らに生を共にすることを望むだけの異望の足りないことを感じていた。カピはおそらく私の意中を察したのであろう。それで彼はその大きな利口そうな目を実と私の日の上に据えて座っていた。さてカピ、それからドルスもゼルビノもジョリクールもみんなよくお聞き。 私はお前たちに悲しい知らせを伝えなければならないのだよ。私たちはこれから2ヶ月も親方に会うことができないのだよ。ワう、と、カピが吠えた。これは親方のためにも困ったことだし、私たちのためにも困ったことなのだ。なぜと言って、私たちは、 何もかもかか親方に頼り切っていたのだからそれが今親方がいなくなれば私たちには第一お金がないのだこの「金」という言葉を言い出すとカピはよく知っていて後ろ足で立ち上がってひょこひょこ回り始めたそれはいつもご臨席の貴賓諸君から金を集めて回る時にすることであった ああお前は芝居をやれというのだねカピ。と私は言ったそれはいい考えだがどこまで私たちにできるだろうかそこが考えものだようまくいかない場合には私たちはもうたった算数しか持っていないだからどうしても食べずにいるほかはないそういうわけだから ここは大切な時だと思って、お前たちはみんなおとなしく僕の言うことを聞いてくれなければだめだ。そうすれば、お互いの力で何かできるかもしれない。お前たちはみんなして、一生懸命、僕を助けてくれなければならない。私たちは、お互いに頼り合ってゆきたいと思うのだ。こういった私の言葉が、 残らず彼らに分かったろうとは私も言わないが大体の周囲は飲み込めたらしかった彼らは同じ考えになっていた彼らは親方のいなくなったについてそこに何か大事件が起こったことを知っていたそれでその説明を私から聞こうとしていた彼らが私の言って聞かせた残らずを 理解しなかったとしても少なくとも私が彼らの身の上を心配してやっていることには満足していたそれでおとなしく私の言うことに身を入れて聞いて満足の意味を表していたいやお待ちなさいなるほどそれも犬の仲間たちのだけのことであってジョリクールにはいつまでもじっとしていることが 望めなかった彼は一分と一つことに心を向けていることができなかった私の演説の初めの部分だけは彼も首相らしく大変興味を持って傾聴していたが二十と言葉を言わないうちに彼は一本の木の上に飛び上がって私たちの頭の上の枝にぶら下がり それから次の枝へと飛び回っていた。カピンが同じやり方で私を侮辱したならば、私の自尊心は随分傷つけられたに違いなかった。けれども、ジョリクールがどんなことをしようと、私は決して驚かなかった。彼は随分頭の空っぽな軽はずみなやつだった。けれど、 そうは言うものの、少しはふざけたいのも彼としては無理はない。私だって、やはり同じことをしたかったと思う。私もやはり、面白半分、木登りをしてみたかった。けれど、私の現在の位置の重大なことが、私にそんな遊びをさせなかった。しばらく休んだ後で、 私は出発の合図をした私たちはどうせどこかタダで止まる青天井の下を見つけさえすればいいのだから何より明日の食べ物を買う銭をいくらかでも設けることが差し当たっての問題であった小一時間ばかり歩くとやがて一つの村が見えてきた貧乏村らしくって あまり身入りの多いことは望めないが村が小さければ巡査に出会うことも少なかろうと考えた私は早速一座の服装を整えてできるだけ立派な行列を作りながら村へ入っていった運悪く私たちはあの笛がなかったしその上ビタリうや方の立派な堂々とした風采がなかった 軍学隊の隊長のような立派な様子で彼はいつも人目を引いていた私には誠意の高いという利益もないしあの立派な白髪頭をも持たなかったそれどころか私はちっぽけで痩せっぽっちでその上ひどくやつれた心配そうな顔をしていたに違いなかった 行列の先に立って歩きながら私は左右をキョロキョロ見渡して私たちがどういう効果を村の人たちに与えているか見ようとしたごくわずかと情けないけれど言わなければならなかった誰一人後からついてくるものもなかった ちょっとした広場の真ん中に泉があって、木陰がこんもりしているところを見つけると、私はハープをおろして、ワルツを一曲弾き始めた。曲は愉快な調子であったし、私の指も軽く動いた。けれども、私の心は重たかった。私はゼルビノとドルスに向かって、一緒にワルツを踊るように言いつけた。 彼らはすぐ言うことを聞いて、表紙を合わせてくるくる回り始めた。けれど、誰一人出てきて見ようとするものもなかった。そのくせ、家の戸口では五、六人の女が編み物をしたり、おしゃべりをしているのを見た。私は引き続けた。ゼルビノとドルスは踊り続けた。一人ぐらい、 出てくるるものがあるだろう一人来ればまた一人だんだん後から出てくるに違いなかった私はあくまで引き続けたゼルビノとドルスもくるくる上手に回っていたけれども村の人たちはてんでにこちらを振り向いてみようともしなかったけれども私はがっかりしまいと決心した 私は一生懸命ハープの糸が切れるほど激しく弾いたふと一人ごく小さな子が初めてうちの中からちょこちょこと駆け出して私たちの方へやってきたきっと母親が後からついてくるであろうその母親の後から仲間が出てくるだろうそうして見物ができれば 少しのお金が取れるであろう。私は子供を怯えさせないと思って、前よりは静かに引いた。そうして少しでもそばへ引き寄せようとした。両手を伸ばして片足ずつよちよち上げて彼は歩いてきた。もう二足か三足で子供は私たちのところへ来る。ふとその瞬間、母親は振り向いた。 きっと子供の姿の見えないのを見てびっくりするに違いない。でもかの女はやっと子供の行方を見つけると私の思ったようにすぐ後からかけてこないで自分の方へ呼び返した。すると子供はおとなしく振り返って母親の方へ帰っていった。きっとこの辺の人は ダンスも音楽も好かないのだきっとそんなことであった私はゼルビノとドルスを休ませて今度は私の好きな小唄を歌い始めた私はこんなに一生懸命になったことはなかった二節目の終わりになった時背広を着てラシャの帽子をかぶった男が目に入った その男は私の方へ歩いてくるらしかった。とうとうやってきたな。私はそう思っていよいよ夢中になって歌った。これこれ小僧、ここで何をしていると、その男は怒鳴った。私はびっくりして歌をやめた。ぽかんと口を開けたまま、 祖母へやってくるその男をぼんやり眺めた。何をしているというのだはい、歌を歌っています。お前はここで歌を歌う許可を得たかいいえ。ふん。じゃあ行け。行かないと降因するぞ。でもあなた、あなたとは何だ 農林観察官を知らないか。出て行け、小じ小僧め。ははあ、これが農林観察官か。私は親方の見せたお手本で警官や観察官に反抗するとどんな目に遭うか分かっていた。私は彼に二度と命令を繰り返させなかった。私は急いで、 脇道へ逃げ出した「こじき小僧か。ひどい言い草だ。私は小じきはしなかった。私は歌を歌ったまでだ。5分と経たないうちに、私はこの人情のない、そのくせ、いやに監視しの行き届いている村を離れた。犬たちは、頭を垂れて、すごすご後からついてきた。 きっとつまらない目にあったことを知っていた。カピは四十私たちの先頭に立って歩いていた。時々振り向いては例の利口そうな目で「一体どうしたのです?」と言いたそうに見えた。他の者が彼の位置に置かれたのだったらきっと私にそれを尋ねてであろうけれども。 カピはそんな無祖法にするにはあまりよくしつけられていた彼はふに落ちないのを一生懸命我慢しているふうを見せるだけで満足していたずっと遠くこの村から離れた時私は初めて彼らに「泊まれ」という合図をしたそれで3匹の犬は私の周りに輪を作った その真ん中にはカピがじっと私に目を据えていた。私は彼らがわからずにいることをここで説明してやらなければならなかった。私たちは興行の許可を得ていないから追い出されたのだよ。と私は言った。ええ、それではどうしましょう。 カピア首を一振り振って尋ねた。だから私たちは今夜はどこかの店で眠って晩飯なしに歩くのだ。晩飯という言葉にみんな一度に吠えた。私は彼らに算数の銭を見せた。知ってる通り私の持っているのはこれだけだ。 今夜この算数を使ってしまえば明日の朝飯に何も残らない。今日はとにかく少しでも食べたのだからこれは明日まで取っておく方がいいようだ。こう言って私は算数をまた隠しに入れた。カピとドルスは諦めたように首を下げた。けれどもそれほど素直でなかったしその上 大くらいであったゼルビノはいつまでもブーブーうなっていた私は怖い目をして彼を見たが効き目がなかったカピゼルビノに言ってお聞かせあれはわからないようだからと私は忠実なカピに言ったカピは早速前足でゼルビノをたたいた それはいかにも2匹の犬の間に言い合いが始まっているように見えた。言い合いというような言葉を犬に使うのは少し無理だというかもしれないが、犬だって確かにその仲間に通用する特別な言葉があった。犬だけで言えば彼らは話すことを知っているだけではない。読むことも知っていた。彼らが 花を高く空に向けたり、顔を下げて地べたを嗅いだり、やぶや石の上を嗅ぎわったりするところをご覧なさい。ふと彼らはとある草むらの前で立ち止まる。または壁の前に立ち止まって、しばらくはじっと目を据えている。私たちが見てはその上に何にもないが、 犬は私たちの理解しない不思議な文字で書かれたいろいろの変わったことをそこに読み分けるのである。カピンがゼルビノに行ったことも私には分からなかった。なぜというに犬には人間の言葉が分かっても人間は彼らの言葉を理解しないのだ。私がただ見たところでは、 ゼルビノは道理に耳を傾けることを拒んだ何でも算数のお金をすぐ使ってしまえと言い張ったようであったカピは腹を立てて歯をむき出すと少し臆病者のゼルミノはすごすご黙ってしまった「黙る」という言葉にも少し説明がいるが ここではころりと横になることを言うのである。そこで残ったのは今夜の宿の問題だけだ。時効はよし、暖かい、いい天気であった。だから、青天井の下に眠ることは、さして難しいことではなかった。ただ、この辺に悪いオオカミでもいるようなら、それを避けるようにすればよかった。 狼よりも恐ろしい農林観察官から避けることもさらに必要であった私たちは白い道の上をずんずんまっすぐに進んでいった山の端に落ちかけた赤い夕日の最後の光が空から消える頃まで宿を求めて歩き続けたがまだ見つからなかったもう善悪なしに どうでも止まらなければならなかったやっと林の間に出たそこここに大きな花崗岩が転がっていたこの場所は随分荒れた寂しいところであったがそれよりいい場所は見つからなかったそれに花崗岩の中に入って眠れば湿っぽい夜風を防ぐ足しにもなる ここで私たちというのは、猿のジョリクールと私自身のことを言うので、犬たちは外で眠ったところで風邪をひく気遣いもなかった。私は自分の体を大事にしなければならなかった。私の背負っている責任は重かった。私が病気になったら、私たちみんなどうなるだろう。また。 私がジョリクールの看病をしなければならないようだったら、今度は私はどうなるだろう。私たちは石の間に、ほら穴のようなところを見つけた。そこには、松の落ち葉がたまっていた。これで、上には風を防ぐ屋根があり、下には、敷いて寝る布団ができた。 これは非常に具合が良かった。足りないのは食べ物ばかりであった。私はお腹の空いていることを考えまいと努めた。ことわざにも言うではないか。眠るのは食べるのだ、と。いよいよ横になる前に私はカピに、針盤を頼むと言った。すると、 この忠実な犬は私たちと一緒に松葉の上に眠ろうとはしないで私の野営地の入り口に保証のように横になっていた私はカピが番をしてくれれば誰も案内なしに近づけないと思ったから落ち着いて眠ることができたでもこれだけは心配はなかったがすぐに 眠りにつけなかったジョリクールは私の上着の中にくるまってそばでぐっすり眠っていたゼルビノとドルスは私の足元で体を伸ばしていたけれども私の心配は体の疲れよりも大きかったこの旅行の第一日は悪かったあくる日は どんなであろう私は腹が減ったし喉が渇いていたそれでいてたった算数しか持っていなかった明日いくらかでも儲けなかったらどうしてみんなに食べ物を買ってやることができようそれに口輪はどうしようこれから歌を歌う許可は一体どうしたらいいだろう 許してくれるだろうか。さもないと、私たちはみんな、やぶの中でお腹が減って死んでしまうだろう。こういう惨めな、哀れっぽい疑問を、心の中で繰り返し繰り返しするうちに、私は暗い空の上に輝いている星を見た。そよとの風もなかった。どこもかしこもしんとしていた。 木の葉のそよぐ音もしない。鳥の鳴く声もしない。街道を車のトロトロ通る音もしない。目の届く限りは青白い空が広がっていた。私たちは一りぼっちであった。世の中から捨てられていた。涙は目の中に溢れた。 バルブレンのおっかはどうしたろう気の毒なビタリスは。私はうつぶしになって、顔を両手で隠して、しくしく泣いていた。するとふとかすかな息が髪の毛に触れるように思った。私は慌てて振り向いた。その拍子に大きな柔らかな舌が、 涙にあふれた私の頬をなめたそれはカピンが私の泣き声を聞きつけてあの私の流浪の初めての日にしてくれたように今度も私を慰めに来てくれたのである両手で私は彼の首を押さえてその湿った鼻にキスした彼は23度 押し殺したような悲しそうな鼻声を出した。それが私と一緒に泣いてくれるもののように思われた。私は眠って目が覚めると、もうすっかり明るくなっていた。カピは私の前に座ったまま、じっと私を見ていた。小鳥が林の中で歌を歌っていた。遠方のお寺で、 朝の祈祷の鐘が鳴っていた太陽はもう空の上に高く昇って疲れた心と体を慰める光を心持ちよく投げかけていた私たちは鐘の根を目当てに歩き出したそこには村があってパン屋もきっとあるにそういなかった昼食も夕食もなしに寝床に入れば 誰にだって空腹がおはようを言いに来る。私は思い切って算数を使ってしまう決心をした。その後ではどうなるか、それはその時のことにしよう。村に着くとパン屋がどこだと聞く必要もなかった。私たちの花がすぐにその店に連れて行ってくれた。 匂いを嗅ぎつける私の感覚はもう犬に負けるずに鋭かった遠方から私は温かいパンのうまそうな匂いを嗅ぎつけた一金五数するパンを算数では単とは買えなかった私たちは点でにほんの小さなキレを分け合ったそれで朝飯もあっけなく済んでしまった 私たちは今日こそいくらかでも儲けなければならなかった。私は村の中を歩いて、どこか芝居に都合のいい場所を見つけようとした。それに村の人々の顔色を見て、敵か味方か探ろうとした。私の考えはすぐに芝居を始めようというのではなかった。それには、 時間があまり早すぎた。けれど、いい場所が見つかれば、昼ごろ帰ってきて、私たちの運命を決する機会を捉えるつもりであった。私がこの考えに心を奪われていると、ふと誰か、後ろから頓強な声を上げるものがあった。慌てて私が振り向くと、ゼルビノが私の方へ向かってかけてくる。 その後から一人のおばさんが追っかけてくるのを見たもうすぐ何事が起こったかということは分かった私が他へ気を取られている隙を狙ってゼルビノは一軒の家に駆け込んで肉を一切れ盗み出したのであった彼は獲物を歯の間にくわえたまま逃げ出してきたのであったドラバー 泥棒とおばさんは叫んだ「そいつを捕まえておくれそいつらみんな捕まえておくれ!」おばさんのこういうのを聞いて私はとにかく自分にも罪があるいや少なくともゼルビノの犯罪に責任があると感じたそこで私は駆け出したもしおばさんが 盗まれた肉の代価を請求したら何ということができよう。どうして金を払うことができよう。それで私たちが捕まえられればきっと刑務所に入れられるだろう。私が逃げ出していくのを見てドルスとカピも早速私の霊になった。彼らは私のかかとについて走った。ジョリクールは 私の肩に乗ったまま落ちまいとしてしっかり首にかじりついた誰か他のものも叫んでいた待て泥棒そして他の人たちも仲間になって追っかけていたけれども私たちはどんどんかけた恐怖が私たちの速力を進めた私は ドルスがこんなに速く走るのを見たことがなかったかの女の足はほとんど地べたについていなかった横町を曲がって野原を突っ切って間もなく私たちは追手をはるか抜いてしまったけれどもやはりどんどんかけ続けていよいよ息がつけなくなるまで止まらなかった私たちは少なくとも 3マイルも走った。振り返ってみると、もう誰も追っかけてこなかった。カピとドルスは、やはり私のすぐ後についてきた。ゼルビノは、遠くに離れていた。たぶん、盗んだ肉を食べるので、手間を取ったのであろう。私は彼を呼んだ。けれども、 彼はひどい刑罰に会うことを知りすぎるほど知っていた。そこで私の方へは寄ってこないで、できるだけ早く駆け出したのである。彼は飢えていた。それだから肉を盗んだのだ。けれども私はそれを口実として許すことはできなかった。彼は盗みをした。私が、 仲間の間に規律を保とうとすれば罪を犯した者は罰せらなければならないそれをしなかったら次の村へ行って今度はドルスが同じことをするであろうそうなるとカピまでが誘惑に負けないとは言えぬ私はゼルビノに対し公然刑罰を加えなければならなかったけれど それをするためには彼を捕まえなければならなかった。それはたやすいことではなかった。私はカピの方へ向いた。行ってゼルビノを探しておいで。と私は重おもしく言った。彼は早速言いつけた通りをするために出て行った。けれども、 いつものような元気のないことを私は見た彼の顔つきを見ていると憲兵として彼は私の言いつけを果たすよりも弁護人としてゼルビノをかばってやりたいように見えた私は彼が囚人を連れて帰ってくるのをべんべんと腰掛けて待つほかはなかった気違いじみたかけっこの後で 休息するのが嬉しかった私たちが休んだところはちょうどこんもりした木陰と両側に広々とした野原の開けた掘割の岸であったツールーズを出て初めて青々した涼しい田舎道に出たのだ1時間たったが犬たちは帰ってこなかった 私はそろそろ心配になりだしたとき、やっとカピが一人ぼっち首をうなだれたまま帰ってきた。ゼルビノはどうしたカピはおどおどした様子で平服した。私は彼の片っぽの耳から血の出ているのを見た。私はそれで様子を悟った。ゼルビノは この憲兵に戦いを仕掛けてきたのである私はカピがそうしていやいや私の命令に従いながらもゼルビノとの格闘にわざと負けてやったことが分かったそしてそのために自分もやはり叱られるものと覚悟しているらしく思われた私は彼を叱ることができなかった私は 仕方がないから、ゼルビノが自分から帰ってくる時を待つことにした。私は彼が遅かれ早かれ後悔して帰ってきて、刑罰を受けるだろうと思っていた。私は一本の木の下に手足を踏み伸ばして横になった。ジョリクールはしっかりと腕に抱いていた。それはこの猿までが、 ゼルビノと仲間になる気を起こすといけないと思ったからであった。ドルスとカピは私の足の下で眠っていた。時間がたった。ゼルビノは出てこなかった。とうとう私もうとうと眠りこけた。四五時間たって私は目を覚ました。 日陰でもう時刻の余ほどが経ったことが分かったが、それは日陰を見て知るまでもなかった。私たちの胃袋は一切れのパンを食べてからもう久しい時間の経つことをわめき立てていた。それに、二匹の犬とジョリクールの顔つきだけでも彼らの植え切っていることは分かった。カピとドルスは、 情けない目つきをしてじっと私を見たジョリクールはしかめっ面をしていたでもやはりゼルビノは帰ってはいなかった私は彼を呼び立てたり口笛を吹いたりしたけれども無駄であったたぶんご馳走をせしめたのですっかり腹が膨れてどこかやぶの中に転がって ゆっくり消化させているのであろう厄介なことになってきた私がここを立ち去ればゼルビノは私たちを見つけることができないからそのまま行方知れずになってしまうかといってここにこのままいては少しでも食べ物を買うお金を儲ける機会がまるでなかった私たちの空腹はいよいよやりきれなくなってきた 犬たちは、愛願するような目つきを絶えず私に向けた。そして、ジョリクールはお腹をさすって、怒って、キャッキャと叫んでいた。それでもゼルビノは、まだ帰ってこなかった。もう一度私は、カピをやって、生倉物の行方を探させた。けれども、30分たってから、 やはりカピだけ一人ぼんやり帰ってきた。どうしたらいいであろう。ゼルビノは罪を犯したが、また彼の過失のために私たちはこんなひどい目に遭わされることになったのであるが、彼を振り捨てることはできなかった。三匹の犬を満足に連れて帰らなかったら、親方は何と言うであろう。それに何と言っても、 私はあのいたずら者のゼルビノを可愛がっていた。私は番型まで待つ決心をした。けれど何もせずにいることはできるものではなかった。私たちは何かしていればきっとこれほどひどい空腹を応えないであろうと思った。私は何か気を紛らわすことを考え出したならさしあたりこれほど。 ひもじい思いを忘れるかもしれない。何をしたらよかろう。私はこの問題をいろいろ考えまわした。その時私が思い出したのは、ビタリス親方がいつか言ったことに、軍隊が長い行軍で披露しきると、学隊がそれは愉快の曲を演奏する。それで、 携帯の疲労を忘れさせるようにするというのであったそうだ私が何か愉快な曲をハープで弾いたらきっと空腹を忘れることができるかもしれない私たちはみんなひどく弱りきっているでも何か愉快な曲を弾いたらかわいそうな2匹の犬たちもジョリクールと一緒に踊り出して 時間が早く過ぎるかもしれない私は2本の木に寄せかけておいた楽器を取り出して掘割りの方に背中を向けながら動物たちの列を作って並ばせダンス曲を弾き始めた初めのうちは犬も猿もダンスをする気にもなれないらしかった彼らの欲望は食べ物のほかになかった そのいじらしい様子を見ると、私の胸は痛んだ。けれどもかわいそうに、空腹を忘れなければならなかった。私はいよいよ、調子を高く、早くと弾いた。するとだんだんに音楽がその威力を表してきた。彼らは踊り出した。私は弾き続けた。 うまいふと、私は澄み切った子供の声で、こう叫ぶのを聞いた。その声は、すぐ後ろから聞こえた。私は慌てて振り向いた。一隻の雄船が、掘割の中に止まっていた。その小舟を引っ張っている二匹の馬は、向こう岸に休んでいた。 それは奇妙な小舟であった。私はまだこんな風な舟を見たことはなかった。それは掘割に浮かんでいる普通の舟に比べてずっと丈が短かった。そして水面からわずか高い甲板の上にはガラス少女を立て切った船室があり、その前にはきれいな廊下があって、下の葉で覆われていた。 そこには二人人がいた一人はまだ若い貴婦人で美しいそのくせ悲しそうな顔をしていたもう一人は私ぐらいの年頃の男の子でこれは仰向けに寝ているらしかったうまいと声をかけたのは明らかにこの子供であった 私は彼らを見つけて一度は大変びっくりしたが落ち着くと私は帽子を取って彼らの称賛に感謝の意を表したあなたはお楽しみにやっておいでなのですかと貴婦人は外国なりのあるフランス語で言った私は犬を仕込んでいるのですそれに 自分の気晴らしにも子供は何か言った。夫人はその方に覗き込んだ。あなた、まだやってもらえますかと、その時貴婦人はこちらを向いていった。何かやってくれるか、やらなくってどうするものか、こういうところへ来てくれたお客のために、どうしてやらずにいられよう。 私はそれを二度と言われるまで待たなかった。ダンスにしましょうか喜劇にしましょうか。と私は聞いた。ああ喜劇だ喜劇だと子供が叫んだ。けれども貴婦人は口を挟んで「まあ先にダンスを」と言った。 ダンスはだって短すぎるもの。と、子供は言った。お客様のお望みとございましたら、ダンスの後で違った番組をいろいろ取り替えてご覧に入れましょう。これは、うちの親方の使う工場の一つであった。私はなるべく彼と同じような、しかめつらしい言い方でやろうとした。だが、 なおよく考えると喜劇を所望してくれなかったことは結局ありがたかったなぜといってどうそれをやるか工夫がつかなかったゼルビノという役者が一枚足りないばかりではない芝居をするには衣装も道具もなかったとにかく私はハープを取り上げてまずワルツの第一節を弾いた カピは前足でドルスの腰を抱いて、上手に拍子を取りながら踊り回った。次にジョリクールが一人を踊って、それからそれと私は順々に番組を進めていった。もう少しもくたびれたとは思わなかった。かわいそうな動物どもはやがて、 昼飯の報酬の出ることを知って、一生懸命にやった。私もその通りであった。すると突然、みんなが一緒になってダンスをしている最中に、ゼルビノが、ヤブの陰から出てきた。そして、仲間がそのそばを通ると、彼はズうずうしくも、その仲間に割り込んできた。ハープを引き引き、 役者たちの監督をしながら、私は時々子供の方を見た。彼は私たちの演技に非常な愉快を感じているらしく見えたが、体を少しも動かさなかった。寝台の上に仰向いたまま、ただ両手を動かして拍手喝采した。半身不随なのかしら、板の上に 貼り付けられたた。ように見えたいつの間にか風で船が岸に吹きつけられていたので今は子供をはっきり見ることができた彼は金茶色の髪の毛をしていた顔色は青白くって透き通った皮膚のもとに額の青しずすら見えるほどであったその顔つきには 病人の子供らしいおとなしやかな悲しそうな表情があったあなた方のお芝居のさじき量がいかほどですねと貴婦人は尋ねたおなぐみに相応した台だけいただきますじゃあお母様担当やんなさいと子供が言った 彼はその上、何か私にわからない言葉で言いつけていた。すると貴婦人は、あーさが、お仲間の役者たちをそばで見たいというのですよ。と言った。私は、カピにめくはせをした。大喜びで彼は、船の中へ飛び込んでいった。それから他のは アーサと呼ばれたこの子供は叫んだゼルビノとドルスがカピの霊に習ったそれからお猿はジョリクールもわけなく飛び込むことができたろうでも私は安心がならなかった一度船に乗ったらきっと何か貴婦人の気に入らないような悪さをするかもしれなかった お猿は気が荒いのと、貴婦人は尋ねた。いいえ、そうではありませんが、なかなか言うことを聞きませんから、失礼でもあるといけないと思います。おや、それではあなた、連れておいでなさい。こう言って貴婦人は、火事の方に立っていた男に合図をした。この人は出てきて、へさきから岸に、 板を渡した肩にハープをかけてジョリクールを腕に抱いたまま私は板を渡った「お猿だお猿だ!猿だ」とアーサは叫んだその子供を貴婦人はアーサと呼んでいた私は彼のそばへ寄って彼がジョリクールを撫でたりさすったりしている時私は注意して その様子を見た。実際に彼は一枚の板に、川で体を結びつけられていた。あなた、お父さんはあるのと、貴婦人は尋ねた。い,いえ、今は一りぼっちです。いつまで二ヶ月の間、二ヶ月ですって。まあ、かわいそうに。 あなたぐらいの年頃にどうして一人ぼっち置き去りにされるようなことになったのそんな回り合わせになったのです。あなたの親方さんは二月の間に担んとお金を持って帰れと言いつけたのではないですかそうでしょういいえ奥さん。親方は私に何も言いつけはしません。ただい。 一座のののものと一緒にその間食べてゆかされすればそれでいいんですそれでどれだけお金が取れましたか私は答えようとして躊躇した私はこの美しい夫人の前では一種の恐れを感じたけれども貴婦人は非常に親切に話しかけてくれたし その声はいかにも優しかったから私は本当のことを打ち明ける決心をしたまたそれをしてならない理由は何もなかったそこで私は貴婦人に向かってビタリスと別れた一部始終を話したビタリス親方が私を保護するために刑務所に連れて行かれたこと それから親方がいなくなってから金を取ることができなくなった次第を話した私が話をしている間アーサは犬と遊んでいたが私の言った言葉はよく耳に留めていたじゃあ君たちみんなずいぶんお腹が空いているだろうと彼は言ったその言葉を 動物たちはよく知っていて、犬は喜んで吠え始めるし、ジョリクールは激しくお腹をこすった。ああ、お母様と、アーサーが叫んだ。貴婦人は聞き知らない言葉で半分開けたドアの隙間から頭を出しかけていた女中に何か二言三言言った。間もなく女中は、 食物ををせたた。テーブルを運んできたおかけと貴婦人は言った私は言われるまま早速ハープを脇に置いてテーブルの前にの椅子に腰をかけた犬たちは私の周りに列を作って並んだジョリクールは私の膝の上で踊っていた 君の犬はパンを食べるのと、アーサーは尋ねた。パンを食べるどころですか私が一切りずつ切ってやると、彼らはむさぼるようにして、見る間に平らげてしまった。それからお猿はと、アーサーは言った。けれども、ジョリクールのことで、 気をもむ必要もなかった私が犬にやっている間彼は横合いから肉入りのパンを一切れさらってテーブルの下に潜って息の詰まるほど頬張っていた私自身もパンを食べたジョリクールのように喉には詰まらせなかったけれど同じようにガツガツしてもっとたくさん頬張ったかわいそうに。 かわいそうに」と貴婦人は言ったアーサは何も言わなかったが大きな目を見張って私たちを眺めていた私たちのよく食べるのにびっくりしたのであろう私たちは天でに腹をすかしきっていた肉を盗んで少しは腹に答えのあるはずのゼルビノまでガツガツしていた 君は僕たちに会わなかったら今日の昼飯はどうするつもりだったのとアーサーが尋ねた何を食べるか当てがなかったのです、うん、じゃあ明日は多分明日はまた運よく今日のようなお客様にどこかで会うだろうと思いますアーサーは、 私との話を打ち切って、その時母親の方に振り向いた。しばらくの間、彼らは外国語で話をしていた。彼は何かを求めているらしかったが、それを母親は初めのうち承知したがらないように見えた。するうち、ふと子供はくるりと向き返った。彼の体は動かなかった。 君は僕たちと一緒にいるのは嫌ですかと彼は尋ねた私はすぐ返事はしないで顔だけ見ていた私はこの出し抜けの質問に面食わされていたこの子があなた方と一緒にいてくださればいいと言っているのですよと貴婦人が繰り返した この船にですかそうですよ。この子は病気で、この板に体を弱いつけていなければならないのです。それで、昼間のうちに少しでも愉快に暮らせるように、こうして、船子乗せて外へ出るのです。それで、あなた方の親方が、監獄に入っておいでの間、よければここに、 私たちと一緒にいい。てくださいあなたのその犬とお猿が毎日芸をしてくればアーサと私が見物になってあげるあなたはハープを弾いてくれるでしょう。それであなたは私たちに勤めてくれることになるし私たちは私たちであなた方のお役に立つこともありましょう船の上で 私はまだ船の上で暮らしたことがなかったが、それは私の久しい望みであった。なんという嬉しいこと。私は幸福に心のくらむような感じがした。なんという親切な人たちだろう。私は何と言っていいかわからなかった。私は貴婦人の手を取ってキスした。 かわいそうに、と、かの女は優しく言った。かの女は、私のハープを聞きたいと言った。そのくらい手軽な慰みで済むことなら、私はどうかして、自分がどんなにありがたく思っているか見せたいと思った。私は楽器を手に取って、船のへさきの方へ行った。 静かに弾き始めた。貴婦人はふと唇に小さな銀の呼ぶ小笛を当てて、鋭い根を出した。私はなぜ貴婦人が笛を吹いたのであろうと思って、ちょいと音楽をやめた。それは私の弾き方が悪いからであったか、それともやめろという合図であったか。 自分の身の回りに起こるどんな小さなことも見逃さないアーサは私の不安心らしい様子を見つけたお母様は馬を行かせるために笛を吹いたんだよと彼は言った全くその通りであった馬に引かれた小舟はそろそろと岸を離れて 掘り割りの静かな波を切って滑っていった。両側には木があった。後ろには沈んでゆく夕日の斜めな光線が落ちた。引きたまえな、とアーサーが言った。頭をちょっと動かして彼は母親にそばに来いという合図をした。彼は 母親の手を取ってしっかり握った私は彼らのために親方の教えてくれたありったけの曲を弾いた最初の友達アーサの母親はイギリス人であった名前をミリガン夫人と言ったご家さんでアーサは一人っ子であった 少なくとも生きているただ一人の子供だと考えられていた。なぜというに、かの女は不思議な事情のもと、長男を亡くした。その子は生まれて六月目に人にさらわれてしまった。それからどうしたか、皆目行方がわからなかった。もっとも、その子がかどかされたところ。 ちょうどミリガン夫人は十分の探索をすることのできない境遇であった。かの女の夫は死にかかっていたし、何よりも、かの女自身がひどく患って、身の回りにどんなことが起こっているか、まるっきり分からずにいた。かの女が意識を取り返したときには、夫は死んでいたし、 赤子はいいななくなっていたかの女の実の弟にあたるジェイムズ・ミディガン氏はイギリスはもちろんフランスベルギードイツイタリアと方々に子供を探させたが結局行方は知れなかったそうなると跡継ぎの子供がいないのでこの人が兄さんの財産を相続するつもりでいた ところがやはり、ジェイムズ・ミリガン氏は兄さんから何も相続することができなかった。なぜというに、夫人の夫の死後、七ヶ月目に、夫人の二番目の息子の、アーサーが生まれたのであった。けれども、お医者たちは、この病心な、ひ弱な子供の育つ見込みはないと言った。彼は、 いつ死ぬかかもしれなかったその子が死んだ場合にはジェイムズ・ミリガン氏は財産の相続をすることになるであろうそう思って彼はあてにして待っていたけれども医者の予言はなかなか実現されなかったアーサはなかなか死ななかったもう20度も追っかけ追っかけ 難儀な病という病にかかってそれでも生きていたそのたんびにこの子を生かしたものは母親の看護の力であった最後の病は洋室であったそれには四重板に寝かせておく方がいいというので板の上に体を弱いつけて動けないようにした けれどもそれをそのまま家の中に閉じ込めておけば今度は気鬱と空気の悪いために死ぬかもしれないそこでかの女は子供のためにきれいな浮いて動く家をこしらえてやってフランスの国中のいろいろな川を旅行しているのであったその両岸の景色は病人の子供が寝ながらただ目を開いてさえすれば 目の前に動いていくのであったもちろんこのイギリスの貴婦人と息子について私はこれだけのことを残らず初めての日に聞いたのではなかった私は時々かの女といる間に少しずつ細かい話を聞いた私が初めの日に聞いたことはただこの船の名が白鳥号だということ それから私が部屋と定められた繊維質がどんなものでがあるかということだけであった私は高さ7尺幅34尺の可愛らしい繊維質を一つあてがわれたそれは何という不思議な部屋に思われたであろう部屋のどこにもシみ一つついていなかったその繊維質に備えつけた たった一つの道具は衣装戸棚だけであった。けれど、なんという戸棚だろう。値台と布団と枕と毛布団がその下から出てきた。そして値台についた引き出しには、ハケや櫛やいろいろなものが入っていた。椅子やテーブルというようなものは少なくとも、 普通の形をしたものはなかったが、壁に板がぴったりくっついている。それを引き出すと、四角なテーブルと椅子になった。この小さな寝台に眠ることが、どんなに私を喜んだであろう。生まれて初めて、私は柔らかい敷物を肌に当てた。バルブレンのおっかーのうちのは、非常に硬くって、 いつも荒く頬をこすった。ビタリス老人と私は大抵敷物なしで眠った。キッチン宿にあるものはみんなバルブレンのおっかのうちのと同様にゴリゴリしていた。私は来る朝早く起きた。一座の連中が一晩どんなふうに過ごしたか知りたかったからである。 見ると彼らはみんな前の晩に入れてあったところにいてこのきれいな小舟はもう何ヶ月も彼らの家であったかのようによく眠っていた犬たちは私が近づくと跳ね起きたがジョリクールは片目を開いているくせに動かなかったかえってラッパのような大いびきをかき始めた私はすぐに その訳を悟った。ジョリクールは大変怒りっぽかった。彼は一度腹を立てると長い間、むくれていた。今の場合は、昨夜べ私が彼を選出に連れていかなかったのを面白く思わなかったので、わざとふて寝をして不機嫌を示していたのであった。私は なぜ彼を甲板の上に置いていかなければならなかったかその訳を説明することができなかったそれで少なくとも外見だけでも私は彼にすまなかったと感じているふうを見せるために彼を腕に抱いてなでたりさすったりしてやったはじめは彼もむくれたままでいたがまもなく気が変わりやすい性質だけに 何か他のことに考えが移って、手真似で、よし、外へ散歩に連れて行くなら勘弁してやろう、という意を示した。甲板を掃除していた男が、気軽に板を渡してくれたので、私は部下を連れて野原へ出た。犬とかけっこしたり、ジョリクールをからかったり、堀を飛んだり、 木登りをして遊んでいるうちに時間が経った。帰ってみると馬は箱柳の木につながれてすっかり支度ができて小舟はいつでも出発するようになっていた。私たちがみんな船の上に乗ってしまうと間もなく船をつないだ大砂は解かれて船頭は火事を漁者は 手綱を取った引き綱の滑車がギーギー鳴って馬は引き船の道をカッパカッパ歩き出したこれでも動いているかと思うほど静かに船は水の上を滑っていったそこに見えるものは小鳥の歌と船にあたる水の音 それから、馬の首につけた鈴のチャランチャランだけであった。ところどころ、水は濃い緑色に見えて、大変深いようであった。そうかと思うと、水晶のように澄み切っていて、水の底で、キラキラ光る小石田のビロードのような水草を透かしてみることができた。私が水の中をじっと覗き込んでいると、 誰かが私の名を呼んだ。それは、アーサであった。彼は、例の板に乗せられて、運び出されていた。君、よく眠れたかいの天に眠るよりも。と、彼は尋ねた。私は半分、ミリガン夫人に挨拶するように、丁寧によく眠れたことを話した。犬は アーサーが聞いた。私は彼らを呼んだ彼らはジョリクールと一緒に駆けてきたこの猿はいつも芝居をやらされると思う時にするようにしかめっ面をしていたミリガン夫人は息子を日陰に置いて自分もそのそばに座ったそれではあちらへ。 犬と猿を連れて行ってください。私たちは家業がありますから。と、かの女は言った。私は連中を連れて、へさきの方へ退いた。あの気の毒な病人の子供に、どんな家業ができるのだろう。私は彼の母親が手に本を持って、息子に家業を授けているのを見た。 彼はそれを覚えるのがなかなか困難であるらしく見えた。四十、母親は優しく責めていたが、同時になかなか手強かった。いいえ、と、かの女は最後に言った。あーさ、あなたはまるで覚えていません。僕できません。お母様、僕本当にできないんです。 彼は泣くように言った僕病気なんですあなたの頭は病気ではありませんあーさ病人だからといってだんだんバカになるような子を私は好きませんこれはずいぶん残酷なように私には思われたけれどかの女はあくまで優しい親切な調子で言った なぜあなたはこんなに情けない思いをさせるでしょうあなたが習いたがらないのがどんなに私には悲しいかわかるでしょう僕できません。お母様、僕できないんです。こう言って彼は泣き出した。けれども、ミリガン夫人は子供の涙に任されはしなかった。そのくせ、 かの女は非常に感動して、ますます悲しそうになっていた。私も今朝、あなたをルミや犬たちと遊ばせてあげたいのだけれど、すっかりお話を覚えるまでは遊ばせることはできません。こう言って、かの女は本をアーサに渡して、一人置き去りにしたまま向こうへ行った。私の立っていたところまで、 彼の泣き声が聞こえた。「あれほどまでに愛しているらしい母親がどうしてこのかわいそうな子供にこれほど厳格になれるのであろう。アーサの覚えられないのは病気のせいなのだ。かの女は優しい言葉一つかけないで入ってしまうのであろうか。しばらくたってかの女は戻ってきた。 もう一度二人でやってみましょうね。と、かの女は優しく言った。かの女は子供の脇に腰をかけて、本を手に取って、オオカミと子羊というお話を読み始めた。アーーはその読み声について、文句を繰り返した。三度、初めからしまいまで読み返して、それから本を アーサに返してあとは一人で習うように言いつけて船の中に入ってしまった私はアーサの唇の動くのを見た彼は確かに一生懸命勉強していたけれども間もなく目を本から離した彼の唇は動かなくなった彼の目は きょろきょろとあてもなく迷ったが、本には戻ってこなかった。ふと彼の目は私の目を見つけた。私は家業を続けてやるように彼に目くばせをした。彼は注意を感謝するように微笑した。そしてまた本を読み始めた。けれども前のようにやはり、 彼は考えを一つに集めることができなかった。彼の目は川のこちらの岸から向こう岸へと迷い始めた。ちょうどその時、一羽のカワセミが矢のように早く船の上をかすめて青い光をひらめかしながら飛んだ。アーサは頭を上げてその行方を見送った。鳥が行ってしまうと、 彼は私の方を眺めた。僕、これが覚えられない。と彼は言った。でも僕覚えたいんだ。私は彼のそばへ行った。この話はそんなに難しくはありませんよ。と私は言った。うん、難しい。 大変難しいんだ。僕にはずいぶん優しいと思いますよ。あなたのお母様が読んでいらっしゃるときに聞いて僕は大抵覚えました。彼はそれを信じないように微笑した。行ってみましょうか。できるもんか。やってみましょうか。本を持っていらっしゃい。 彼はまたた。本を取り上げた私はその話を暗証し始めた私はほとんど完全に覚えていたいやあ君知っているのそんなによくは知りませんけれどこの次の時までには一つも間違えずに言えるでしょうどうして覚えたのあなたのお母様が読んでいらっしゃる間 僕は聞いていました。ただ一生懸命に、そこらのものを見向きしたりなんぞせずに聞いていたのです。彼は顔を赤くした。そして目をそらした。僕も君のようにやってみよう。と彼は言った。けれど、いちいちの言葉をどうしてそう覚えたか、 言ってて聞かせてくれた前私はそれをどう説明していいかわからなかった。そんなことを考えてみたことはなかった。けれど、やれるだけは説明してみた。このお話は何の話でしょうと私は言った。羊のことでしょねえ。だから何より先に僕は、 羊のことを考えました。それから羊は何をしているか考えます。多くの羊は安全な檻の中で住んでいました。というのだから羊が檻の中で安全にして転がって眠っているところが見えてきます。そういうふうに目に浮かべると忘れません。そうだそうだと彼は言った。 僕は見えるよ。黒い羊だの、白い羊だの、織も、格子も見える。羊の番をするのは何ですか犬さ。羊が檻の中にいて、番をしないで済むとき、犬は何をするでしょう何にも仕事はない。では、犬は眠ってもいいでしょう ですから、犬は眠っていました、というのです。そうだ、わけはない。ええ、わけはないですともん。今度は、他のことに移ります。では、犬と一緒に番をするのは誰です羊飼いさ。その犬や羊飼いは、羊が大丈夫だと思うと、 何をししていたでしょう犬は眠っていたのさ羊飼いは遠くの方へ行って他の羊飼いたちと上を吹いて遊んでいたあなたはそれが見えますかええどこにいます履歴の陰に一人ですかいいえ 近所の羊飼いと一緒にそら羊や檻や犬や羊飼いのことを考えてごらんなさいそれができればこのお話の始めの方は暗証ができるでしょうええやってごらんなさい多くの羊は安全な檻の中におりましたから犬はみな 眠っていました。羊飼いも大きな履歴の陰に近所の羊飼いたちと笛を吹いて遊んでいました覚えていた覚えていた間違いはなかったアーサは両手を打って叫んだあともそういう風にして覚えたらどうですそうだな君と一緒にやれば。 きっと覚えられるああお母様がどんなに喜ぶだろう朝ーはやがてお話残らずを心の目に浮かべるようになった私はできるだけいちいちの細かい話を説明した彼がすっかり興味を持ってきた時に私たちは一緒に文句をさらったそして15分後では 彼はすっかり卒業をいていた。やがて母親は出てきたが、私たちが一緒にいるので不機嫌らしかった。かの女は私たちが遊んでいたと思った。けれどアーサはかの女に口をきかせるいとまを与えなかった。僕、覚えました。と彼は叫んだ。ルミが、 教えてくれました。ミリガン夫人はびっくりして私の顔を見たけれどかの女が訳を問う先にアーサは狼と子羊のお話を暗唱しだした私はミリガン夫人の顔を見たかの女の美しい顔は微笑にほころびた そのうち私はかの女の目に涙が浮かんだと思った。けれどかの女は慌てて息子の方を覗き込んでその体を両腕にかけた。かの女が泣いていたかどうか確かではなかった。言葉には意味がないのだから目に見える事柄を考えなければいけないのです。ルミは 僕に笛を吹いている七つじいだの犬だの羊だのそれからオオカミだのを考えさせてくれましたおまけに羊飼いの吹いている節まで聞こえるようになりましたお母様僕歌を歌ってみましょうかこう言って彼はイギリス語の悲しいような歌を歌った今度こそ ミリガン夫人は本当に泣いていた。なぜなら、かの女が席を立ったとき、私はアーーの方が、かの女の涙で濡れているのを見た。そのとき夫人は、私のそばに寄って、私の手を自分の手の中に押さえて、優しく締め付けた。あなたはいい子です。と、かの女は言った。 私がこのちょいとした出来事を長々と書くには訳がある。夕べまでは私も宿なし小僧で一座の犬や猿たちを連れて船のそばへやってきて病人の子供を慰めるだけのものであった。けれどこの家業のことから私は犬や猿から引き離されて 病人の子供の相手になり、ほとんど友達になったのである。もう一つ、言っておかなければならないことがある。それはずっと、後で知ったことであるが、ミリガン夫人は実際、この息子の物覚えの悪いことを、もっと正しく言えば、何も物を覚えないことを知って、塞ぎ切っていた。病人の子ではあっても、 勉強はさせておきたい、と夫人は思った。それに、病気が長引くだろうから、今のうちに物を習う習慣をつけておいて、いつか回復したとき、無駄になった時間を取り返すことができるようにしたいと考えたのであった。ところが、その日までも、かの女はそれが思うようにならないでいた。アーサは、 決して勉強することを嫌だとは言わなかったが注意と熱心がまるでがけていた書物を手に乗せれば嫌とは言わずに受け取った手は喜んでそれを受け取ろうとして開いたが心はまるで開かなかったただもう機械のように動いて強いて頭に押し込まれた言葉を空に繰り返しているというだけであった そういうわけで息子に失望した母親の心には絶え物ない物思いがあった。だからアーサーが今たった半時間でお話を覚えて一時を違えず暗唱して聞かせるのを聞いたときかの女の嬉しさというものはなかった。それはもっともなわけであった。私は今思い出してもこの船の上に ミリガン夫人やアーサと過ごしたあの自分が少年時代で一番愉快な時であったと思うアーサは私に熱い友情を寄せていたし私の方でもわざとでなしにまた気の毒という同情からでなしに自然と彼らを兄弟のように思っていた二人は喧嘩一つしたことはなかった 彼には彼のような身分にありがちな威張ったところは微塵もなかった。私の方も少しも引け目は感じなかった。また、引け目を感じなければならないなど、と思ったことすらなかった。これはきっと私が子供で世の中を知らないためであったろう。しかし、それには確かに、 ミリガン夫人の行き届いた親切のおかげもあった。かの女は大抵自分の子供のようにして私に話しかけた。それにこの船の旅が私には実に面白かった。一時間と退屈したこともなければ疲れたと思うこともなかった。朝から晩まで私の心はいつも充実しきっていた。 鉄道ができて以来、フランス南部地方の運河を見に来る人もなければ、知る人すらないようになったが、でもこれは、やはりフランス名物の一つであった。私たちは、ローラゲーのビーフランシュからアビニオンヌまで行って、アビニオンヌからノールーズの岩まで行った。ノールーズには、 この運河の開作者であるリケの記念品が大西洋に注ぐ水と地中海に落ちる水とでがわかる分水嶺の頂に建てられてあったそれから私たちは水車の町であるカステルノーダリを下って中世の都市であったカルカッソンヌへそれから貯水港の珍しい フフスフランヌの肛門を抜けてベジエールに下った面白いところでは私たちは大層ゆっくり船を進めたけれど景色がつまらなくなると馬は引き船の道を足早にとっととかけたいつどこで止まっていつまでにどこまでいつかなければならないということもなかった 毎日同じ決まった食事の時間に、炉台の上に集まって、静かに両岸の景色を眺めながら食事をした。日が沈むと、船は止まった。日が昇ると、船はまた動き出した。雨でも降ると、私たちは船室の中に入って、勢いよく燃えた火を取り巻いて座る。 病人の子供が風邪をひかないためであったそういうときミリガン夫人は私たちに本を読んで聞かせたりガチョウを見せたり美しいお話をして聞かせたりしたそれから夜晴れた日には私には一つ役目があった船が止まったときに私はハープを丘に持って降りて少し遠く離れた 木陰に腰をかけるそれから木の枝の茂った中に隠れて一生懸命弾いたり歌を歌ったりするのである静かな晩などアーサは誰が弾いているか見えないようにして遠くの音楽を聴くことを好んだそこで私がアーサの好きな曲を弾くと彼は アンコールと声をかけるそれで私は同じ曲を二度繰り返して弾くのであるそれはバルブレンのッカ母のロバタに育ちビタリス老人と誇りっぽい街道を流浪して歩いた田舎育ちの少年にとっては思いがけない美しい生活であったあの気の毒な養母がこしらえてくれた 塩のじゃがいもとミリガン夫人の料理版のこしらえる果物入りのうまいお菓子やゼリーやクリームやおまんじゅうと比べるとなんという相違であろうあのビタリソーやかとのあとからとぼとぼくっついて沼のような道や横殴りな雨や焦げつくような太陽の中を歩き回るのとこの美しい小舟の旅と比べては なんというう。であろう料理はうまかった。そうだ、まったくすばらしかった。腹も減らないし、くたびれもしないし、暑すぎもせず、寒すぎもしなかった。けれど、本当に正直なことを言えば、私が一番深く感じたのは、この夫人と子供の珍しい親切と、 愛情であった「二度も私は私の愛していた人たちから引き離された」「最初は懐かしいバルブレンのおっ母からそれからビタリス親方から私は犬と猿と一緒に空腹で惨めなまま捨てられた」「そこへ美しい婦人が私と同じ年頃の子供を連れて現れた」 私を迎えて、まるで私が兄弟でもあるかのように扱ってくれた。たびたび私は、アーサが寝台に植えつけられて、青い顔をして眠っているところを見ると、私は彼を羨んだ。健康と元気に満ちた私が、かえって病人の子供を羨んだ。それは、私が羨むのは、 この子を引き包んでいる贅沢ではなかった美しい小筆ではなかったそれは彼の母親であったああどのくらい私は自分の母親を欲しがっているだろう彼の母親はいつでも彼にキスしたそして彼はいつでもしたい時に両腕にかの女を抱くことができた その優しい夫人の手は、たまたま私に向けられることもあっても、私からは思い切って、それに差し障り得ないのではないか。私は自分にキスしてくれる母親、私がキスすることのできる母親を持たないことを、悲しいと思った。あるいはいつかまた、私もバルブレンのおっかーに会うことがあるかもしれない。 それはどんなに嬉しいことであろう。でも私はもうかの女を母親と呼ぶことはできない。なぜならかの女は私の本当の母親ではないのだから。私は一人ぼっちだった。私はいつでも一人ぼっちでいなければならない。誰の子供でもないのだ。私はもうこの世の中は もう何でも思うようになるところではないことを知るだけに大きくなっていた。それで私は母親もないし家族もないから友達でもあればどんなに嬉しいだろうと思っていた。だからこの小舟に来て私は幸福であった。本当に幸福であった。けれど、ああ、それは長く続けることはできなかった。 私がまた昔の生活に帰る日はおいおいに近づいていたステンゴ旅の日数の経つのは早かった親方が刑務所から出てくる日がずんずん近づいていた船がだんだんツールーズから遠くなるにしたがって私はこの考えに 心を苦しめられていた船の旅はこの上なく面白かった何の苦労もなければ心配もなかったこれがせっかく水の上を気軽に通ってきた道を今度は足でとぼとぼ歩いて帰らなければならない時が時期来るのだこれはたまらなく面白くないことであった そうなれば、もう値段もなければクリームもない。お菓子もなければ、テーブルを取り巻いた楽しい夜会もなくなるのだ。でも、それよりもこれよりも一番つらいのは、ミリガン夫人とアーサトに別れることであった。私は、この人たちの友情から離れなければならないであろう。 その辛さはバルブレンのおっか別れたときと同じことであろう。私はある人々を慕ったり、その人々からかわいがられると、もう一生、その人たちと一緒に暮らしたいと思う。それがあいにく、いつもじきその人たちと別れなければならないようになる。いわば、 ちょうどその人たちと別れるために愛し愛されたりするようなものであったこの頃の楽しい生活の間にただ一つこの真通が私の心を曇らせたある日とうとう私は思い切ってミリガン夫人にツールーズへ帰るにはどのぐらいかかるだろうと聞いた 親方が刑務所から出てくる日に私は刑務所の戸口で待っていようと思っていたのであるアーサーは私が帰っていくという話を聞くと急に叫び出した「帰っちゃ嫌だルミ行ってしまっては嫌だ」彼はすり泣きをしていた私は彼に 自分がビタリソーヤカとのものになっていること彼が金を出して両親から私を借りていることようなある時いつでも帰らなければいけないことを話した私は両親のことを話したけれどもそれが本当の父親でも母親でもないことは話さなかった私は 自分が捨て子であるということを恥に思った。往来で拾われた子供だということを白状することを恥に思った。私は孤児院の子供というのがどんなに侮られるものであるか知っていた。世の中で捨て子であるということほど嫌なことがあろうとは。 私には思えなかったそれをミリガン夫人やアーサに知られることを好まなかったそれを知られたらあの人たちは私を嫌うようになるだろうお母様ルミはどうしても止めておかなければダメですよとアーサは言い続けた私も ルミをここへ止めておくことは大変結構だと思うけれどとミリガー夫人は答えた私たちはずいぶんあの子を好きになったのだからねでもこれには二つ厄介なことがある第一にはルミがいたがっているかどうかああそれはいますともいますとも 朝が叫んだねえルミ行きたかないねツールーズでなんか第2にはとミリガン夫人が構わず続けたこの子の親方が手放すだろうかどうかということですよルミが先ですルミが先ですと アーサは言い張ったビタリスはいい親方であった彼が私にものを教えてくれたことに対しては私は非常に感謝していたけれども彼と暮らすのとアーサとこうして暮らすのとではとても比較にはならなかった同時に 親方に持つ尊敬とミリガン夫人とその病身の子供に対して持つ愛着とは比較にはならなかった私はこういう外国人を世話になった親方よりありがたいものに思うのは間違っていると感じていたけれどもそれはその通りに違いなかった私は ミリガン夫人とアーサを心から愛していたルミンが私たちのところにでもいいことばかりではないでしょうとミリガン夫人は続けたこの船にだって遊び半分ではいられませんルミンもやはりあなたと同じように たくさん勉強をしなければなりません。とても青空の下で旅をして回るような自由な境涯ではないでしょう。ああ僕の思っていることがお分かりでしたらと私は言いかけた。ほらほらねお母様。と朝ー,ーが口を出した。では、 私たちがこれからしなければならないことは、とミリガン夫人が言った。この子の親方の承諾を受けることです。私はまあ手紙をやって、ここへ来てもいいように頼んでみましょう。こちらからツールーゼは行かれないからね。私は記者賃を送ってあげて、なぜこちらから記者に乗って行かれないか。 そのをよく書いてあげましょう。つまりこちらへ呼ぶことになるのだが多分承知してくださることだろうと思うからそれで相談した上で親方がこちらの申し出を承知してくだされば今度はあなたのご両親と相談することにしましょう。無論、黙っていることはできないからね。 この最後の言葉で私の美しい夢は破れた。両親に相談する。そうしたら彼らは私が内緒にしようとしていることをすぐ言い立てるだろう。私が捨て子であるということを言い立てるだろう。ああ、捨て子。そうなれば。 アーサもミリガン夫人も私を嫌うようになるだろう。まあ自分の父親も母親も知らない子供がアーサの友達であったか私はミリガン夫人の顔をまともに眺めた何と言っていいか私は分からなかったかの女はびっくりして私の顔を見た。 私がどうしたのか、かの女は尋ねようとしたが、私はそれに答えもできずにいた。多分親方が帰ってくるという考えに気が転倒していると考えたらしく、その女はその上、強いては問わなかった。幸いに、じき眠る時間が来たので、朝からいつまでも不思議そうな目で見られずに済んだ。 やっと心配しながら自分の部屋に一人閉じこもることができたこれは私が白鳥号に乗り合わせて以来初めての不愉快な晩であったそれは恐ろしく不愉快な長い熱病を患ったような心持ちであった私はどうしたらいいだろう何と言えばいいのだ 多分親方は私を手放さないであろうそうなれば彼らはどうしたって本当のことは知らずにいよう彼らは私の捨て子であるということを知らずに済むだろう素性を知られることについての私の周知と恐怖があまりひどかったので もう朝親子と別れても仕方がないビタリスが何でも自分と一緒に来いと主張することを希望し始めたくらいであったそうなれば少なくとも彼らはこの後私を思い出すたんびに嫌な気がしないであろうそれから3日たってミリガン夫人はビタリスに送った手紙の返事を受け取った 彼は夫人の分位をよく組んで向こうから来てかの女に会おうと言ってきた次の土曜日の2時の汽車でセットへ着くはずにするからと言ってきた私は犬たちとジョリクールを連れて彼に会いに停車場まで行くことを許されたその朝になると 犬たちは何か変わったことでも起こると思ったかひどくはしゃいでいたジョリクールだけは知らん顔をしていた私は非常に興奮していた今日こそ私の運命が決められる日であった私に勇気があったら親方に頼んで捨て子であるということを ミリガン夫人に言ってもらわないように頼むことができたであろうけれども私は彼に対してすら捨て子という言葉を口に出して言うことができないような気がしていた私は犬をひもでつないでジョリクールは上着の下に入れて停車場の片隅に立って待っていた私は 身の回りに起こっていることはほとんど目に入らなかった記者のついてくれたのを教えてくれたのは犬であった彼は主人の匂いを嗅ぎつけたふと私の押さえている紐もを前に引くものがあった私はうっかり見張りを緩めていたので 彼らは抜け出したのであった吠えながら彼らは前へ飛び出した私は彼らが親方に飛びかかるのを見た他の2匹に比べては激しくしかもしたたかにカピがいきなり主人の腕に飛びかかったゼルビノとドルスがその足に飛びかかった 親方は私を見つけると手早くカピをどけて両腕を私の体に投げかけた初めて彼は私にキスした「ああよく無事でいてくれた」と彼はたびたび言った親方はこれまで私につらくはなかったが こんふうに優しくはなかった私はそれに慣れていなかったそれで私は感動して思わず涙が目の中にあふれたそれに今の私の心持ちはたやすくものにうがかされるようになっていた私は彼の顔を眺めた 刑務所に入っている間に彼は非常に年を取った背中も曲がったし顔は青いし唇に血のけはなかったルミ私は変わったろうなあと彼は言った刑務所は決して愉快なところではなかった それに苦労というものはたちの悪い病気のようなものだけれどももう出てくれば大丈夫だこれからは良くなるだろうそれから話の題を変えて彼は言い続けた「私のところへ手紙をよこした奥さんのことを話しておくれ」 どうしてその奥さんと知り合いになったのだ私はここでどうして白鳥号に乗って堀割をこいでいたミリガン夫人とアーサに出会ったかそれから私たちの見たことしたことについて詳しく話した私は自分でも何を言っているのかわからないほどのべつ幕なしに話をした こうして私は親方の顔を見るとこれから別れてミリガン夫人のところにいたいと言い出す気にはなれなかった私たちはまだ話のすっかりすまないうちにミリガン夫人の泊まっているホテルに着いた親方は夫人が手紙で何と書いていたかそれは言わなかったから 私はかの女の申し出がどんなものであるか何にも知らなかった。その奥さんは私を待っていられるのかな。と私たちがホテルに入った時に彼は言った。ええ、僕が今奥さんの部屋に案内しましょう。と私は言った。それには及ばないよ。 と彼は答えた私は一人で上がっていく。お前はここでジョリクールや犬たちと一緒に私を待っておいで。私はいつでも彼に従順であったけれども、この場合は彼と一緒にミリガー夫人の部屋に行くことが私としても無論正当でもあり、自然なことだと思っていた。 けれども、手真似で彼が私の唇に出かかっている言葉を抑えると、私はいやいや、犬や猿と一緒に舌に残っていなければならなかった。どうして彼は、ミリガン夫人と話をするのに、私のいることを好まなかったか。私はこの質問を心の中で繰り返し繰り返し尋ねた。 それでもまだ、冥界の答えが得られずに考え込んでいたときに、彼は戻ってきた。行って奥さんにさようならを言っておいで。と、彼は言葉短に言った。私はここで待っていてやる。あと10分のうちに立つのだから。私は、雷に打たれたような気がした。 それ。と、彼は言った。お前は、私の言ったことがわからないか。何を気の抜けた顔をして立っている。早くしないか。彼はまだ、こんな風に荒っぽくものを言ったことがなかった。機械的に私は服従して立ち上がった。何が何だか。 わからないような顔をしていた「あなたは奥さんになんとお言いに?」二足三足行いきかけて私は問いかけた「私はお前がなくてはならないしお前にも私は必要なのだ」したがって「私はお前に対する私の権利を捨てることはできません」と言ったのさ。 行糸まごいが済んだらすぐ帰れ。私は自分が捨て子だったという考えばかりに気を取られていたから私がこれですぐ立ち去らなければならないというのはきっと親方が私の素性を話したからだとばかり思っていたミリガン夫人の部屋に入るとアーーが涙を流している。 そのそばに母の夫人が寄り添っているところを見たルミ君は行っては嫌だよ。ねえルミ行かないと言ってくれたまえ。と彼はすすり泣きをした私はものが言えなかったミリガン夫人が私の代わりに答えたつまり 私が今親方に言われた通りにしなければならないことを朝ーサに言って聞かせた親方さんにお願いしましたがあなたをこのまま私たちにくださることを承知してくださいませんでしたミリガン夫人はいかにも悲しそうな声で言った「あの人は悪い人だ」 アーサが叫んだ。いいえあの人は悪い人ではありません。とミリガン夫人は言ったあの人にはあなたが大事で手放せないわけがあるのですそれにあの人はあなたを可愛がっていられるあの人はああいう身分の人のようではない どうして立派な口の聞き方をなさいましたお断りになる理由としてあの人の言われたのはそうこうです私はあの子を愛しているあの子も私を愛している私があれに授けている世間の修行はあれにとって あなた方といるよりもずっといいはるかにいいのだあなたはあれに教育を授けてくださるでしょそれは本当だなるほどあなたはあれの地を養ってくださるだろうだがあれの人格は作れませんそれを作ることのできるのは 人生の観難ばかりです。あれはあなたの子にはなれません。やはり私の子供です。それはどれほどあれにとって居心地がよかろうとも、あなたの病身のお子さんのおもちゃになっているよりは、はるかにましです。私もできるだけあの子供に教えるつもりですから。 好意になるのですよでもあの人ルミの父さんでもないくせにと朝は叫んだそれはそうですでもあの人はルミの主人ですルミはあの人のものですさしあたりルミはあの人に従う他はありません この子の両親が親方さんにお金で貸したのですからでも私はご両親にも手紙を書いてやれるだけはやってみましょうああいけませんそんなことをしてはいけません私は叫んだそれはどういうわけですいいえどうかよしてください でもそのほかに仕方がないんですものああどうぞよしてくださいミリガン夫人が両親のことを言い出さなかったなら私は親方がくれた10分の時間以上をさようならを言うために費やしたであろうご両親たちはシャバノンにいるんでしょ ミリガン夫人は尋ねたそれには答えないで私はアーサの方へ行って両腕を彼の体に回してしばらくはしっかり抱きしめていたそれから彼の弱い腕から逃れて私は振り向いてミリガン夫人の手に差し伸べたかわいそうに の女は私の額にキスしながらつぶやいた私は戸口へかけていった「朝、アー,サー私はいつまでもあなたを愛します」と私は言ってこみ上げてくる涙を飲み込んだ「奥さん私は決して」 決してあなたを忘れませんルミルミとアーサーが叫んだその後の言葉はもう聞こえなかった私は手早くドアを閉じて外に出た1分間の後私はビタリスと一緒になっていた さあ出かけよう」と彼は言ったこうして私は最初の友達から別れた吹雪と狼また私は親方の後について痛い肩にハープを結びつけたまま雨が降っても 日が照りつけても塵や泥にまみれて旅から旅へ毎日流浪して歩かなければならなかった広場でアホーの役を演じて笑ったり泣いたりしてみせてご臨席の貴賓諸君のご機嫌を取り結ばなければならなかった長い旅の間再三私は アーサやその母親や白鳥号のことを考えて足が進まないことがあった「汚らしい村に入ると私はあのきれいな小舟の性質をどんなに思い出したろう」「それにきちん宿の寝床のどんなに硬いことであろう」「もう二度と」 母さとも遊べないしその母親の優しい声も聞くことはできないそれを考えるだけでも恐ろしかったこれほど深いしつこい悲しみの中で嬉しいことには一つの慰めがあったそれは親方が前よりはずっと優しく 和になったことであった彼の私に対する様子はすっかり変わっていた彼は私の主人というより以上のものであるように感じたもうたびたび思い切って彼に抱きつきたいと思うほどのことがあったそれほどに私は愛情を求めていた けれども私にはそれをする勇気がなかった親方はそういうふうに馴れ馴れしくすることを許さない人であった初めは恐怖が私を彼から遠ざけたけれどこの頃はは何とは知れないがぼんやりといわば尊敬に似た感情が私と彼を隔てていた 私がいよいよ村の家を出る自分には普通の貧乏な階級の人たちと同じように親方を見ていた私は世間並みの人から彼を区別することができずにいたがミリガン夫人と2ヶ月暮らした間に私の目は開いたし知恵も進んだよく気をつけて 親方を見ると態度でも様子でも彼は非常に高貴なところがあるように見えた彼の様子にはミリガン夫人のそれを思い出させるところがあったそんな時私は「バカな親方はたかが犬や猿の見せ物しというだけだしミリガン夫人は貴婦人である。 それが似回あったところがあるはずがないと思った。だが、そう思いながらよくよく見ると、私の目が間違わないことが確かになった。親方は、そうなろうと思えば、ミリガン夫人が貴婦人であると同様に、真摯になることができた。ただ違うことは、 ミリガン夫人がいつでも貴婦人であるのに反して親方がある場合だけ紳士であるということであったでも一度そうなればそれは立派な紳士になりきってどんな無効水などんな乱暴な人間でもその異性に押されてしまうのであっただからもともと向こう水でも乱暴でもなかった私は 余計異性に打たれて言いたいことも言い言えずにしまったそれは向こうから優しい言葉で誘い出してくれる時でもそうであったセットを立ってからのちしばらく私たちはミリガン夫人のことや白鳥号に乗っていた間のことを口に出すことをしなかったけれども だんだんとそれが話の種になるようになってまず親方がいつも話の口を切ったそうしてそれからは一日もミリガン夫人の名前の口に登らない日はないようになった「お前はすいていたのだねあの奥さんを」と親方が言ったそうだろう それは私もわかっている。あの人は親切であった。まったくお前には親切であった。その恩を忘れてはならないぞ。その後で彼はいつも言い出した。だが、仕方がなかったのだ。こういう親方の言葉を 初めはめ私も何のことだかわからなかったするうちだんだんそれはミリガン夫人がそばへ置きたいという申し出を拒んだことを指して言うのだと分かった親方が仕方がなかったと言った時こういう考えになっていたのは確かであったその上この言葉の中には 後悔ににたた心持ちが含まれていたように思われた彼はアーサのそばに私を残しておきたいと思ったのであろうけれどそれはできないことだったというのであるでもなぜ彼がミリガン夫人の申し出を承知することができなかったかよくは分からなかったし あの時夫人が繰り返して言って聞かせてくれた説明もあまりよくはわからずにしまったが親方が後悔しているということがわかって私の心の底に満足したもうこれでは親方も承知してくれるだろうそうしてこれは私にとって大きな希望の目標になった それにしても、なぜ白鳥号には出会わないのであろう。それは、ローヌ川を登っていくはずであった。そうして私たちは、その川の岸に沿って歩いていた。それで歩きながら、私の目は、両側を限っている丘や、豊穣の田畑よりも、余計、水の上に注がれていた。 私たちがアルルとかタラスコンとかアビニオンモンテリマールバランスツールノンビエンヌなどという町に着いた時に一番先に私の行ってみるのは鳩場か橋の上でそこから川の上流を見たり下流を見たり私の目は白鳥号を探した。 遠方に半分、黒い霧に隠れてぼんやりした船の影でも見つけるとそれが白鳥号であるかないか見分けられるほど大きくなるのを待つのであったでもそれはいつも白鳥号ではなかった時々私は思い切って船頭に聞いてみた私の探す 美しい船の模様を話してそういう船を見なかったとか尋ねたでも彼らは決してそういう船の通るのを見たことがなかったこの頃では親方も私をミリガン夫人に渡そうと決心していた少なくとも私にはそう想像されたからもはや私の素性を告げたり バルブレンのおっかに手紙をやったりされる恐れがなくなったその方の事件は親方とミリガン夫人との間の相談でうまくまとめてくれるだろうそう思って私の子供らしい夢でいろいろに事件を処理してみたミリガン夫人は私をそばに置きたいと言うだろう 親方は私に対する権利を捨てることを承知してくれるだろうそれで一切事済みだ私は何週間もリヨンに滞在していたその間暇さえあれば幾度も私はローヌ川とソーヌ川の鳩場に行ってみたおかげでええー、ねえ チルジット、ラ・ギョッチエールロテルデューなどという橋のことは生え抜きのリヨン人同様によく知っていたしかしやはりわからなかったとうとう白鳥号を見つけることはできなかった私たちはとうとうリヨンを去らなければならなかった そして、ディジョンに向かった。それで私はもうミリガー夫人に二度と会う希望を捨てなければならなかった。それはリヨンでフランス全国の地図を調べてみたが、どうしても白鳥号がロワール川を出るには、これより先を川を登っていくことのできないことを知ったからであった。 船はシャロンの方へ分かれていったのであろうそう思って私たちはシャロンに着いたがやはり船を見つけることなしにまた進まなければならなかったこれが私の向こうの結末であったいよいよ行けなくなったことは冬が今や間近に迫ってきたことであった 私たちは目も見えないような雨とみぞれの中に惨めに歩き回らなければならなかった。夜になって私たちが汚い宿やかまたは物置小屋に疲れきってたどり着くともう肌まで水が染み通って私はとても笑顔を浮かべて眠る元気はなかった。ディジョンを立ってから、 コートドールの山道を越えた時などは雨に濡れて骨までも凍る思いをしたジョリクールなどは私と同様いつも情けない悲しそうな顔をしていた余計意地悪くなっていた親方の目的は少しでも早くパリへ着くことであった それは冬の間芝居をして回れるのはパリだけであった私たちはもうごくわずかの金しか得られなかったので汽車に乗ることもできなかった道々の町や村でも日和の都合さえよければちょっとした興行をやっていくらかでも収入をかき集めて出発するようにした 寒さと雨とで苦しめられながらでもシャチヨンにまではどうにかしてやってきたシャチヨンを立ってから冷たい雨の降った後で風は北に変わったもう幾日か湿っぽい日が続いた後では私たちも顔が噛みつくようにぶつかる北風を いっそ気持ちよく思っていたがまもなく空は大きな黒い雲で覆われて冬の日はすっかり隠れてしまった大雪の近づいていることが分かっていた私たちがちょっとした大きな村に着くまではまだ雪にもならなかったでも親方は 何でもトルアの町まで早く行こうと焦っていたそこは大きな町だから非常に悪い天気で五六日投入しても少しは興行を続けて回る見込みがあった早くどこにお入りとその晩宿屋に着くと親方は言った明日は何でも 早くから立つのだだが雪に振り込められてはたまらないなでも彼はすぐには床には入らなかった台所の炉の隅に腰をかけて寒さでひどく弱っているジョリクールを温めていた猿は毛布にくるまっていてもやはり苦しがってうめき声をやめなかった あくる日の朝私は言いつけられた通り早く起きたまだ夜が明けてはいなかった空は真っ黒な雲が低く垂れて星の影が一つ見えなかったドアを開けると激しい風が煙突に吹き入って危なく夕べ灰の中にうずめた穂田火を 舞い上げそうにした宿屋の亭主は親方の顔を見て「私があなただったら今日は出るところではありません今にひどい吹雪になりますぜ私は急いでいるのだ」と親方は答えた「その大吹雪の来るまでにトルワまで行きたいと思っている」 六七里もありますよ。一時間やそこらで行けるものですか。でも、かまわず私たちは出発した。親方は、ジョリクールをしっかり体に抱きしめて、自分の温かみを少しでも分けてやろうとした。犬は、固いコチコチな道を歩くのを嬉しがって、先に立ってかけた。 親方はデイジョンで私に羊の毛皮服を買ってくれたので私は毛を裏にしてしっかり着込んだこれが木枯らしでべったり体に吹きつけられていた私たちは口を開くのがひどく不愉快だったので黙り込んで歩きながら少しでも温まろうとして急いだ もう夜明けの時間がよほど過ぎていたが空はまだ真っ黒であった東の方に白っぽい帯のようなものが雪の間に流れてはいたが太陽は出てきそうもなかった野式を見渡すといくらかものがはっきりしてきた葉をふるった木も見えるし 木や小やぶの中で枯れっぱがガサガサ風になっていた往来にも畑にも出ている人はなかった車の音も聞こえないしむちの鳴る音も聞こえなかったふと北の空に青白い筋が見えたがだんだん大きくなってこちらの方へ向かってきた その時私たちは奇妙なガーガー言うささやき声のような音を聞いた。それは眼下野の,の白鳥の叫ぶ声であったろう。この気違いじみた鳥の群れは私たちの頭の上を飛んだと思うと、もう北から南の方へ面白そうに駆けていった。彼らが 遠い空の中に見えなくなると、柔らかな切片が静かに落ちてきた。それは空中を遊び歩いているように見えた。私たちが通っていく道は、墓中のように沈んで寂しかった。荒れきって陰気な野原の上に、ただ北風の激しいうなり声が聞こえた。 せっぺんが小さな蝶々のように目の前にチラチラした絶えずくるくる回って地べたにつくことがなかった私たちはまた少ししか歩いてはいなかった雪の降る前にはトルワにつくということは難しいことに思われたけれど私は心配しなかった 雪が降り出せば風が止んでかえって寒さも緩むだろうと思った私はまだ雪風というものがどんなものだかよく知らなかったしかしまもなくそれが本当にわかったしかも私には決して忘れることのできないものであった熊が東北からムクムク集まってきた そこの空にかすかな明るみが見えたと思うとやがて雲の懐が開いてどんどん大きな雪の塊が落ちてきたもう空中を蝶々のようには舞わなかったふんふんと素晴らしい勢いで降ってきて私たちの目花を開けられないようにしたとても取るわまではダメだめだ 何でもうちを見つけ次第休むことにしよう」と親方が言った私は親方がそういうのを聞いて嬉しかったけれども一体うまく休むうちが見つかるであろうかまだそこらが白くならない前に私が見ておいた限りでは一軒もうちは見えなかったそればかりではない おおい老い村に近づいているという気配も見えなかった私たちの前には底知れぬ黒い森が横たわっていた私たちを包んでいる両側の丘陵もやはり深い森であった雪はいよいよ激しく降ってきた私たちは黙って歩いた 親方はおまけに羊の毛皮服を持ち上げてジョリクールが楽に息のできるようにしてやったただ時々首を左右に動かさなければ息ができなかった犬たちももう先に立ってかけることができなかった彼らは私たちのかかとについて歩いて早く休むうちを求めたがっているような顔をしていたが それを与えてやることができなかった。道は一向にはかどらなかった。私たちはとぼとぼ骨を折って歩いた。目を開けてはいられなかった。じくじく濡れた着物が凍りついたまま歩いていった。もう深い森の中に入っていたが、まっすぐな道で。 私たちは遮るもののない嵐に吹きさらされていたそのうち風はいくらか静まったが雪の塊はますます大きくなってみるみる積もった私は親方が何か探し物をするように折々左の方へ目を注ぐのを見たが彼は何も言わなかった 何を彼は見つけようとするのであろう私は長い道の向こうばかりまっすぐに見ていたこの森がもうほどなくおしまいになって人家が現れてきはしないかという望みをかけていただが目の届く限り両側は雪にうずまった林であった 前はもう二三軒、先が雪でぼんやり曇っていた。私はこれまで、暖かい台所の窓ガラスに雪の降るところを見ていた。その暖かい台所が、どんなに遥か遠い夢の世界のように思われたことであろう。でもやはり、行くだけは行かなければならなかった。 私たちの足はだんだん深く雪の中に潜り込んだその時ふと何も言わずに親方が左手を指さしたなるほど私はぼんやりと空き地の中に掘ったて小屋のようなものを見た私たちはその小屋に通う道を探さなければならなかった でも雪がもう深くなって、道という道をうずめてしまったので、これは困難な仕事であった。私たちは、やぶの中を駆け回って、水を越えて、やっとのことで、小屋へ行く道を見つけて、中へ入ることができた。その小屋は、丸太や芝をつかねて作ったもので、 屋根も木の枝の束を積み重ねて雪が間から流れ込まないように固く縄で締めてあった犬たちは嬉しがって元気よく先に立って駆け込んだ吠えながらたびたび乾いた土の上を埃を立てて転げ回っていた私たちの満足も彼らに劣らず大きかった こういう森の中の木を切った後には木こりの小屋があるはずだと思っていた」と親方が言った「もういくら雪が降ってもかまわないぞ」「そうですとも雪なんかいくらでもふれだ」と私は大いばりで言った私はと口というよりも 小屋に出入する穴という方が適当でそこにはドアも窓もなかったがそこまで行って私は上着と帽子の雪を払ったせっかくの乾いた部屋を濡らすまいと思ったからである私たちの宿の構造は至極簡単であった備え付けの家具も同様で土の山と 二つ三つ大きな石が椅子の代わりに置いてあるだけであったそれよりもありがたかったのは部屋の隅に赤レンガが五六枚かまどの形に積んであったことである何よりもまず火を燃やさなければならぬ何よりも火が一番のごちそうださてまきだが このうちではそれを見つけることは困難ではなかった私たちはただ壁や屋根から薪を引き抜いてくればよかったそれはわけなくできたまもなく焚き火の赤い炎が延々と立ったむろん小屋は煙でいっぱいになったがそんなことは 今の場合構うことではなかった私たちの欲しているのは火と熱であった私は両手をついて腹ばいになって火を噴いた犬は火のぐるりを悠ゆ々うゆうと取り巻いて首を伸ばして濡れた背中を火にかざしていたジョリクールはやっと親方の上着の下から 覗くだけの元気が出て、用心深く鼻の頭を外に向けてこちらを眺め回した。安全な場所であることを確かめて満足したらしく、急いで地べたに飛び降りて、焚き火の前の一番上等な場所を占領して、小さな2本の震える手を火にかざした。 親方は用心深い、経験に積んだ人であるから、その朝、私が起き出す前に、道中の食料を包んでおいた。パンが一本と、チーズの欠けであった。私たちは、みんな食物を見て満足した。情けないことに、私たちはごくわずかしか分けてもらえなかった。 それはいつまでここにいなければならないかわからないので親方がいくらか晩飯に残しておく方が確実だと考えたからであった私はわかったがしかし犬にはわからなかったそれで彼らはろくろく食べもしないうちにパンが肺脳に収められているのを見ると前足を主人の方に向けて その膝頭をひっかいた目をじっと肺のうにつけて中のものをぜひ開けさせようといろいろの身振りをやったけれども親方はまるでかまいつけなかった肺のうはとうとう開かれなかった犬は諦めて眠る決心をしたカピは 灰の中に鼻を突っ込んでいた。私も彼らの霊になおうと考えた今朝は早かったいつやむか見当のつかない雪を見てくよくよしているよりも白鳥号に乗って夢の国でも遊んだ本が気が利いている私はどのくらい眠ったか知らなかった 目が覚めると雪が止んでいた私は外を眺めた雪は非常に深かった無理やりに出ていけば膝の上まで渦まりそうであった何時だろう私はそれを親方に尋ねることができなかったなぜなら例のカピが時間を示した 大きな銀時計は売られてしまった彼は罰金や裁判の費用を払うためにありったけの金を使ってしまったそしてディジョンで私の毛皮服を買う時にその大きな時計も売ってしまったのであった時間を見ることができないとすれば日の加減で知るほかはないが何分どんよりしているので 何時だか時間を推量するのが困難であった何の物音も聞こえなかった雪はあらゆる生物の活動をそれなり凍らせてしまったように思われた私は小屋の入り口に立っていると親方の呼ぶ声が聞こえた「これから出て行けると思うかな」 彼は尋ねた「わかりませんあなたのいいようにしたいと思います」「そうか私はここにいる方がいいと思うまあまあ屋根もあるし焚き火もあるのだからそれは本当であった」「同時に私は食物のないことを思い出した」「けれども」 私は何も言わなかった。どうせまた雪は降ってくるよ。途中で雪にあってはたまらない。夜は余計寒くなる。今夜はここで暮らす方が無事だ。足の濡れないだけでもいいじゃないか。そうだ。私たちはこの小屋に登留するほかはない。胃袋の紐を固く締めておく。 それだだ。けのことだ夕飯に親方が残りのパンを分けたおやおやもうわずかしかなかったすぐに食べられてしまった私たちはクズも残さずガツガツして食べたこのつましい晩食が済んだ時犬はまたさっきのように後ねだりをするようと思ったが 彼らはまるでそんなことはしなかった今度も私はどのくらい彼らが利口であるか知った親方がナイフをズボンの隠しにしまうとこれは食事の進んだ知らせであったからカピは立ち上がって食物を入れた袋の匂いを嗅いだそれから前足を袋に乗せて これに触ってみたこの二重の吟味でもう何も食料の残っていないことが分かったそれで彼は焚き火の前の自分の席に戻ってゼルビノとドルスの顔を眺めたその顔つきは明らかに「どうも辛抱するほかはないよ」という意味を示していたそこで彼は 諦めたというようにため息をついて全身を長々と伸ばした「もう何もないねだってもだめだよ」彼はこれを大きな声で言ったと同様はっきりと仲間の犬たちに得得させていた彼の仲間はこの言葉を理解したらしくこれもやはりため息をつきながら焚き火の前に座った けれど、ゼルビノのため息は、決して本当に諦めたため息ではなかった。お腹の減っている上に、ゼルビノは非常に多くらいであった。だからこれは彼にとっては大きな犠牲であった。雪がまた、ずんずん降り出していた。ずいぶんしつっこく降っていた。私たちは、 白い地べたの敷物が高く高く膨れ上がって、しまいに小さな若木や干木がすっかり渦巻ってしまうのを見た。夜になっても大きな切片がなお暗い空から、ほの明るい地の上に仕切りなしに落ちてきた。私たちはいよいよここへ眠るとすれば、 何より一番いいことは、できるだけ早く寝つくことであった。私は昼間、火で乾かしておいた毛皮服にくるまって、枕の代わりにした。平ったい石に頭を乗せて、焚き火の前に横になった。お前は眠るがいい。親方が言った。 私の眠る晩になれば、お前を起こすから、この小屋で、獣も何も心配なことはないが、二人のうち、一人は起きていて、火の消えないように、晩をしなければならない。用心して、風邪をひかないように、気をつけなければいけない。雪が止むと、ひどい寒さになるからな。 私は早速眠った。親方がまた私を起こした時には夜はだいぶ更けていた。焚き火はまだ燃えていた。雪はもう降ってはいなかった。今度は私の眠る晩だ。と親方が言った。火が消えたらここへこの通り。 たくさん取っておいた薪をくべればいい。なるほど彼は焚き火の脇に小さな枝をたくさん積み上げておいた。私よりずっと少ししか眠れない館は私がいちいち壁から薪を引き抜くたんびに音を立てて目を覚まされることを嫌がった。それで私は 彼のこしらえておいてくれた薪の山から取ってはそっと音を立てずに火にくべれはよかった確かにこれは賢いやり方ではあったけれど情けないことに親方はこれがどんな意外な結果を生むか悟らなかった彼は今ジョリークールを自分の街灯ですっかりくるんだまま 焚き火の前に体を伸ばした間もなく次第に高く次第に規則正しいいびきでよく寝入ったことが知れたその時私はそっと立ち上がってつま先で歩いて外の様子がどんなだか入り口まで出てみた草も藪も木もみんな雪に埋まっていた 日の届く限りどこも目がくらむような白色であった空にはぽつりぽつり星の光がキラキラしていたそれはずいぶん明るい光であったが木の上に青白い光を投げかけているのは雪の光であったもうずっと寒くなっていた ひどく凍っていた隙間から生える空気は氷のようであった喪中にいるような静けさの中に雪の表面の凍りつく音が幾度となく聞こえたああこの森の奥で雪の中に埋められて私たちはどうすればいいのだこの雪と寒さの中で この小屋でもなかったらどうなったであろう私はそっと音のしないように出たのだがやはり犬たちを起こしてしまった中でもゼルビのは起き上がって私についてきた夜の荘厳は彼にとっても何でもなかった彼はしばらく景色を眺めたが やがて退屈して外へ出て行こうとした私は彼に中に入るように命令したバカな犬よこの恐ろしい寒さの中でうろつき回るよりは暖かい焚き火のそばにおとなしくしていた本がどのくらいいいか知れない彼は不祥不祥に私の言うことを聞いたが しかしひどく膨れっ面をして目をじっと入り口に向けていたよほどしつっこい一旦思い立ったことを忘れない犬であった私は真っ白な夜を眺めながらまだ二三分そこに立っていたそれは美しい景色ではあったし面白いと思ったが 何とも言えない寂しさを感じた。無論、見舞いと思えば、目を塞いで中に入って、その寂しい景色を見ずにいることはできるのだが、白い不思議な景色が私の心を捉えたのであった。とうとう私はまた焚き火のそばへ帰って、二三本薪を互い違いに、 火の上に組み合わせて枕代わりにした石の上に腰をかけた親方は穏やかに眠っていた犬たちとジョリクールもまた眠っていた炎が火の中から昇ってピカピカ火花を散らしながら屋根の方まで巻き上がったパチパチいう焚き火の炎の音だけが 夜の沈黙を破るただ一つの音であった。長い間私は火を眺めていたけれど、だんだん我知らずうとうとし始めた。私が外へ出て薪をこしらえる仕事でもしていたなら、火を覚ましていられたかもしれなかったが、何もすることもなくって火に当たっているので。 たまらなく眠くなってきた。そのくせ、しょっちゅう自分では一生懸命目を覚ましているつもりになっていた。ふと、激しい吠え声に、私は目が覚めて飛び上がった。真っ暗であった。私は、かなり長い間眠っていたらしく、火はほとんど消えかかっていた。もう小屋の中に、 炎が光っってはいなかった。カピはけたたましく吠え立てていたけれど不思議なことにゼルビノの声もドルスの声もしなかったどうしたどうしたと親方が目を覚ました知りませんお前は眠っていたのだな火も消えているカピは 入り口まで駆け出していったが、外へ飛び出そうとはしなかった。入り口で、うーう吠えていた。どうした、どうしたと言うんだろう。私は今度は自分に尋ねた。カピの吠え声に応えて、二声、三声、すごい悲しそうなうなり声が聞こえた。それは、 ドルスの声だと分かったそのうなり声は小屋の後ろからしかもごく近い距離から聞こえてきた私は外へ出ようとしたけれど親方は私の肩に手を乗せて引き止めたまあ巻きをくべなさい彼は命令の調子で言った 言いつけられた通りに私がしていると彼は火の中から一本小枝を引き抜いて火を吹き消して燃えている先を吹いた彼はその松明を手に持ったさあ行ってみてこようと彼は言った私の後についておいでカピ先へ行け 外へ出ようとすると、激しい吠え声が聞こえた。カピは怖がって、後じさりをして、私たちの間に目をすくめた。狼だ、ゼルビノ・トトルスはどこへ行ったろう。何を私が言えよう。2匹の犬は、私の眠っている間に出て行ったに違いない。 セルビノは私が寝つくのを待って抜け出していったそしてドルスンが後についていったのだオオカミが彼らをくわえたのだ親方が犬のことをたずねたとき彼の声にはその恐怖があったたいまつをお持ちと彼はいい あれらを助けに行かなければならない村で私はよくオオカミの恐ろしい話を開いていたでも私は躊躇することはできなかった私は松明を取りにかけて帰ってまた親方の後に続いたけれども外には犬も見えなければオオカミも見えなかった雪の上に ただ2匹の犬の足跡がポツポツ残っていた私たちはその足跡について小屋の周りを歩いたするとやや離れて雪の中で何か獣が転がり回ったような跡があったカピ行ってみてこいと親方は言った同時に彼はゼルビノと ドルスを呼び寄せる呼ぶ子を吹いたけれどこれに答える吠え声は聞こえなかった森の中の重苦しい沈黙を破る物音はさらになかったカピは言いつけられた通りに出かけそうもしないでしっかりと私たちにくっついていたいかにも 恐怖に耐えない様子であった。いつもはあれほど従順で勇敢なカピンがもう足跡についてそれから先行くだけの勇気がなかった。私たちの周りだけは雪がキラキラ光っていた。それから先はただどんよりと暗かった。もう一度 親方は呼ぶ子を吹いて迷い犬を呼び立てた。でもそれに応える声はなかった。私は気が気でなかった。ああかわいそうなドルス。親方は私の心配しきっていることをすっぱり言った。オオカミが捕まえていったのだ。どうしてあれらを話してやったのだ そうどううして、そう言われて私は答える言葉がなかった。言って探しに来なければと私はしばらくして言った私は先に立って行こうとしたけれど彼は私を引き止めたどこへ探しに行くつもりだと彼は尋ねた。 分かりません方ほをこの暗がりではどこに行ったか分かるものではないこの雪の深い中でそれは本当であった雪が私たちの膝の上まで積もっていた私たちの2本の松明を一緒にしても暗がりを照らすことはできなかった 笛を吹いても答えないとすると遠方へ行ってしまっているのだ。と彼は言った私たちはむやみに進むことはならないオオカミは我々にまでかかってくるかもしれない今度は自分を守ることができなくなるかわいそうな犬どもをその運命のままに任せるということは どんなに情けないことであったろう。我々の二人の友達、それもとりわけ私にとっての友達であった。それに何より困ったことは、それが私の責任だということであった。私は眠りさえしなかったら、彼らも出て行きはしなかった。 親方は小屋に帰っていってた。私はその後に続きながら一足ごとに振り返っては立ち止まって耳を立てた雪のほかには何も見えなかった何の声も聞こえなかったこうして私たちが小屋に入るともう一つびっくりすることが私たちを待っていた 火の中に投げ込んでおいた枝は勢いよく燃え上がって小屋の隅々の暗いところまで照らしていたけれどもジョリクールはどこへ行ったか見えなかった彼の着ていた毛布は焚き火の前に脱ぎ捨ててあったけれど彼は小屋の中にはいなかった親方も私も呼んだ けれど彼は出てこなかった。親方の言うには彼の目を覚ました時には猿は脇にいただからいなくなったのは私たちが出て行ったあとに違いなかった燃えている松明を雪の詰まった地の上にくっつけるようにしてその足跡を見つけ出そうとしたでも何の手がかりもなかった どこか束ねた薪の陰にでも隠れているのではないかと思って私たちはまた小屋へ帰ってしばらく探し回った行くたびも行くたびも同じ隅々を探した私は親方の肩に登って屋根に吹いてある枝束の中を探してみた二度も三度も呼んでみた けれども、何の返事もなかった。親方はプリプリ感触を起こしているようであった。私はがっかりしていた。私は親方に、狼が彼までも取っていったのではないかと尋ねた。いいや、と彼は言った。狼は小屋の中まで入っては来なかっただろう。 ゼルビノとドルスは外へ出たところを加わえられたかと思うがこの中までは入ってこられまい多分ジョリクールは怖くなって私たちの外に出ている間にどこかへ隠れたに違いないそれを私は心配するのだこのひどい寒さではきっと風邪をひくであろう寒さがあれには何より効くのだから じゃあどんどん探してみましょうよ。私たちはまたそこらを歩き回った。けれどまるで無駄であった。夜の明けるまで待たなければならない。と親方が言った。どのくらいで明けるでしょう。2>, 2時間か3時間だろう。親方は 両手で頭を押さえてて焚火の前に座っていた私はそれを邪魔する勇気がなかった私は彼の脇に突っ立ってただ時々火の中に枝をくべるだけであった一二度彼は立ち上がって戸口へ行って空を眺めてはじっと耳を傾けたが また帰ってきて座った。帰っっててき座私は彼がそんな風に黙って悲しそうにしていられるよりも構わず私に怒りつけてくれればいいと思った3時間はノロノロ過ぎたその長いといったらとても夜がおしまいになる時がないのかと思われたでも星の光が いつか空がだんだん明るく夜が明けかかっていたけれども明け方に近づくに従って寒さはいよいよひどくなった戸口から入ってくる風が骨まで凍るようであったこれでジョリクールを見つけたとしても彼は生きているだろうか 見つけ出す希望が本当にあるだろうか。今日もまた、雪が降り出さないとも限らない。でも、雪はもう来なかった。そして空にバラ色の光が差して、今日の好天気を予告するようであった。すっかり明るくなって、樹木の形がはっきり見えるようになった。 親方も私もがっかりして棒を抱えて小屋を出たカピはもう夕べのようにびくついてはいないようであった目をしっかり親方に据えたままいつでも会津次第で駆け出す支度をしていた私たちが下を向いてジョリクールの足跡を探し回っていると カピが首を上に上げてうれしそうに吠え始めた彼は私たちに地べたではなく上を見ろと言って合図をしたのであった小屋の脇の大きな樫の木の股で私たちは何か黒い小さなものの動く姿を見つけたこれがかわいそうなジョリクールであった 夜中に犬の吠える声に怯えて彼は私たちが出ている間に小屋の屋根にのじ登ったそしてそこから一本の樫の木のてっぺんに登ってそこを安全な場所と思って私たちの呼ぶ声にも応えずじっと体をかがめて座っていたのであったかわいそうな弱い動物 彼は凍えてしまったに違いない。な親方が彼を優しく呼んだ。彼は動かなかった。私たちは彼がもう死んでいると思った。数分間親方は彼を続けさまに呼んだ。けれど猿はもう生きているもののようではなかった。私の心臓は。 後悔でいたんだどれほどひどく罰せられたことだろう私はつぐないをしなければならない登って捕まえてきましょうと私は言った危ないよいいえ大丈夫ですわけなくできますよそれは本当ではなかった それは危険で難しい仕事であった。大きなこの木は氷と雪をかぶっているので、それはずいぶん困難な仕事であった。私はごく小さかった自分から木登りをすることを習った。それでこの術には熟練していた。私は飛び上がって一番下の枝に飛びついた。 そして木の枝を透けて雪が落ちて日の中に入ってきたがでもどうやら木の幹をよじて一番しっかりした枝に手がかかったここまで登ればあとは足を踏み外さないように気をつければよかった私は登りながら優しくジョリクールに話しかけた 彼は動かないいで、目だけ光らせてて私を見ていた。私は、ほとんど手の届くところへ来て、手を伸ばして捕まえようとした。すると、ひょいと彼は他の枝に飛びついてしまった。私はその枝まで彼を追っかけたけれど、人間の情けなさ、子供であっても、 木登りは猿にはかなわなかった。これで猿の足が雪で濡れていなかったら、とても彼を捕まえることはできそうもなかった。彼は足の濡れることを好まなかった。それでじきに私をからかうのが嫌になって、枝から枝へと飛び降りて、まっすぐに主人の肩に飛び降りた。そして、 上着の裏に隠れたジョリクールを見つけるのは大変なことであったがそれだけでは済まなかった今度は犬を探さなければならなかったもうすっかり昼になっていたわけなく夕べの出来事のあとをたどることができた雪の中で私たちは。 犬の死んだことが分かった。私たちは10件ばかり彼らの足跡をつけることができた彼らは続いて小屋から抜け出したドルスがゼルビノの後に続いたそれから他の獣の足跡が見えた一方にはオオカミどもは犬に飛びかかって 激しく戦った印が残っていたこちらにはオオカミが獲物をつかんでゆっくり食べて歩いていった足跡が残っていたもうそこにはそこここに赤い血が雪の上にこぼれているほかには犬の跡は何も残っていなかったかわいそうな2匹の犬は 私の眠っている間に死にに行ったのであった。でも私たちはできるだけ早く帰って、ジョリクールを温めてやらなければならなかった。私たちは小屋へ帰った。親方が猿の足と手を持って、赤ん坊をさえるようにして、焚き火にかざすと、私は毛布を温めて、 その中へ転がす支度をした。けれど毛布ぐらいでは足りなかった彼は湯たんぽと温かい飲み物を求めていた親方と私は焚き火のそばに座って黙って薪の燃えるのを眺めたかわいそうにゼルビノはかわいそうにドルスは。 私たちは代わり番子にこんな言葉をつぶやいた。はじめに親方が、次には私が。あの犬たちは楽しいにつけ苦しいにつけ私たちの友達であり道連れであった。そして私にとっては私の寂しい峰上にとってはこの上ない慰めであった。 私がしっかり見張りをしなかったことは、どんなに悔しいことだったろう。狼は、そうすれば小屋までは攻めては来なかったろうに、日の光に恐れて、遠方に小さくなっていたであろうに、どうにかして親方がひどく私を叱ってくれればよかった。彼が私を、撃ってくれればよかった。 けれど彼は何も言わなかった私の顔を見ることすらしなかった彼は火の上に首をうなだれたままおそらく犬が亡くなってこれからどうしようか考えているようであったジョリクール氏夜明け前の予告は違わなかった 日がキラキララ輝き出したその光線は白い雪の上に落ちて前の晩あれほど寂しくどんよりしていた森が今日は目がくらむほどのまばゆさを持って輝き始めたたびたび親方は掛け物の下に手をやってジョリクールに触っていたがこの哀れな小猿は。 一向に温まってこなかった私が覗き込んでみると彼のガタガタ身震いをする音が聞こえた彼の血管の血が凍っていたのであるとにかく村へ行かなければならないさもないとジョリクールルは死ぬだろうすぐ立つことにしよう 毛布はよく温まっていた。それで子猿はその中にくるまれて親方の直機の下のすぐ胸にあたるところへ入れられた私たちの下度ができた小屋を出て行こうとして親方はそこらを見渡しながら行ったこの小屋にはずいぶん高い宿代を払った。 こういった彼の声は震えた彼は先に立っていった私はその足跡に続いた私たちが23軒行くとカピを呼んでやらなければならなかったかわいそうな犬彼は小屋の外に立ったままいつまでも鼻を仲間がオオカミに取られていった場所に向けていた 大通りへ出て10分間ほど行くと途中で馬車にあったその御者はもう1時間ぐらいで村に出られると言ったこれで元気がついたが歩くことは困難でもあり苦しかった雪が私の腰までついたたびたび私は親方にジョリクールのことを尋ねた そのたんびに彼は、小猿はまだ震えていると言った。やっとのことで、私たちはきれいな村の白屋根を見た。私たちはいつも上等な宿屋に泊まったことはなかった。大抵行っても追い出されそうもない、同勢残らず泊めてくれそうなきちん宿を選んだ。ところが今度は、 親方がきれいな看板のかかっている宿屋へ入ったドアが開いていたので私はキラキラ光る赤の鍋がかかってそこから湯気のうまそうに昇っている大きなかまどを見ることができたあ、はあ、そのスープが空腹な旅人にどんなにうまそうにによったことであろうお館は、 例の最も紳士らしい態度を用いて帽子を頭に乗せたまま首を後ろに仰向けて宿屋の亭主にいい寝床と暖かい火を求めた初めは宿屋の亭主も私たちに目をくれようともしなかったけれど親方の最もらしい様子が見事に彼を圧迫した 彼は女中に言いつけて、私たちを人前通すようにした。早く寝床にお入り。と親方は、女中が火を焚いている最中、私言った。私はびっくりして、彼の顔を見た。なぜ寝床に入るのだろう。私は寝床なんかより入るよりも、 座って何か食べたほうがよかったさあ早くでも親方が繰り返した服従するより他に仕方がなかった寝台の上には鳥の毛の布団があった親方がそれを私のあごまで深くかけた 少しでも温まるようにするのだ。と彼は言った。お前が温まれば温まるほどいいのだ。私の考えでは、ジョリクールこそ、私なんぞよりは早く温まらなければならない。私の方は、今ではもうそんなに寒くはなかった。私が、まだ毛の布団にくるまって、 温まろうと骨を折っている時親方はジョリクールを丸くしてまるで蒸し焼きにして食べるかと思うほど火の上でくるくる回したので女中はすっかりびっくりした「温まったか?と」と親方はしばらくして私に尋ねた「蒸れそうです」「それでいい」 彼は急いで寝台のそばに来て、ジョリクールを寝床に突っ込んで、私の胸にくっつけて、しっかり抱いているようにと言った。かわいそうな子猿はいつも自分の嫌いなことをされると反抗するくせに、もう今は何もかも諦めていた。彼は見向きもしないで、しっかり抱かれていた。 けれど彼はもう冷たくはなかった。彼の体は焼けるようだった。台所へ出かけて行った親方はまもなく甘くしたぶどう酒を一杯持って帰ってきた。彼はジョリクーに二たはじみさじ飲ませようと試みたけれど小猿は歯を食いしばっていた。 彼はピカピカする目で私たちを見ながらもうこの上自分を責めてくれるなと頼むような顔をしていたそれから彼は掛物の下から片腕を出して私たちの方へ差し伸べた私は彼の思っていることがわからなかったそれで不思議そうに親方の顔を見ると こう説明してくれた私がまだ来なかった自分ジョリクールは肺炎にかかったことがあったそれで彼の腕に針を刺して出血させなければならなかった今度病気になったのを知って彼はまた白くしてもらって線のように良くなりたいと思うのであった いそうな子猿親方はこれだけの所作を深く感動したそして余計心配になってきたジョリクールが病気だということは明らかであったでも非常に悪くってあれほど好きな砂糖入れのブドウ酒すらも受け付けようとしないのであった ブドウ酒をお飲みそして床に入っておいでと親方が言った私は医者を呼んでくる私もやはり里芋のブドウ酒が好きだということを白状しなければならないそれに私は大変腹が減っていた それで二度と言いつけられる間も待たず一息にブドウ酒を飲んでしまうとまた毛布団の中に潜り込んだ体の温かみに酒まで入ってそれこそほとんど息が詰まりそうであった親方は遠くへはいかなかった彼は間もなく帰ってきた 金縁の眼鏡をかけた紳士、お医者を連れてきた猿だと聞いては医者が来てくれないかと思ってビタリスは病人が何だということをはっきり言わなかったそれで私が床の中に入ってトマトのような赤い顔をしていると医者は私の額が手を当てて すぐ充血だ」と言った彼はよほど難しい病人にでも向かったような風で首を振ったうっかりして間違えられて血でも取られては大変だと思って私は叫んだ「まあ僕は病人ではありません」「病人ではない」 どうしてこの子は上ごとを言っている。私は少し毛布を上げてチョリクールを見せた。彼はその小さな手を私の首に巻きつけていた。病人はこれです。と私は言った。猿か。と彼は叫んで怒った顔をして親方に向かった。 君はこんな日に猿を店に私を連れ出したか。親方はなかなか容易なことで孫つくようなあの抜けた男ではなかった。丁寧にしかも例の欧風な様子で医者を引き止めた。それから彼は事情を説明して吹雪の中に閉じ込められたことや狼に怖がって ジョリクールが歌詞の木に飛び上がったことそこで死ぬほど凍えたことを話した病人はたかが猿に過ぎないのですがしかし何という天才でありますか我々にとってはどれほど大事な友達であり仲間でありますかどうしてこれほどの不思議な才能を持った動物を ただの獣医などに任されるものではない。村と獣医というのはバカであって、その代わり、どんな小さな村でも、医師といえば学者だということは誰だって知っている。医師の表札の出ているドアの呼び鈴を押せば、知識があり、自際深い人に必ず会うことができる。 猿は動物ではあるが博物学者に従えば彼らは非常に人類に近いので病気などは人も猿も同じように扱われると聞いているのみならず学問上の立場から見ても人と猿がどう違うか研究してみるのも興味のあることではないでしょうかこういうふうに説かれて医者は 行きかけていた戸口から戻ってきたジョリクールは多分この眼鏡をかけた人が医者だということを悟ったと見えてまた腕を突き出したほらねと親方が叫んだあの通りしらくしていただくつもりでいますこれで医者の足が止まった 非常に面なかなか面白い実験だ」と彼はつぶやいた一通り診察して医者はかわいそうなジョリクールが今度もやはり肺炎にかかっていることを告げた医者はサルの手を取ってその血管に少しも苦しませずにランセットを差し込んだ ジョリクールはこれできっと治ると思ったシラくを済ませて医者はいろいろと薬剤に添えて注意を与えた私はもちろん床の中に入ってはいなかった親方の言いつけに従って看護婦を務めていたかわいそうなジョリクール 彼は自分を看護してくれるので私を好いていた彼は私の顔を見て寂しく笑った彼の顔つきは非常に優しかったいつもあれほどせっかちで感ん持ちで誰にでもいたずらばかりしていたカレンがそれはもうおとなしく従順であった その後毎日彼はいかに私たちを懐かしがっているかを示そうと努めたそれはこれまでたびたび彼のいたずらの犠牲であったカピに対してすらそうであった肺炎の普通の経過として彼は間もなく咳をし始めたこの発作の度ごとに 小さな体が激しく震えるので、彼はひどくこれを苦しんがった。私の持っていたありったけの語数で、私は彼に麦菓子を買ってやった。けれどこれは余計彼を悪くした。彼の鋭い本能で、彼は間も,もなく咳をするたんびに、 私が麦菓子をくれることに気がついた彼はそれをいいことにして自分の大変好きな薬をもらうために四重せをしたそれでこの薬は彼を余計悪くした彼のこの企てを私が見破るともちろん麦菓子をやることをやめたが彼は弱らなかった まず彼は、愛願するような目つきでそれを求めた。それでくれないと見ると、彼は床の上に座って、両手を胸の上に置いて、体をゆがめて、ありったけの力で咳をした。彼の額の青筋が、にょきんと飛び出して、涙が目から流れた。そして、 喉の詰まる真似をするのがしまいには本物になってもう自分で抑えることができないほど激しく咳き込んだ私はいつも親方が一人で出て行った後ジョリクールと一緒に宿屋に残っていたある朝彼が帰ってくると宿の亭身が 滞っている宿を要求したことを話した彼が私に金の話をしたのはこれが初めてであった。彼が私の毛皮服を買うために時計を売ったということはほんの偶然に私の聞き出したことであってその他には彼の懐具合がどんなにつらいか。 ついぞ打ち明けてもらったことはなかったが今度こそ彼はもうわずか五十数しか懐に残っていないことを話したこうなってただ一つ残った手立てとしては今夜早速一工業やるほかにないと彼は考えていたゼルビノもドルスもジョルクールもいない工業 まあそんなことができることだろうかと私は思ったそれができてもできなくてもどう少なく見積もってもすぐ40フランという金をこしらえなければならないと彼は言ったジョリクールの病気は治してやらなければならないし部屋には火がなければならないし薬も買わなければならないし 宿にも払わなければならない。一旦借りているものを返せば、あとはまた貸してもくれるだろう。この村で40フラン、このサムザロといいこんな哀れな一座に何ができよう。私がジョリクールと一緒に宿に待っている間に、親方が盛り場で、 一軒見見物小屋を見つけた何しろ野店で興行するなんということはこの寒さにできない相談であった彼は広告のビラを書いては方々に貼り出したり二三枚の板で彼は舞台をこしらえたりしたそして思い切って残りの五十数で。 ろうそくを買うとそれを半分に切って明かりを二倍に使う工夫をした私たちの部屋の窓から見ていると彼は雪の中を行ったり来たりしていた私はどんな番組を彼が作るか心配であった私はすぐにこの問題を解くことができたというのは その時村の広告屋が赤い帽子をかぶってやってきて宿屋の前に泊まった太鼓を騒々しく叩いた後で彼は我々の番組を読み上げたその口上を聞いているとよくも決まりが悪くないと思われるほど親方は思い切って大げさな不意調をした何でも 世界で最も巧妙な芸人が出るそれはカピのことであったそれから既成の天才なる少年歌うたいが出るその天才は私であったそれはいいとしてこの山間工場で第一に面白いことはこの興行に決まった入場料のなかったことであった 我々は見物の義量心に信頼する見物は残らず見て聞いて喝采をした後でいくらでもお志し次第払えばいいというのであるこれが私に突拍子もなく大胆なやり方に思われた誰が私たちを喝采するものがあろう カピは確かに巧妙になってもいいだけのことはあったけれど私が私が天才だなんということをどこを押せばそんな音が出るのだ太鼓の音を聞くとカピは吠えたジョリクールはちょうど非常に悪かった最中であったがやはり起き上がろうとした 太鼓の音とカピの吠え声を聞くと芝居の始まる知らせであるということを悟ったようであった私は無理に彼を寝床に押し戻さなければならなかったすると彼は例のイギリス大将の軍服金筋の入った赤い上着とズボンそれから 羽のついた帽子をくれという合図をした彼は両手合わせて膝をついて私に頼み始めたいくら頼んでも何もしてもらえないと見ると彼は怒ってみせたそれからとうとうおしまいになって涙をこぼしていた彼に向かって 今夜芝居するなんという考えを捨てなければならないことを納得させるには大変手数のかかることが分かっていたそれよりも隠れて出ていく方がいいと私は思った親方が帰ってくると彼は私にハープをしょったり 色々工業にいりようなものを用意するように言いつけたそれが何の意味だということを知っているジョリクールは今度は親方に向かって請求を始めた彼は自分の希望を表すために苦しい声を絞り出したり顔をしかめたり体を曲げたりするよりいいことはなかった 彼の方には本当に涙が流れていたし親方の手に押しつけたのは心からのキスであった「お前も芝居がしたいのか?」と親方は尋ねた「そうですとも」とジョリクールの体全体が叫んでいるように思われた彼は自分が もう病人ではないことを示すために飛び上がろうとした。でも私たちは外へ彼を連れ出せばいよいよ彼を殺すほかはないことをよく知っていた。私たちはもう出て行く時刻になった。出かける前に私は長く持つようにいい日をこしらえてジョリクールを毛布の中にすくった。 しっかりくるんだ。彼はまた叫んでできるだけの力で私を抱きしめたやっと私たちは出発した雪の中を歩いていくと親方は私に今夜はしっかりやってもらいたいということを話したもちろん一座の主な役者たちがいなくなっていては いつものようにうまくいくはずはなかったがカピと私とではお互いに一生懸命やれるだけはやらなければならなかった何しろ四十フラン集めなければならなかった四十フラン恐ろしいことであったできない相談であった親方は いろいろなことを用意しておいたので私たちがすべき一切のことはろうそくの火をつけることであったけれどこれはむやみにつけてしまうこともできない見物がいっぱいになるまでは控えなければならない何しろ芝居の住むまでに明かりがおしまいになるかもしれないのであった 私たちがいよいよ芝居小屋に入った時広告屋は太鼓をたたいて最後にもう一度村の往来を一巡り巡り歩いていたカピと私の支度ができてから私は外へ出て柱の後ろに立って見物の来るのを待っていた太鼓の音はだんだん高くなった もうそれは盛り場に近くなってブツブツ言う人の声も聞こえた太鼓の後からは子のもが大勢調子合わせてついてきた太鼓を打ちやめることなしに広告屋はしぼい小屋の入り口にとっている二つの大きなかがり火の真ん中に位置を占めた こうなると見物はただ中に入って馬籍を取れば芝居は始められるのであったおやおやいつまで見物の行列は手間を取ることであろうそれでも戸口の太鼓は愉快そうにどんどんなり続いていた村中の子供は残らず集まっているに違いなかった けれど40フランの金をくれるものは子供ではなかった懐の大きい物惜しみをしない紳士が来てくれなければならなかったとうとう親方は始めることに決心したでも小屋はとてもいっぱいになるどころではなかったそれでも私たちは ろうそくという厄介な問題があるので、この上長くは待てなかった。私はまず真っ先に現れて、ハープに連れて、2つ3つ歌を歌わなければならなかった。正直に言えば、私が受けた喝采はごく貧弱だった。私は自分を芸人だということは、 ちっとも思ってはいなかったけれど、見物のひどい冷淡さが私をがっかりさせた。私が彼らを愉快にしえなかったとすると、彼らはきっと懐を開けてはくれないであろう。私は私が歌った名誉のためではなかった。それは哀れなジョリクールのためであった。はあ。 私はどんなにこの見物を興奮させ彼らを有頂天にさせようと願っていたことであろうけれども見物席はガラガラだったしその少ない見物すら私を奇成の天才だと思っていないことは分かりすぎるほど分かっていたでもカピは評判が良かった彼は幾くたびもアンコールを受けた カピのおかげで工業が割れるような喝采で終わった彼は両手をたたいたばかりではなく足拍子を踏みならしたいよいよ勝負の決まる時が来たカピは帽子を口にくわえて見物の中を堂々巡りし始めたその間私は親方の伴奏で インスパニア武道を踊ったカピは40フラン集めるであろうか見物に向かってはありったけのにこやかな態度を示しながらこの問題が始終私の胸を打った私は息が切れかけていたけれどカピが帰ってくるまではやめないはずであったからやはり踊り続けた 彼は慌てなかった。一枚の銀貨ももらえないと見ると、前足を上げて、その人の隠しをたたいた。いよいよ彼が帰ってきそうにするのを見て、もうやめてもいいかと思ったけれど、親方はやはりもっとやれという目くばせをした。私は踊り続けた。そして二端三端、二橋、三橋。 カピのそばへ行きかけて帽子がいっぱいになっていないことを見たどうしていっぱいになるところではなかった親方はやはり身入りの少ないのを見ると立ち上がって見物に向かって頭を下げた紳士並びに騎乗型自慢ではございませんが本席はおかげさまを持ちまして 番組通りと滞りなく演じ終わりましたことをと存じます。しかし、まだろうそくの火も燃え尽きませんことゆえ、皆様のお好みに任せ、今度は一番手前が歌を歌ってお聴きに入れようと思います。いずれ一座のカピ城はもう一度お伺いに使わしますから、まだご祝儀をいただきません方からも、 今度はたたっっぷりりいいだままますす。よう前もててご用意願いたてまつります親方は私の先生ではあったが私はまだ本当に彼の歌うのを開いたのはなかったいや少なくともその晩歌ったように歌うのを開いたことがなかった彼は2つの歌を選んだ 一つはジョゼフの物語で、一つはリシャール獅子王の歌であった。私はほんの子供であったし、歌の上手下手を聞き分ける力はなかったが、親方の歌は妙に私を動かした。彼の歌を聴いているうちに、目には涙がいっぱいあふれたので、 舞台の隅に引っ込んでいたその涙の霧の中から私は前列の腰掛けに座っていた若い奥さんが一生懸命手をたたいているのを見た私は前からこの人が一人今夜小屋に集まった百姓たちと違っていることを見つけたかの女は 若い美しい貴婦人でその立派な毛皮服の上着だけでもこの村一番の金持ちに違わないことは私は思ったかの女は一緒に子供を連れていたその子も夢中でカピに喝采していた非常によく似ているところを見れば それはかの女の息子であった。はじめの歌が済むと、カピはまた堂々巡りをした。ところがその奥さんは帽子の中に何も入れなかったのを見て、私はびっくりした。親方が第二の曲を済ませたとき、かの女は手招きをして私を呼んだ。 私あなたの親方さんとお話がしたいんですがね。とかの女は言った。私はびっくりした。そんなことよりも何か帽子の中へ入れてくれればいいと私は思った。カピは戻ってきた。彼は二度目の堂々巡りで前よりももっとわずか集めてきた。 あの婦人が何か用があるの言うのかと親方が尋ねたあなたにお話がしたいそうです私は何にも話すことなんかないあの人はカピに何もくれませんでしたきっと今それをくれようと言うんでしょうじゃあカピをやってもらわせればいい 私のすることではない。そうは言いながら彼は行くことにして犬を連れて行った。私も彼らの後に続いた。その時一人の僕が出てきて、提灯ちんと毛布を持ってきた。彼は夫人と子供の脇に立っていた。 親方は冷淡に夫人に挨拶をした。お邪魔をしてすみませんでした。けれど私、お祝いを申し上げたいと思いました。でも親方は一言も言わずに、ただ頭を下げた。私も音楽の道のものでございますので、あなたの技術の天才には、 全く感動いたたししました「技術の天才うちの親方が大道の歌うたい犬使いの見世物師が私はあっけに取られた私のような老いぼれに何の技術がありますものか」と彼は冷淡に答えた。 うるさいやつとおぼしめすでしょうが」と夫人はまた始めた「なるほどあなたのような真面目な方の好奇心を満足させてあげたことにしては何よりです」と彼は言った「犬使いにしては少し歌が歌えるというのであなたはびっくりしておいでですけれど」 私は昔からこの通りの人間ではありませんでした。これでも若い自分に、私はいや、ある大音楽家の下男でした。まあ、オウムのように、私は主人の口真似をして覚えたのですね。それだけのことです。夫人は答えなかった。かの女は、 親方の顔をまじまじじと見た彼も次ほのないような顔をしていた「さようならあなた」とかの女は外国なまりで言って「あなた」という言葉に力を入れた「さようなら」それからもう一度今夜味わわせていただいた この上ない愉快に対してお礼を申し上げます。こう言って、カピの方を覗いて、帽子に金貨を一枚落とした。私は、親方がかの女を戸口まで送っていくだろうと思ったけれど、彼はまるでそんなことはしなかった。そして、かの女がもう答えないところまで遠ざかると、 私は彼がそっとイタリア語でブツブツ小言を言っているのを聞いた。あの人はカピに一類くれましたよと私は言った。その時彼は危なく私にげんこつを一つくれそうにしたけれどあげた手を脇へ垂らした。一類と彼は 夢から覚めたように言った。ああ、そうだ、かわいそうに、ジョリクールはどうしたろう。う私は忘れていた、すぐ行ってやろう。私は早々に切り上げて、宿へ帰った。私は真っ先に、宿屋のはしごを登って、部屋へ入った。火は消えてはいなかったが、 もう炎は立たなかった。私は手早くろうそくをつけた。ジョリクールの声がちっともしないので私はびっくりした。やがて彼が陸軍大将の軍服を着て手足をいっぱいに突っ張ったまま毛布の上に横になっているのを見た。彼は、 眠っているように見えた私は体をかがめて優しく彼の手を取って引き起こそうとしたその手はもう冷たかった親方がその時部屋に入ってきた私は彼の方を見た「ジョリクールが冷たいんですよ」と私は言った。 親方はそばへ来てやはりとこの上に覗き込んだ死んだのだと彼は言ったこうなるはずであったルミアお前をミリガン夫人のところから無理に連れてきたのは悪かった私は罰せられたのだゼルビノ・ドルス それから今度はジョリクールだがこれだけでは済むまいよパリ入りまだパリからはよほど離れていた私たちは雪でえずまった道をどこまでも歩いていかなければならなかった朝から晩まで 北風に顔を打たれながら、とぼとぼ歩いていかなければならなかった。この長いさすらいの旅は、どんなにつらかったろう。親方が、先に立って歩く、続いて私。その後から、カピがついてきた。こうして一列になって、私たちは。 何時間も何時間も一言も口をきかずに寒さで血のけのなくなった顔をして濡れた足と空っぽな胃袋を抱えて歩き続けた途中で行き交う人は振り返って私たちの姿が見たまさしく彼らは奇妙に思ったらしかったこのじいさんは 子供と犬をどこへ連れて行くのであろう沈黙は私にとってつらくもあり悲しくも思われた。私はしっきりに話をしたかったけれどやっと口を切ると親方はぷっつり手短に答えて顔を振り向けもしなかった。 うれしいことに、カピはもっと人付きがよかった。それで私が足を引きずり引きずり歩いていくと、時々彼のぬくい舌が手に触った。彼はあたかも、お友達のカピがここについていますよ、というように、優しくなめてくれた。そこで私も、 さすり返してあった。私たちはお互いに心持ちを悟り合ったお互いに愛し合っていた私にとってこれが何よりの頼りであったしカピもそれをせめてもの慰めとしているらしかったものに感じる心は犬の心も子供の心も さして違いがなかったこうして私がカピをかわいがってやるとカピもそれに慰められていくらかずつ仲間をなくした悲しみを紛らわせてゆくようであったでも習慣の力は偉いもので時々立ち止まっては一座の仲間が後から来るのを待ち受けるふうであった。 それは彼が依然、一座の部長であったとき、座員を前にやり過ごして、いちいち転校する習慣があったからである。けれど、それもほんの数秒時間のことですぐ思い出すと、もう誰も後から来るはずがないと思ったらしく、すぐすぐ後からついてきて、ドルスもゼルビノも来ませんが、 それでやはり違ってはいないのですというように親方を眺めるのであったその目つきには感情と知恵があふれていて見ているとこちらも引き受けられるように思うのであるこんなことはちっとも旅行を愉快にするものではなかったが私たちの気を紛らわす棚にはなった 行くさきざきの野面は真っ白な雪で覆われて、空には日の光も見えなかった。いつも青白い灰色の空であった。旗を打つ百姓の影も見えなかった。馬のいななきも聞こえなければ、牛のうなにも聞こえなかった。ただ食に飢えたカラスが、 梢の上で虫を探しあぐねて悲しそうに泣いていた村で戸をあけているうちがなくなってどこもしんと静まり返っていたなにしろ寒気けがひどいので人間は炉の隅に縮こかまっているか牛小屋や物置小屋でこそこそ仕事をしていた でこぼこなやたらに滑る道をまっしぐらに私たちは進んでいった夜は馬屋や羊小屋で一切れのパン晩飯には実に少ない一切れのパンを食べて眠ったその一切れが昼飯と晩飯を兼ねていた 羊小屋に明かすことのできるのは、中での楽しい晩であった。ちょうどメ羊が子供に乳を飲ませる時節で、羊会のうちには、羊の乳を勝手に絞って飲むことを許してくれるものもあった。でも私たちは、羊会に向かっていきなり、腹が減って、 死にそうだとも話しえなかったけれど親方は例のうまい口調でそれとなしに「この子供は大変羊の父が好きなのですよそれというのが赤子の自分のみつけていたものですからそれで余計子供の自分が思い出されると見えます」というように言うのであった。 この作り話の効き目がいつもあるわけではなかったがたまにそれが当たるといい一晩が過ごされたそうだ私は本当に羊の乳をすいていただからこれがもらえるとそのあくる日はずっと元気になったように感じたパリに近づくに従って 田舎道がだんだん美しくなるのが奇妙に思われたもう雪も白くはないし輝いてもいなかった私はどんなにパリを不思議な国のように言い聞かされていたことであろうそして何か突拍子もないことが始まると思っていたそれで何であるか ははっっきりとは知らなかった。私は黄金の木や大理石の町や玉で飾った御殿がそこにもここにも立っていてもちっとも驚きはしなかったであろう。我々のような貧乏人がパリへ行って一体何ができるのであろう。私は死中それが気になりながら 親方を聞く勇気がなかった彼は随分沈みきって不機嫌らしかったけれどある日とうとう彼の方から私の方へ近づいてきたそして彼の私を見る目つきでこの頃始死中知りたいと思っていたことを知ることができそうだと感じた それはある大きな村から遠くない百姓屋に泊まった朝のことであったその村はブアシーセンレイジェという名であることは往来の氷柱で分かったさて私たちは日の出頃宿を建って別荘の塀に沿ってそのブアシーセンレイジェの村を通り抜けて とある坂の上に差し掛かったその坂のてっぺんから見下ろすと目の前には果てしもなく大きな町が開かれて一面もうもうと立ち上がった黒煙の中にところどころ建物の影が見えた私は一生懸命目を見張って煙や霞の中にぼやけている屋根や 小老や塔などのごたごたした正体を見極めようと努めてちょうど親方がやってきたゆるゆると歩いてきながら今までの話のあとを続けるという風で「これから私たちの身の上も変わってくるよもう4時間もすればパリだから」 と言った。「へえではあそこに遠くに見えるのがパリなんですか?」と私は問うた「うん」親方がそう言って指さしたときちょうど日がカッとさしてちらりと金色に輝く光が目に入ったように思ったまったくその通りであった。 やがて黄金の木を見つけるであろう。私たちはパリへ行ったら別れようと思う。と彼は突然言った。すぐに空はまた暗くなった。黄金の木は見えなくなった。私は親方に目を向けた。彼もまた私を見た。 私の青ざめた顔色と震える唇とは私の心の中の嵐をはっきりと表していたお前心配していると見えるね悲しいか私には分かっているよ別れるですって私はやっとつぶやいたああそうだよ 別れれなければねこう言った彼の調子が私の目に涙を誘ったもう久しく私はこんな優しい言葉を聞いたことがなかった「あああなたは実にいい人です」と私は叫んだ「いやいい子はお前だよ実に親切ないい子だ」 人間は一生にしみじみ人の親切を感じるときがあるものだ。何事もよく言っているときには、誰が自分と一緒にいるか、ろくろく考えることなしに、世の中を通っていく。けれど、物事がちょいちょいうまくいかなくなり、悪い羽目にはま落ちてくるし、とりわけ、 人間が年を取ってくると、誰かに頼りたくなるものだ。私がお前に頼ると聞いたら、びっくりするかもしれないが、でもそれは全くだよ。ただ、お前が私の言葉を聞き、私を慰めてくれて、涙を流してくれると、私はたまらないほどうれしい。 私も不幸せな人間であったよ。私は何と言っていいかわからなかった。私はただ彼の手をさすった。しかも不幸なことには私たちはお互いの間がだんだん近づいてこようという自分になって別れなければならないのだ。でも、 あなたは私をたった一人パリへ捨てていくのではないでしょうと私はこわごわ訪ねた。いいや、決してそんなことはない。お前はこの大きな町で自分一人何ができよう。私はお前を捨てる権利がないのだ。それは覚えておいで。私は。 あの優しい奥さんがお前を引き取って自分の子にして育てようというのを聞かなかったあの日から私はお前のためにできるだけ尽くしてやる義務ができたのだだが私は今の場合何もしてやれることができないそれで私は別れるのが一番いいと考えたわけだそれも ほんののしばらくの間だ。私たちはこの時効の悪い2、3ヶ月だけも別れている方がいいのだ。カピのほか、みんないなくなってしまった一座では、パリに行っても何もできよう。彼の名が出ると、かわいいカピは私たちのそばへやってきた。彼は、 前足を右の耳のところへ上げて、軍隊風の敬礼をして、それを胸に置いて、あたかも私たちは彼の誠実に信頼することができるというようであった。親方は犬の頭に優しく手を当て、それを終えた。そうだよ。お前は善良な忠実な友達だ。 けれど情けないことには、他の者がいないのでは、もう大したことはできないのだ。でも私のハープは、私もお前のような子供が二人あればうまくいくのだ。けれど老人がたった一人男の子を連れたのでは、ろくなことはない。私はまだおいちだというものでもない。 まあいっそ、目くらになるか、足の骨でも折れてくれればいいのだ。だがまだ私は、人々の足を止めさせ、目をつけさせるほどの情けない有りさまにもなってはいない。それに、おかの救助を受けるような、恥ずかしいことはできない。そこで私は、お前を冬の終わりまで、ある親方のところへやろうと。 心を決めた親方はお前を他の子供たちの仲間に入れてくれるだろうそこでお前はハープを弾けばいいのだそうして私はと私は尋ねた私はパリでは顔を知られているたびたびこちらは来たことがある この前お前の村へ行った時もパリから行ったのだ。大道でハープやバイオリンを弾くイタリアの子供らに稽古をしてやる。私はただ広告さえすれば欲しいだけの弟子は集まるのだ。それでその間にゼルビノとドルスの代わりになる犬を2匹仕込もうと思う。 それから春になってルミまた一緒に出かけようよ。まあ当分は勇気と忍耐が必要だ。私たちはこれまでちょうど都合の悪い愛の時節ばかり通ってきた。春になればだんだん境遇も楽になる。そこで私はお前を連れて ドイツとイギリスを回るつもりだそのうちお前も大きくなるし考えも進んでくる私をお前にたくさんのことを教えて立派な人間にしてやる私はそれをミリガン夫人と約束したお前にイギリス語を教え出したのもそのわけだ お前はフランス語とイタリア語を話すことができる。これはお前の年頃の子供としてはえらいことだ。お前は体も丈夫だし、どうしてこの先、運の開ける望みは十分ある。たぶん親方がこう言って、私のために計画してくれたことは、 みんな一番いいことに違いなかった。けれど、その時には、私はただ二つのことだけしか考えられなかった。私たちは別れなければならない。そして私は、よその親方のところへ行かなければならない。流浪の間に、私はいくたりかの親方に会ったが、 いつも方々から雇い入れて使っている子供たちをひどく撃ったり叩いたりするものが多かった彼らは非常に残酷であったひどく口汚かったりいつも酔っ払っていた私はそういう恐ろしい人間の一人に使われなければならないのであろうかそれで もし運よく親切な親方にあたるとしてもこれはまた一つの変化であったはじめが養母それから親方それからまた一人それはいつでもこうなのであろうか私はいつまでもその人を愛してその人と一緒にいることのできる相手を 見つけることができないのであろうかだんだん私は親方に引きつけられるようになっていた彼はほとんど父親というものはこんなものかと私に思わせたでも私は本当の父親を持つことがないのだうちを持つことがないのだ この広い世界にいつも一りぼっちなのだ。誰の子でもないのだ。私にも言うことはあった。だが親方は勇気を持てと私に求めた。私はこの上彼に苦労を加えることを望まなかった。けれどつらいことであった。 彼と別れるのは全くつらいことであった。彼も重ねて私に泣きつかれるのがうるさいと思ったように構わずどんどん歩き出した。私は引きずられるようにして後に続いた。私はその後についていくと間もなく橋を渡って川を越した。 その橋はこの上なく汚くって泥が深く積もっていたその上を黒い石炭くずのような雪がかぶさってそこに踏み込むとくるぶしまでズブリと入った橋のたもとからは村続きで狭い宿場があった村が尽きると また野原になって野原には小汚い家が散らばっていた往来には荷車が四終行ったり来たりしていた私は親方の右手に寄り添って歩いたカピは後からついてきたいよいよ野原がおしまいになって私たちは 果てしのない長い町の中に入った両側には見渡す限り家が立て込んでいたそれもボルドーやツールーズやリヨンなどに比べてはずっと貧乏らしい哀れな小家ばかりであった雪がほうぼうに渦高く積み上げられていて 黒く固まった塊の上に灰や腐った野菜やいろいろの汚い廃物を投げ捨てられてあった空気は嫌な匂いにむせるようであったその中をにぐるまがごろごろ通っていくが人々はそれをうまくかわしかわし歩いていたここはどこです と私は言った。パリだよ。どこに大理石の家があるか、それから黄金の木が、そして立派に着飾った人たちが、これが見たい見たいと憧れていたパリであったか、私はこんな場所で、親方に分かれて、カピに分かれて。 この冬中、暮らさなければならなかったのかルールシーヌ町の親方今私のぐるりを取りまいているものは気味の悪いものばかりであったが私は一生懸命、高けんの目を見張って新しい周囲を見渡した。 そのために今の身の上に差し迫った大事なことは忘れるくらいであった。パリの町の中に深く入れば入るほど、見るものごとに私の幼い無双とだんだん隔たるようになった。凍りついた溝からは何とも言えない臭い生きれが立っていた。 雪と氷が一緒に溶けて固まったゆす黒い泥が荷車の輪に跳ね飛ばされてそこらの小店のガラス戸に厚板のようにへばりついていた確かにパリはボルドーにも及ばなかったこれまで通ってきた町に比べてはだいぶん立派な広い町で いくらかきれいな店も並んだ通りを長いこと歩いて親方はついと右へ曲がると急にみすぼらしい町に出た高い黒い家の並んだ真ん中に例の嫌なにおいのするドブがあったたくさんある居酒屋の店先で大勢の男女がガヤガヤ言いながらお酒を飲んでいた 町の角には「ルールシーヌ町」と書かれた札が打ってあった親方は案内を知っているらしく狭い通りに混み合う往来の人の群れを分けて進んだ私はそのそばに寄り添って歩いた「おい気をつけて私の姿を見失わないように」 親方が注意したけれど彼の注意は必要がなかったなぜと言って彼の後にくっついて歩いた上おまけに彼の上着の裾をしっかりと押さえていたのであった私たちは大きな路地を突っ切ってもう一日中 日の光が決して漏れたことのないような汚らしいジメジメした一軒の家に入った。それはこれまで私の見た限りの一番ひどい家であった。ガロホリさんはいるかねと親方がランプの光でボロをドアにぶら下げていた男に尋ねた。 知らねえや上がってみてこい」とその男はうなった「はしご団の一番てっぺんだそれお前の鼻先に見えてるじゃないかガロホリというのはルミお前に話した親方だよここが住まいだ。 階段を上りながら親方はこう言ったその階段は熱い泥がこちこちに積もってややもすると滑って足を取られそうになった町といい家といいはしご団といいいよいよ私を安心させる性質のものではなかった 一体今度の親方というのはどんな男であろう4階のてっぺんに上ってドアをたたくことなしに親方はすぐ前のドアを押し開けて穀物蔵のような大きな屋根裏の部屋に入った部屋の真ん中はがらんとしていて 四方の壁にぐるりと寝台みんなで十二並べてあった一度は白かったことのある壁と天井が今では煙とすすと塵で汚れきって何とも知れない色をしていた壁の上には隅で人間の首なの花や鳥なのが落書きしてあった ガロ堀さん、いるのかいと親方が訪ねたあんまり暗くって誰も見えないビタリスだよ壁にかけた薄暗いランプの明かりですかすと部屋には誰もいないらしかったすると弱いノロノロした声が 親方の言葉に答えた「ガロホリさんは出かけましたよ。2時間ほどしなければ帰りませんよ。」こう言いながら13ばかりの子供が出てきた。私はその子の奇妙な様子に驚いた。今でもその時見た通りを目に浮かべることができる。 いわば胴体がなくって足からすぐ首が生えたように見えたその大きな頭はまるで釣り合いも何も取れていなかったそんな風な体つきで決して立派とは言えなかったがその顔にはしかし奇妙に人を引きつけられるものがあった悲しみと 優しみの表情そしてそれから頼りなげな表情であった彼の大きな目は同情を含んで相手の目を引きつけずには置かないのであった確かに2時間すれば帰ってくるのかねと親方が尋ねた 確かですよ。もう昼飯の時間ですからね。ここで食べるのはガロホリさんばかりですから。そうかい。もしその前に帰ってきたら、ビタリスという人が来て、2時間経つとまた来ると言って帰ったと言ってください。かしこまりました。 私も親方について行こうとすると彼は私を止めたお前はここにおいでと彼は言った少し休んでいるがいいおう私は帰ってくるよと彼は私の心配そうな顔つきを見て 安心させるようにまたた。言った「私は例の服従の習慣からそれを嫌とは言えなかった」「君はイタリア人かい親方の重い足音がもうはしご段の上に聞こえなくなった時にイタリア語で子供が尋ねた」 親方と一緒にいる間に私はイタリア語がポツポツわかっていたがまだ自由には使えなかった「いいえ」と私はフランス語で答えた「おやおやつまらないな君がイタリアだといいんだがな」と彼は大きな目で見ながら 本当につまらなそうに言った「君はどこリュッカだよ君もそうだといろいろ聞きたいと思ったのだ僕はフランス人ですそうそれはいいねおや君はイタリア人よりもフランス人の方が好きなの おお、そうじゃない。僕がそれはいいねと言ったのは君のことを考えて言ったのだ。だって君がイタリア人だったらきっとガラフォリオ親方に使われにここへやってきたのだろうからそうすると気の毒だと思ってね。じゃああの人は悪い人なんですか 子供は答えなかった。けれど私に与えた目つきは言葉よりも多くを語った彼はこの話を続けるのを好まないように炉の方へ行った炉の棚の上に大きな鍋があった私は日に当たろうとしてそばへ寄ると この鍋がなんだか変わった形をしているのに気がついた鍋のふたにはまっすぐな管がつきだして蒸気が抜けるようになっていたそのふたは蝶ょうになっていて一方にが錠がかかっていたなぜ錠がかかっているの 私は不思議そうに尋ねた僕がスープを飲まないようにさ僕は鍋の晩を言い使っているけれど親方は僕を信用しないのだ私は微笑まずにはいられなかったすると彼は悲しそうに言った君は笑うね 僕が食いしんだだと思うからだろでもきっと君が僕の境遇だったら僕と同じことをしたかもしれないよ僕は豚ではないけれど腹が減っているだから鍋の口からスープの匂いが立てばますます腹が減ってくるのだガロホリさんは 君に十分食べるものをくれないのああそれが罰なんだまあそうだそれにこれだけのことを話してもいいと少年は続けた君ももしあの人をやかたに持つんだったら心得えになることだからね僕の名前は マチアというよガロホリは僕のおじさんだ僕の母さんはいるが6人の子供を抱えているし大変貧乏で暮らしが立たないでいるガロホリが去年来た時僕を一緒に連れて帰ったのさ一体僕よりは次の弟のレオナルドを連れて行きたかったのだ レオナルドは僕と違って器量がいいのだからねお金を儲けるには不器量ではダメだよぶたれるかひどく悪口を言われるだけだでも僕の母さんはレオナルドが好きで手放さないからやはり僕が来ることになったのだああ家を離れて 親兄弟やちいちゃな妹に別れるのはどんなにつらかったろうガロホリ親方はこのうちへ子供をたくさん置いてあって中には煙突掃除もあれば紙くずい拾いもある働くだけの力のない者は町で歌を歌ったりこじきをしているガロホリは 僕に2匹小さな白いハツカネズミをくれてそれを往来で見せ物に出させて毎晩三十数持って帰ってこなければならないと言い渡した三十数に一数でも不足があれば不足だけ無知でぶたれるのだ君三十数も儲けるには 随分骨が折れる。けれどぶたれるのはもっとつらいとりわけガロホリが自分で手を下ろす時は余計痛いのだそれで僕は金を取るためいろんなことをしてみるがよく不足なことがあったたいていの子供たちが夜帰ってきて 決められたた金を持ってきた時僕は自分の分が足りないとガロホリはキチガいのように怒ったもう一人の仲間にやはりハツカネずみの見せ物を出す子供があるこの方は四十数と決められているのだが毎晩きっとそれだけの金を持って帰るそんな時 僕はその子がどんな風にして金を儲けるか見たいと思って一緒についていった彼は言葉を切ったそれでと私は尋ねたおお、見物の奥さんたちは決まってこういうのだきれいな甲の方へおやりよ。 みっともない子供のほうでなくとそのみっともない子供というのはむろん僕だったそこで僕はもうそのことはいかないことにしたぶたれるのは痛いけれどそんなことをしかも大勢の人の前で言われるのはもっとつらい君は 誰からもお前は醜いと言われたことがないから知るまい。だが僕は「さてととうとうガロホリはぶってもたたいても僕には効き目がないのを見て他の仕方を考えた」「それは毎晩僕の晩飯の芋を減らすのだ」 貴様の皮をいくらひっぱたいても平気で硬いが胃袋はひもじいだろうと言ったそれはつらいがでも僕のネズミの見せ物を見ている往来の人に向かってどうか一数くださいくださらないと今夜はお芋が食べられませんとは言われない人はそんなことを言ったって 何もくれるものではないよ。じゃあどうするとくれるのそれは君誰だって自分の心を満足させるためにくれるのだ。何でもなく人に物をくれるものではないよ。その子供が可愛らしくってきれいであるか。あるいは、 その人たちの亡くした子供のことを思い出させるかということならくれる子供はお腹が空いているからかわいそうだと思ってくれるものはないああこんなことで長い間に僕は世の中の人の心持ちがわかってきたねえ今日は寒いじゃないかああ ひどい寒さだね僕は小じきをしてからだんだん太れないで青くなった」と少年は続いていった僕はずいぶん青い顔をしているそれで僕はたびたび人があの貧乏人の子供は今に飢えて死ぬだろうと言っていることを聞いた だが苦しそうな顔つきは楽しそうな顔つきではできないことをしてくれるその代わり非常にひもじい目をこらえなければならないとにかくおかげでだんだん僕を気の毒がる人が近所にできたみんな僕のもらいの少ない時にはパンやスープをめぐんでくれる これは僕の一番嬉しい時でガロフォリにぶたれもしないし晩飯に芋がもらえなくってもどこかで何か昼飯にもらって食べてくるから苦しいこともなかったけれどある日、ガロフォリが僕が水菓子屋にもらった一皿のスープを飲んでいるところを見つけるとなぜ僕が うちで晩飯をもらわずに平気で出て行くかそのわけを初めて知ったそれから僕にうちで留守番させてこのスープの見張りを言いつけた毎朝出て行く前に肉と野菜を鍋に入れて蓋に女王を買ってしまうそうして僕のすることは その立つのを見るだけだ。僕はスープの匂いを嗅いでいる。だがそれだけだ。スープの匂いでは腹は張らない。どうして余計空腹になる。僕はずいぶん青いかい。僕はもう外へ出ないからみんながそういうのを聞かないし。 ここには鏡もないのだからわからない「君は他の人よりか余計青いとは思えないよ」と私は言った「ああ君は僕を心配させないと思ってそう言うのだ」「けれど僕はもっともっと青くなって早く病気になる方が嬉しいのだ」 僕は非常に悪くなりたいのだ。私は呆れて彼の顔を眺めた。君はわからないのだ。と彼は哀れむような微笑を含んでいった。ひどく加減が悪くなればみんなが世話をしてくれる。さもなければ。 死なせてくれる僕を死なせてくれれば何もかもおしまいだ。もう腹を減らすこともないしぶたれることもないだろう。それに僕たちは死ねば天に昇って神様と一緒に住むことになるのだ。そうだそうなれば僕は天に昇って上から母さんや。 クリスチーナを見下ろすことができる神様に頼んで妹を不幸せにしないようにしてもらうこともできるだから僕は病院へやられれば嬉しいと思うよ「病院」というと私はむやみに恐ろしいところだと思い込んでいた。 私は田舎道を旅してきた間、どんなに気分が悪く思うときでも、病院へやられるかもしれないと思い出すといつでも力が出て無理にでも歩いたものだった。マッチアのこういう言葉に私は驚かずにはいられなかった。僕は今では、 ずいぶん体の具合が悪くなっている。だが、まだガロホリの邪魔になるほど悪くはなっていない。と彼は弱い、引きずるような声で話を続けた。でも僕は、だんだん弱くなってきたよ。ありがたいことに、ガロホリはまるっきりぶつことをやめずにいる。 8日前にも僕の頭をうんとひどくぶったおかげでこの通り腫れ上がった見たまえこの大きなこぶをあいつは昨日僕にこれはできものだと言ったそう言ったあの人の様子はなんだか真面目だった恐ろしく痛むのだ 夜になるとひどく目がくらんで枕に頭をつけると僕はうなったり泣いたりするそれが他の子供の邪魔になるのをガロホリはひどく嫌っているだから二日か三日のうちにいよいよあの人も僕を病院へやることに決めるだろうと思う僕は千人 病院にいたことがあるお医者さんは隠しに安いお菓子をいつも入れているし看護婦の海さんたちがそれは優しく話をしてくれるよこう言うんだ「坊や舌をお出し」とか「いい子だからね」とか何でも 何かしたたんびにああおしよと言ってくれるそれがうちにいる母さんと同じ調子なんだ僕はどうも今度は病院へ行くほど悪くなっていると思う彼はそばへ寄ってきて大きな目でじっと私を見た私は 彼の前に真実を隠す理由はなかったがしかし彼の大きなギョロギョロした目やくぼんだ方や血の気のない唇がどんなに恐ろしく見えたかというと彼に語ることを好まなかった「君は病院へ行かなければならない随分悪いと思うよ」 いいよいよ金、ね。彼は足を引きずりながらのろのろ食卓の方へ行ってそれを吹き始めたガロホリンが間もなく帰ってくると彼は言った僕たちはもう話をしてはいけないもうこれだけぶたれているのだ この上、余計殴られるのは損だからね。何しろ、このごろいただくげんこつは、線よりもずっと効くからね。人間は何でも慣れっこになるなんて言うが、それはお人よしの言うことだよ。びっこひきひき彼は、食卓の周りをまらって、皿や、 さじ並べた勘定すると20枚皿があったそうするとガロホリは20人の子供を使っているのだでも値だは12しか見えなかったから彼らのあるものは一つの値だに二人眠るのだそれにとにかくなんというねだいであろう なんという掛け物であろう。掛け物の,の毛布は馬屋からもう古くなって、馬が来ても暖かくなくなったような代物を持ってきたに違いない。どこでもこんなものかしら、と私は呆れて尋ねた。何がさ、 子供を置くところは、どこでもこんなんかしら。そりゃあ知らないがね。君はここへは来ない方がいいよ。と少年は言った。どこか他へ行くようにしたまえ。どこへ僕は知らない。どこでも構わない。 ここよりはいいからねどこへと言ってどこへ私は行こうぼんやりあてもなしに考え込んでいるとドアが開いて一人の子供が部屋の中に入ってきた彼は小脇にバイオリンを抱えて手に大きな古材木を持ってきた 私はガラホリの炉にたかれている古材木の出どころと値段も分かったように思った「その木をくれよ」とマチアは子供の方へ寄っていったけれど子供は材木を後ろに隠した「ううん」と彼は言った にするんだから送れよするとスープがおいしく煮えるから君は僕がこれをスープを煮るために持ってきたと思うか僕は今日たった三十六数しかもらえなかっただからこの材木をぶたれないおまじないにするのだこれで四数の不足の代わりになるだろう やっぱりやられるよ、何の足しになるものか、順ぐりにやられるんだ。マチアはそう言って、あたかもその子供もも罰せられると思うのが、彼に満足を与えるもののようであった。私は彼の優しい悲しそうな目のうちに、 険しい目つきの現れたのを見て驚いた。誰でも悪い人間と一緒にいるといつかそれに似てくるということは私が後に知ったことであった。一人一人子供たちは帰ってきた。天でに入ってくるとバイオリン、ハープ、笛など 自分の楽器を寝台の上の釘にかけた音楽師でなくただ鳴らした獣の見せ物をやる者は子ネズミや豚ネズミをカゴの中に入れたそれから重い足音がはしご段に響いてネズミ色の街灯を着た高徳が入ってきたこれが ガロ掘りであった「入ってくる瞬間彼は私を目を据えてそれは嫌な目つきでにらめた私はゾッとしたこの子供は何だ?」と彼は言ったマチアは早速丁寧に ビタリス親方の向上を彼に伝えた「ああじゃあビタリスが来たのか」と彼が言った何の用だろう「私は存じません」とマチアが答えた「俺は貴様に言っているのではないこの子供に話しているのだ」 親方がいずれ戻ってきて用事を自分で申し上げるでしょう。と私は答えた。はあこの小僧は言葉の値打ちを知っている。いらぬことは言わぬ。お前はイタリア人ではないな。ええ私はフランス人です。ガロフォリンが 部屋に入ってきた瞬間二人の子供が点でに彼の両脇に席を締めたそして彼の言葉の終わるのを待っていたやがて一人がそのフェルト棒を取って丁寧に値台の上に置くともう一人は椅子を持ち出してきた彼らはこれを同じような もったいらしさと行儀よさをもって寺子しが和尚さんに貸し付くようにしていたガロホリが腰をかけるともう一人の子供がタバコを詰めたパイプを持ってきたすると第四の子供がマッチに火をつけて差し出した 臭い愛ガキめ。と彼は叫んでマッチを炉の中に投げ込んだこの罪人は慌てて過失を償うためにもう一本のマッチを灯してしばらく燃やしてから主人にそれを捧げたけれどもガロホリはそれを受け取ろうともしなかった ダメだとんちきめだトンチキめと彼は言って荒っぽく子供を突きのけたそれから彼はもう一人の子供の方を向いてお世辞笑いをしながら言った「リカルドお前はいい子だマッチをすっておくれ」この「いい子」は慌てて言いつけ通りにした さて、とガロホリは具合よく椅子に収まってパイプをふかしながら言った「お小僧さんたちこれから仕事だ町や、帳面だ」こう言われるまでもなく子供たちはガロホリの眉の動き方一つにも心を配っていた。 その上にガロホリがわざわざ口を出して用向きを言いつけるのは大変な行為であったガロホリはマチアの持ってきた赤じみた小さな帳面には目もくれもしなかったはじめの湯を臭いマッチョをつけた子供に恋と合図をした お前には昨日一数貸してある。それを今日持ってくる約束だったがいくら持ってきたな子供は赤くなって当枠を顔に表してしばらくモジモジしていたい。一数足りません。と彼はやっと言った。 あ,あお前は一数足りないのかねそれでいいのだね昨日の一数ではありません今日一数足りないのですそれで二数になる俺は貴様のようなやつを見たことがない私が悪いんではないんです言い訳をしなさんな 規則は知っているだろう着物を脱ぎなさい昨日の分が2つ今日の分が2つ合わせて4つそれから横着の罰に夕食の芋はやらないリカルドいい子やお前はいい子だから気晴らしをさせてやろう無ちを劣り 2本目のマッチをつけた子供のリカルドが壁から大きな結び目のある革紐の2本ついた柄の短いムチを振り下ろしたその間に2数足りない子供は上着のボタンを外していたやがてシャツまで脱いで体を腰まで表した ちょっと待てとガロホリがいまいましい微笑を見せていったたぶん貴様だけではあるまい仲間のあるということはいつでも愉快なものだしリカルドにたびたび手間をかけずに済む子供たちは親方の前に身動きもせずに立っていたが 彼の残酷な冗談を聞いて、みんな無理に笑わされた。一番笑ったやつは一番足りないやつだ。とガロォリンが言った。きっとそれに違いない一番大きな声で笑ったのは誰だみんなは例の大きな材木を持って 真っ先に帰ってきた子供を指さした「こら貴様はいくら足りない」とガロホリが責めた「私のせいではありません」「私のせいではありません」せせんなんかというやつは一つおまけにぶってやろう「いくら足りないのだ」「私は大きな材木を一本持ってきました」 立派な材木ですそれも何かになるだがパン屋へ行ってその棒をパンに変えてもらってこいいくらに変えてくれるかいくら足りないのだ行ってみろ私は三十六数持ってきましたこの悪者め 四数足りないぞ。それでいて、そんなシャーシャーした面をしよって、俺の前に立っっている。シャツを脱げ、リカルドや、だんだん面白くなるよ。でも材木は、と子供が叫んだ。晩飯の代わりに、貴様にやるわ。 この残酷な冗談が罰せられないはずの子供たちみんなは笑わせたそれから他の子供たちも一人一人感情を済ましたリカルドが無チを手に取って待っているととうとう5人までの犠牲者が一列に彼の前に並べられることになったなあリカルド とガルフォリが言った「俺はこんなところを見るといつも気分が悪くなるから見ているのは嫌だ。だが音だけは聞けるその音でお前の腕の力を聞き分けることができる。一生懸命にやれよみんな貴様たちのパンのために働くのだ。 彼は炉の方へ体を向けた。それはあたかも彼がこういう懲罰を見ているのに忍びないというようであった。私は一人隅っこに立って、憤りと恐れに震えていた。これが私の親方になろうとする男なのである。私も。 この男に言いつけられたものを持って帰ってこなければやはりリカルドに背中を出さねばならなかった、はああ私はマチェアがあれほど平気で死ぬことを口にしているわけが分かったピしり第一の鞭が振るわれて肌に当たった時もう涙が私の目にあふれ出した 私のいることは忘れられていたと思っていたけれど、それは考え違いで、ガロフリは目の奥から私を見ていた。人情のある子供がいる。と彼は私を指さした。あの子は貴様らのような悪党ではない。貴様らは 仲間が苦しんでいるところを見て笑っているこの小さな仲間を手本にしろ私は頭のてっぺんから橋のつま先まで震えたああ彼らの仲間か第二の鞭を食って犠牲はひいひい鳴き声を立てた三度目には 引き裂かれるような叫び声を上げたガロホリンは手を上げたリカルドは振り上げた鞭を控えた私はガロホリンがさすがに情けを見せるのだと思ったがそうではなかった貴様らの泣き声を聞くのは俺にはどのくらいつらいと思う 彼は猫なで声で犠牲に向かって言いかけた。ムチが貴様らの顔を裂くたんびに、叫び声が俺の腹渡を突き破るのだ。ちっと俺の苦しい心も察して気の毒に思うがいい。だからこれから泣き声を立てるたんびに余計に一つ。 鞭をくれることにするからそう思えこれも貴様らが悪いのだ貴様らが俺に対してちっとでも情けや恩を知っているなら黙っていろさあやれリカルドリカルドが鞭を振り上げた皮ひもは犠牲の背中で くくるくる回った「おっかおっかー」とその子供が叫んだ「<っ>ありがたい私はこの上この恐ろしい呵舎を見ずに済んだ」「なぜと言ってこの瞬間ドアが開いてビタリソや方が入ってきたからである」一目で彼は 何もかもか解した。彼ははしご段を上がりながら叫び声を聞いたのですぐリカルドのそばに駆け寄って鞭を手から奪ったそれからガロリの方へくるりと向いて腕組みをしたまま彼の前に突っ立ったこれはいかにも とっさの間に起こったのでしばらくはガロォリもポカンとしていたけれどすぐ気を取り直して穏やかに言った「どうも恐ろしいようじゃないか」「何ねあの子供が気が違っているのだ」「恥ずかしくはないのか」 ビタリスが叫んだ。それ見ろよ私もそういうことだとガロホリがつぶやいたよせ飛び足りそうや方が命令したとぼけるなよお前のことだ子供ではないこんな手向かいのできないかわいそうな子供を いじめるというのは何という卑怯なやり方だこの老いぼれめ余計な世話を焼くなとガルホリンが急に調子を変えて叫んだ「警察者だぞ」とビタリスが反抗した何貴様警察で脅すのか とガロが叫んだ。そうだと私の親方は乱暴な相手の規制にはちっともひるまないで答えた。はあ。と彼は嘲笑った。そんな風にお前さんは言うのだな。よしよし俺にも言うことがあるぞ。お前のしたことは。 何も警察に関係はないがお前さんに用のあるという人が世間にはあるのだ俺がそれを言えば俺が一度名前を言えば果ては恥ずかしがって頭をすばめるのは誰だろうな世間が知りたがっているその名前を言い回っただけでも 恥になる人がどこかにいるぞ。親方は黙っていた。恥だ。親方の恥だ。なんだろう。私はびっくりした。けれど考える暇のないうちに彼は私の手を引っ張った。さあ行こう、ルミ。と彼は言った。 そうして戸口までぐんぐん私を引っ張ったまあいいやなガロホリンが今度は笑いながら叫んだ「君話があってきたんだろうお前なんぞに言うことは何もないそれなりもう一言も言わずに 私たちははしご段を降りた。彼はまだしっかり私の手を押さえていた。なんというほっとした心持ちで、私は彼についていったろう。私は地獄の口から逃れた。私が思い通りにやれば、親方の首に両手をかけて、 強く強く抱きしめたことであったろう。